深夜の市長。運の十座。何しろこれは一辺の小説である。作中、T 市長だの、銀座だのという名詞が出てくるが、これは決してどこかの帝都にあった実話などをモデルにしたものではございません。 深夜の市長に初めて会ったのは、陽春とは名ばかりの恐ろしく底冷えのする3月29日の夜のことだった。ラジオの気象通報は、中国大陸にあった高気圧が投降して、かなり裏日本に迫り、北西風が強く吹き募ってきたことを報じた上、T 市地方は、2、3日うちにまた雪になるでしょうと、ありがたくない予報をアナウンスした。 そのアナウンスもやがてぷっつりと切れ、暗黒なエーテルの漂う夜空からは、内地の放送局が一つ一つおやすみなさいを言って電波を消してゆき、後にはただ一つ、南京放送局の婦人アナウンサーが、愛情を帯びた異国語で、何かしらゆっくりと喋っている声だけが残っていた。その強制を置かずにして、僕は、 押し入れから出してきた電気パン薬器で、こんがりと焦げた薄いトーストを作っては食べ、作っては食べした。それから H 社から頼まれているコントを三つほど書き、ついでに、その編集者へ原稿料をもっと上げてもらえないか、という手紙を一本したため、それが済むと、書き捨ての原稿紙が、表現のように真っ白に散乱している部屋をすっかり片付け、掃除をし、 それから布団を敷いた上、電気ごたつも一応足のところへ入れておいて、帰ってきても冷たい足をすぐ温められるようにし、次に洋服ダンスを開いて、かねて一着分用意してあった古洋服を下ろして着替えた。そしてこれだけは上等混じり気なしというラクダの襟巻きをしっかりと首に巻きつけ、その上にタバコの焼き跡がと々にある、 真っ黒なオーバーに腕を通し、名ばかりはビロードのウィーン帽子を深々かかとかぶり、伝統のスイッチをひねって、それからなるたけ音のしないように靴を履き、ステッキを抜き出し、表の戸を開け、外から秘密の締まりの穴へ太い釘を刺し、それから小暗い路地にそろそろと帆を運びながら、初めてほっとため息をついたのだった。 時刻はもう十二時をかなり回っているはずだった。通りの家並みはすっかり寝静まって、軒から氷柱が降りそうに静かであった。僕はオーバーのポケットから、暁を一本口に加えて火をつけながら、これから始まるその夜の翌手に、どんな楽しいことが待ち構えているかを予想して、密かに胸を躍らせたのだった。深夜の散歩。 それが僕の最大の楽しみだった。そのために僕は特別なる睡眠法を励行していた。それは一日のうちに睡眠を三回に分けて取ることだった。五睡三十分。これは、勤め先の応接室を内側からロックして安楽椅子の上で眠る。それから夕刻帰宅して食事を済ますと、 二時間ばかり毛布にくるまってごろりと寝る。最後は深夜の散歩から帰ってきて朝まで三四時間をぐっすり眠る。このバラバラの比較的短い睡眠によって僕はいつも元気で暮らしていられた。ことに深夜の散歩の時は一番元気がよく、そして自分でも恐ろしくなるほど頭がはっきりしていた。通りへ出た時、 一台の円卓が背後の方から疾風のようにかけてきたが、僕の姿を認めたらしく、急にブレーキをかけ、舗装道路の上にキキキッと鋭い音を出して、傍らに止まった。それは素敵な三十六年型の新車だった。旦那、お供しましょう。と、学校帽子をかぶった助手が、 窓から手を出して行った。うん、頼むぜ。下町へ向けて飛ばしてくれよ。ええ、どうぞ。と言って僕を乗せてしまうと。旦那、下町はどこです川の向こうだ。川の向こうというと、本城ですか 深川ですか成平橋を越えたところで降ろしてくれ。ええ、もっと先まで行きましてもよろしゅうございますが、ええ、お楽しみで。ふん、気の毒だね。深々したクッションの中に抱かれるように体をうずめた僕は、その夜の散歩コースのことを考えた。 成平橋を渡ったところを起点とし、掘割図体に亀戸を抜け、市電終点、猿江を渡って、工場街、大島町まで伸ばしてみようと。だが、結局後に述べるような突発事件のために、せっかく考えた散歩コースを行くこと、行く幕もなくして、ついに前途を放棄しなければならなくなったのだった。 ポーンと五十銭玉を一つ助手の手に放り込んで、僕は車を捨てた。橋のたもとから掘割の中を覗き込むと、昼間見れば真っ黒なドブドロの水をたたえた汚い水面が、両岸の工場の塀外に差し出た上野灯の眩しい光に照り生えて、まるで鏡のように光っていた。夜は昼間と全然違った別の天地を検出する。 屋外灯にしても、昼の薄汚れた灰色のグローブが、夜間においては、ニーベルンゲンの夜行時も描くやと思うばかりに三然と輝くのであった。昼と夜と、いずれが真の姿であるか知らないが、少なくとも夜は美しく、優しく、静盛り深く、そして、底知れぬ神秘の衣をつけている。T 市の人々の多くは、 この素晴らしき夜の顔を知らないでいる。昼間の T 氏とは全く別の T 氏があることに気づかないのだ。市民たちは深夜となれば習慣として皆家の中にこもって眠る。翌朝起き太陽の輝く街が昨日あったそれと同じであるところから T 氏が昨夜何事もなく何者にも奪われないで、 市民と共に死んだようになって眠っていたものと、至極単純に考えている。しかしそれは間違いではなかろうか。そのような筆法で行けば、逆に言って、昼間の T 氏こそ、深夜の T 氏の眠りの状態であるかもしれないのだ。僕は知っている。深夜の T 氏は、昼間の T 氏とは全く別個の存在である。しかも、 ごく少数の市民が住み、そして、その少数の人しか知らない不思議な都市である。面積や道具建ての広大な割に、人口が極めて不中密な点から言うと、砂漠の上に捨てられてあるハイトにも似通っていたが、その魅惑的であり、神秘的であり、多元的である点については、砂漠に埋もれているハイトなどとは必すべくもない。 僕は共犯を離れて、今度は広い大通りを柳島の方へブラブラと歩み始めた。幅が33メートルもあるその大通りのまんまん中をステッキを振り振り、悠然とカ歩して行くのだった。こんな気持ちの良いことはなかった。大通りは頑固に舗装され、銀色に光る市場のレールが増顔されていた。頭の上を見ると、 手の届きそうなところに架風船がぶらぶらしているし、大通りの両側のポールにはまるで大宮殿の廊下のように同じ形の電灯が同じ間隔を持ってずっと向こうの方までついており、それでいてあの大きな図体を持った市街電車もいなければバスもいない。時々円卓のヘッドライトがピカリと向こうの辻にひらめくばかりでこっちの方まではやってこない。 この広い大道をカッポしていくのは、ただ自分一人だった。何というもったいない通り道であろうか。何という豪快な散歩であろうか。よろめいて歩こうが、目をつぶって歩こうが、それとも後ろ向きに歩こうが、誰も何ともいうものがなく、豪敵を鳴らして、神経をやたらに刺激する者もいないのである。これが昼間、足の踏み入れようもないほど、 喧騒を極めたあの柳島の通りであろうか。交通表示器をちょっと見誤れば、たちまち自動車の車輪を我が血で持って染めなければならないあの昼間の T 氏と同じ死骸なのであろうか。いないな。これは全く別の座標の上に立っている別の死骸なのだ。僕は深夜の散歩を好むのあまり、おしゃべりを浪しすぎたようである。 だが、その夜更けて、初めて会う機会を持った深夜の市長の言うところに比べると、僕の喋っていることなんか、赤ん坊の寝言に等しいのだ。深夜の市長こそは、僕の言わんとするところをはっきり言い、そして、僕が平勢求めようとして求めえなかったものを、無造作に持っているという、まさに驚嘆すべき基人だった。いや、 奇人と言ったのでは足りない。もしも常識豊富な狂人という反語的な言い表し方が許されるものとしたら、それは一等適切に深夜の市長と呼ばれる人物を言い表しているだろう。その反語的な性格こそ、素性の知れない彼の深夜の市長の持っている不可解なミステリーそのもののような気がする。 ここらで夜の T 氏の惨憺をやめ、では、僕を深夜の市長のもとへ送りつけるようなことになった、機械極まる事件に話を進めようと思う。2。電車の見えない電車道に交差して、右へ伸びている22メートル道路があった。そこを行けば、 別の掘割まで下らなくて亀戸へ出られる。この広い道路も今は人影一つ見えない水晶宮殿の廊下のようであった。僕はそっちへ曲がり込んでブラブラと約百メートルも行ったかと思われる頃、何者とも知れずキャッとたまげる悲鳴を発したものがあった。声の大きさから言っても小姉から言っても人間以外の生き物とは思われなかった。 深夜の街をうるつくこと、ここに何十度、何百度か知らないほどの僕だったけれど、このような怪しい悲鳴を耳にしたのは、これが初めてだった。僕はぎくりとしてその場に足を止めた。悲鳴はたった一言。だからはっきりとは言えないが、どうやらここを少し向こうへ行って、左へ入った路地あたりらしかった。僕はその時、身分のことを考えた。 そう言っては笑われるかもしれないが、こんな夜更け、こんな場所で、怪しげなる事件に関係していいものだろうかどうかを考えたのだ。昔のように、単なる文学青年だけなら、こんなことはどっちでもよいのであった。しかし、ただいまは、飢餓や聖治なるペンネームの他に、別に本名によって、ある本職を持っているのだった。それは相当立派な役柄で、 文筆による原稿稼ぎよりもずっと将来も有望なる職業だった。その職業に取り付いたばかりの今の僕としては、本来なら深夜の散歩なんてどっちかというと、まあ、慎んでいた方がよかったのだ。諸葛警察へでも引かれて本名を名乗らせられ、それから一週間ほど前に勝ち得た重い役柄を下手に申し立てたりしようものなら、 僕は刑事たちのいい笑い者になった上、僕をその役柄に送り込むため、大変骨を折ってくれた恩人 T 氏や、今上長といただいている先輩諸士に、迷惑などをかけることになっては、僕として本当に立つ瀬がないのだ。いずれはわかるであろうが、僕の本職が何であるかをここに言わないわけも、実はそうした事情から出発していることで、どうか、 今しばらく披露することを許しておいてもらいたいのである。と、まあその辺で僕は悲鳴事件から素直に引き下がっていればよかったのだ。しかし、世の中にはわかってくれる人もあるだろうと思うが、人間というものはいかにそれが間違いのないことであろうとも、その場の気持ちによっては必ずしもその間違いのないことに従いたくない場合がある。僕の場合がそうだった。 一生懸命に僕は自分の手足に号礼して、早く別の方角へ退くようにと頑張ったのだけれど、僕の手足は、それは多分、飢餓や政治の手足だったらしく、一向に感じないのだった。そして生きる屍に等しい僕の体を、ぐんぐんその悲鳴の発した方角へ引きずってゆくのだった。街角を曲がると、果たして僕は、 地上に絡み合っている怪しい人影を見つけた。ああ、何です何です何したんです浅ましくも、僕の体の内に長らく下宿している騎我や誠事氏は、浅間ま新十郎、これが僕の本名だ。の静止する号令も聞かず、ついに野印馬と選ぶところのない声を発しさせてしまった。 チェ。ええ。と、同じように、インバネスに仲折れ帽子といういでたちの、向こうの二人は驚きの声を上げ、二人で担いでいる第三の人物を地面に取り落としそうにした。どこかやられたんですか強盗ですか殺人ですかと言って、遠慮なく覗いてみると、 その担がれている第三の人物は、二人とは違って、僕と同じようにオーバーを着込んだ洋服姿の男だった。年の頃は三十四五歳かと思うが、少し骨張ってはいるが、そこらにザラに転がっているような、しごく特徴のない顔をしていた。二人のインバネス男は、互いに顔を見合わせたが、そのうちの一人が、ええ。 こいつ友達だね。だいぶ用取りましてな。足がふらふらで、今そこのドブに足を突っ込んで、ひっくり返りまして。怪我しておりますが、医者がどこにあるやら分かりゃしまへんね。あんさん、エローすんませんが、ちょっと医者らしい家を見つけくんなはらしめへんか。と、関西弁で持って、ベラベラと喋った。ああ。 ドブへ落っこって怪我をしたんですか僕は腹の中で声を立てて笑った。そんなことで誰が騙されるものか。あのキャッという悲鳴がドブへ落ちた悲鳴かそうでないくらいは、ちょっと考えてみれば見分けのつくことだった。しかも二人の連れがいながら、僕だけを医者の家を探すために走らせようというのが、腑に落ちなかった。 探偵小説はだてに書いているのではないぞ、この野郎、と、僕はムラムラと尺に触った。しかしそれは、いい傾向とは言えなかった。飢餓や聖治が、どうやら完全に、浅間新十郎を征服してしまって、何かまた、大怪我をしでかしそうであった。かぜん、僕はポケットから、小型の懐中電灯を取り出すが早いか、さっと、第三の男の体を照らした。 あ,ああ向こうとこっちと同時に叫び声を上げた。向こうはこっちの懐中電灯に驚いたのであることは疑いない。こっちが驚いたのは、怪我をしているといった第三の男は、実はもう死に切っていることだった。顔色はすっかり青ざめ、唇の色も変わり、大きな口をだらりと開き、 両目は白目をむき出し、呼吸をしていなかった。誰が見ても一目で、これは死んでいるなと鑑定することができた。その上、向こうには気の毒なことだったが、この時、第三の男の体がごとんと下についた拍子に、体が少しかしいだ。そして左の背中に、ぴかりと光るものが見えた。それは驚いたことに、 相当深く肉に食い込んでいるらしい刃物だった。多分担当でもあろう。はっとして僕は後ろへ飛びのいた。しかしそれはもう間に合わなかった。面は下顎にガーンと、したたか激しい打撃を食って、あっと叫ぶ間もなくその場へ混沌してしまった。しばらくはピーンという高い天音の世界に迷っていて、何がなんだかわからなかった。 本当はどのくらい経ったかは知らないが、とにかくやがて気がついた。寒くて体がブルブルと震えるのを我慢して僕は起き上がった。ジク僕は自分自身に激しい憎悪を感じながら、なおもその憎悪を二倍にも三倍にもして敵の方に叩きつけた。だが、そこには相手の影も形もなかった。 そればかりではない。その辺に転がっているだろうと思った第三の男の死体が書き消したように失せていた。ざまはないぞ。木我屋聖事も、浅間慎十郎も。あまりのことに僕はふらふらする足を引き締めて歩き出そうとした。が、その時、今混沌した時に、 懐中電灯をどこかそこらに落としたことを思い出した。うん、大変な証拠物件を残していくところだった。僕は脇の下から冷たい汗がじっくりと滲み出すのをはっきりと意識した。その失敗一つで当たら何もかも不意になるところだった。ポケットを探り、マッチを四五本一緒にしてシュッと火をつけた。 その光であたりを探してみると、目に留まったのは、懐中電灯には荒で、それはクローム側の真新しい懐中時計だった。紐も鎖,も鎖も何にもついていない。これはもちろん僕のものではないから、今の格闘の時に、向こうの連中の誰かが落としていったものであろう。それからなおもマッチの火を吸ってみる、と、時計の落ちていた近所に、ピカピカ光る小さいものが、 二つ三つ散らばっているのを発見した。拾い集めてみると、それは三枚の日本銀行から出てきたばかりのような十銭のニッケル貨幣だった。これは一体どうしたのだろうやはり一行が落としたものにそういないが、三枚以上もっとあるかもしれないと思って、さらにあたりを探し回った。しかし、それ以上はどこにも見つからなかった。その代わり、 舗装道路の上に点々として流れているドス黒い血痕を発見した。それは今の殺人が夢ではないことを証明しているようなものだった。それから思いがけない遠方に飛んでいた僕の懐中電灯をもついに拾うことができた。まあ、これでよかった。他に何も落し物はないだろうな。 両手のポケットを外から叩いて思い出そうとしたときに手のひらが嫌ににちゃにちゃする。ハットを持ってまたマッチを吸ってみると手のひらにいっぱい赤い血がついていた。よく見るとオーバーがところどころ血でベトベトになっている。それが今手のひらに付着したのだった。自分は犯人でないことを知っているからいいが、 もしやこれを他の人に見られたとなると、これは簡単には無罪を信じてもらえないことだと思った。僕は、にわかに不安な気持ちに襲われた。その時のことである。ピッピッピッと、鋭い笛の音が聞こえた。ピッピッピッと、しきりに反復しながら、こっちへ近づいてくる様子である。それは確かに、 夜勤の警官たちが同僚の密航警官や刑事たちを呼び集めるための呼び子だった。それはますますこっちへ近づいてくる。もうすぐに向こうの小倉い辻から早ヤブのように敏昇な警官隊が現れてくるだろうと思われた。これはいけない。僕は立然とした。さっき感じた不安がまた蘇ってきたのだった。 こんな土地の景観に捕らえられてはならない。しかも、現在の立場は、さっきよりも一層不利になっている。オーバーその他は地に死んでいるし、ポケットには、この事件の証拠物件が秘められている。しかも事件を感いた警官隊は、もう身近に迫っている。これで捕らえられれば死ののはない。何もかもおしまいだ。脱走。 その時の僕の顔色は髪のように汗ていたろうと思う。もう深夜の散歩者も何にもなかった。家に残してきた暖かい寝床が無性に恋しかった。ただどうかして警官隊の網からうまく脱出したいという本能的な考えだけが僕の全身を支配した。僕はくるりとキビスを返すと、呼びこのなっているとは正反対の方の闇の中に走り込んだ。 ところが、そいつは失敗だった。というのは、僕の逃げた方角から、また別の警官隊が繰り出してきたらしく、正面から予備校がピピッと激しく鳴り響いたからだ。本当は鳴り響いたところではなくて、バラバラと駆け出してくる警官らしい人影を、検討の投影の下に認めたのである。ナムさん。 僕は死に物狂いで狭い道路を右に折れ曲がった。ここなら大丈夫と思ってしばらく行くと、屋庭に背後に足音がして。こら待たんかと、飛び出してきたものがあった。刑事だ。そうなると、僕はもう薬器となっていた。何のために逃げる必要があるのかと、 根本的な誤尾を考え直す余裕もなく、ただ本能的に警官隊から逃れようと焦った。知恵のない話だが、また左へ折れた。正面に亀戸の幕末抜ける橋が目についた。多分それは栗原橋だろう。しかしあいにくと、その橋のたもとには交番があるはずだった。そうなると、 いよいよ身体は極まってしまった。これではもう逃げても逃げなくても捕らえられる。僕は母と喘ぎながらそれでも走った。おい、こっちに逃げ道があるよ。出し抜けにその家並みの軒端とおぼしきところから押しつけるような声がかかった。僕はその声に飛び上がるほど驚いた。 そっちへ行くと危ない。早くこっちへ入れ。こっちへ入れ。同じ声はなおも続いてした。はっと思って声のする方を見直すと、そこは墨やらしく薪が山のように積まれていた。その影からおいでおいでをして招く何者かがいた。刑事かもしれないが、と僕は思ったけれど、 僕の行く道は、いずれにしろもう完全に封鎖されていた。この上は本当にも嘘にも、今声をかけてくれた道一方しか逃げ場がないのだ。僕はもう覚悟を決めて。おい、頼むよ。と叫んで、ひらりとその薪の影へ飛び込んだ。お、よし、声を出すな。 俺について来いえ。こっちだ。こっちだ。そう言って先に立つのは、見たこともないルンペン体の髭だらけの老人だった。しかしこの老人、歳に似合わず力があって、いきなり僕の手を握ると、ずるずると物陰へ引っ張り込んだ。僕は、親猿に抱かれた小猿のように、かの老人に抱きすくめられていた。 そこはどうやら穴倉でもあるらしく、老人の吐く息が周囲にはっはっと反響した。外はだんだんと騒々しくなってきた。バタバタと駆け出す靴音に混じって、拝見がガチャガチャ鳴る響きさえ聞こえた。予備校はなおも執念深く吹き鳴らされている。そこへ、ガヤガヤとこっちへ急いでくる話し声が耳に入った。 おい、若いの。と、耳元で老人の押さえつけるような声がした。こっちへやってきたが心配するな。お前さん、軽技ができるかい両手と両足とで、この両側の壁を踏まえて、穴蔵の天井に体を隠していろ。ちっちゃ苦しかろうが、命と交換するんだと思って頑張るんだぞ。それ、 老人はどんと背中を叩いて僕を激励した。ここでたじろいだりして老人に見放されては大変だと思ったので、いわるるままに両手両足等を使い、向かい合った壁の間に自分の体を橋渡しした。そして満身の力を出して、じりじりと上の方にすり登っていった。その調子、その調子。 どんなことがあっても声を出したり動いたりするな。行く。僕は苦しさで、もう返事をする余裕もなかった。老人は外へ首を出している様子。ああ、ここだ。と、靴音と人声とが一緒に近づいた。おい、深夜の市長、起きてるか 三。おいと、下の老人は人を食ったような返事をし。商売繁盛だな。人殺しも賑やかでいいの。何と、別の声が憤りを見せるのおい、言うな。と、 はじめの声が止めて。どうだ、深夜の市長。逃げてきた奴を隠しはしないだろうね。僕はハッとした。途端に壁を押さえていた靴がずるりと下に滑った。十センチも滑ったような気がしたが、本当はほんのわずかだったかもしれない。こいつはいけない。と、僕は歯を食いしばって、うんと両足を踏ん張った。 相変わらず、鼻が効くね。と、老人の声で。叶わないよ、お前さん方には。さあさ、中に一匹だけ隠しておいたから、つまみ出して手柄になぜ。もう少しで僕は、あっと叫ぶところだった。ひどい奴があればあったものだ。引っ張り込んでおいて、僕を相手に売りつけようとは。 やつざきにしても足りないやつ。と、憤慨し、こっちから進んで飛び降りようとした刹那。いや、悪かった悪かった。市長さん、騒がしてすまなかったね。<笑>と、笑いに紛らす声がした。隠しておいたというのに、連れて行かないというのかい その時誰の声だか、あっという叫び声がして、それに追っかぶせるように老人の声で。さあ、しみったれた味方なんかするなえ。もっと奥まで入ってよく調べろ。真下に何か黒い影がどさりと飛び込んできたと思うと。う <laughs> という獣のような叫び声を上げたものがあった。だが、 すぐさまガラガラという何かひっくり返ったらしい物音とともにまた外へ跳ね出していったものがあった。あハは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 ハ老人は無遠慮にいつまでも笑い続けていた。だから寄せと言ったのに相手が悪い。と、 たしなめるような声が切れ切れに聞こえた。どうやら一人の方が、この穴蔵の中を覗こうとしたところ、老人にえいっと尻をつかれて、穴蔵の中に転げ込んだものらしかった。若いの、向こうへ行っちまったからもう大丈夫だ。そろそろ降りてきてはどうだ僕はほっとした。危ない瀬戸際であった。 もうやられたかと思った切なに救われたのだった。途端に関節から急に力が抜けてしまって、あれよという間もなく、今度は自分の体がつーっと下に動き出すと、あっという間もなくドーンと大きな音を立て、嫌というほど額と腰骨とを硬いものにぶっつけた。骨がピーンと音を立てて震え、しばらくは起き上がることもできなかった。 なかなか頑張り屋だの。悪いことをするだけやって。老人は褒めたのか冷やかしたのかわからないような言い方をした。その頃僕はようやくのことで深夜の市長と呼ばれる老人に礼を述べる気力を取り返した。しかし、思い違いなすっているようだが、僕は別に悪いことをしたわけじゃないんです。 <laughs> 隠すところはまだ可愛いな。悪いことをしない奴はあんな風に逃げないもんだぜ。そう言われて気がついたが、さっき僕がそこの横丁を逃げている時の気持ちは、捕まっては一大事だというので、まるで犯罪者のような挙動で駆け出していたから、そこを老人の警眼に睨まれたのかもしれない。こうなっては、 もう隠しているべき場合ではないと思った。それで、実はこうこうこういうわけで、と、僕の妙な趣味生活のことや、また、さっき見たり聞いたりした怪事件について、一部始終を詳しく老人に説明したのだった。それで、現場に落ちていた証拠物件をここにちゃんと持っているんですが、今出してみましょう。と言って、 オーバーのポケットの中を探り始めると、老人はそれを抑えた。ちょっと待て。今入り口を閉めて明かりをつけるから。老人は立ち上がると、狭い入り口に向かって何かごそごそやっていた。やがて、バサリと上から落ちてきたものがある。それはどうやら、次だらけのカーテンまがいのもののようであった。 それが済むと、老人は背伸びをして、壁土をバラバラ落としていたが、やがてパッと天井に思いかけなく明かりがついた。驚いて見上げると、それは、どこから電気を引っ張ってきたのか知らないが、高校たる自動車用電球らしいものが、二本の線とともにぶら下がっているのであった。初めて見るこの狭い穴蔵の中の様子、それは、天然の押し入れといったのが、 一等適切に言い表しているような洞窟であった。壁も天井の土壌であるけれど、そこに棚のようなものをくりぬいて、食器らしいものがごたごたと並べてあった。さあ、見せてもらうか。初めてつくづくと老人の顔を見る機会を得た。なるほど。髭が生えていると思ったが、まるで、 髭の中から目玉と鼻の先が出ているといった方がいいくらいの見るからに体が痒ゆくなるような武将髭を生やした老人だった。これが深夜の市長と呼ばれる人物なのであるか。だが老人の目は羊の目のように乳和だった。そしてぴょこりと飛び出した赤い花頭には無限のユーモアが宿っていた。 髭の中にうずもれた唇をもごもごやって、老人は僕の顔をじろじろ眺めながら目顔で催促した。実を言うとその時僕は少し遠惑している最中だった。それはポケットに入れておいたはずの時計と十千拍動三個がどこかに引っかかって取り出そうとしてもなかなか出てこないのだった。あれ 変だな。なかなか出てこないということが、後にこの怪事件を解くことの手がかりになったのであるが、その時は、そんなこととは夢にも気づかず、見せるといったものがあまりに出てこないので、僕が出し惜しみをしているように老人に誤解され、一括を悔いはしないか、と、それを心配して、一層心は焦った。落としたな。 い,いえ、そうじゃないんで、ここに入っているんですが、どうしたのか出てこないんです。何かにくっついているようなんです。うん。と、僕が力いっぱい引き出そうとするのを見ると、老人は。おっとおっと、待った。人生無理をするなよ、ということがある。オーバーを脱いでからにしたらいいじゃないか。 と、注意をした。なるほどと思って、僕はオーバーを脱ぎにかかった。ボタンを外して脱ごうとするが、どうしたのか脱げない。右のポケットのところが、妙に洋服の上に縫い付けられたような具合で離れない。これは妙だ。おかしいことがある。僕は両手を、その縫い付けられたようなところへ持って行って、 様子を調べてみると、かぜん、何者かが洋服とオーバーとぴしゃりと縫い合わしているのだった。一体どこでこんな悪さをされたのかと思って、なおも両手で持って縫い付けられた糸目を探してみた。そうしているうちに、おやと思わず驚きの声を上げてしまったが、 固く縫い付けられていると思った洋服とオーバーとが、今度はまるで布団の糸目が外れたようにポツンと離れてしまった。なんだか狐に化かされているような塩梅で拍子抜けがした。オーバーは楽々と脱げた。そしてポケットの中から、懐中時計と三枚の十銭貨幣とが出てきた。僕はそれを手のひらの上に乗せて、老人の顔の前に持っていった。 これが、その証拠物件なんで。老人は黙って僕の手のひらの中を眺めた。そしてマッチの軸木の先で、それをいじり回していたが、やがて顔を上げて、じろりと僕の顔を見た。その面には、何か僕に抗議するような色が現れていた。素人は、これだから困るね。と、 老人は重い口を開いた。素人その時僕ははっきりと自分の失策に気がついた。僕は証拠物件を手に入れることに夢中になっていたので、その時計や貨幣の上に残っていたろうと思われる指紋のことには一向気がつかなかったのだった。僕はその時計を うっかりしてそのまま手づかみで拾い上げてしまったのだった。それから後も僕は何度となくその時計を手づかみにした。そのためにせっかく大事な指紋がついておりながらそれをめちゃめちゃにしてしまったのだった。探偵小説作家を辞任しておりながら何という迂闊なことをやったものだろう。これでは素人と何の変わるところもない。 いや、かねて知っていながら、うっかりやっちまっただけに、自分の塑装加減にただ呆れるより他なかった。指紋をめちゃめちゃにしてしまって、どうも残念です。うーん、指紋はこれじゃしょうがないね。老人は案外あっさりと返事をした。そのご性には、何か他に、 もっと別の言葉を期待していたように聞こえた。僕が気厳な面持ちで老人の顔を見つめていると、深夜の市長は急にニヤニヤ笑いながら。お前さんは右のポケットにナイフを持っているだろうそれも肩の少し大きいやつだろうえ僕はぎくりとした。 ナイフといえば、僕はいつも、大型の七つ道具のついたナイフを持って歩いていた。それはいつも、直キの右下のポケットに入れてあった。そっと触ってみると、その時も、その場所に硬いものが手に触れた。確かに大型のナイフを持っていた。そうだろうこれをご覧よ。このニッケル貨幣は、三枚とも糊で貼り合わしたように。 ぴったりとくっついて離れない。なぜだろう。これはつまり、このニッケル貨幣が強い磁力を持っているせいなんだ。今お前さんが取り出した時、変な格好をして繋がっていたから、それで気がついたんだ。こいつはよほど風変わりな事件だぞ。老人はそう言って首をかしげた。密着して離れない。 三枚のニッケル貨幣。そんなことから風変わりな事件だということがわかるんですかね。もっともニッケル貨幣同士でこんなにくっつき合っているのを見たのは今が初めてだけれど。実に風変わりだ。だが、風変わりだけにこいつは早く種が上がるかもしれないよ。まだあるはずだ。ほら、これだこれだ。 この時計をご覧よ。と、老人は懐中時計のガラス蓋を叩きながら目を輝かした。こいつは閉めたぞ。この時計はいい塩梅に止まらないでコツコツ動いている。時計がどうしたんですうん、これは面白い。と、 老人は一人で越に入りながら、この時計の針を見てごらんよ。どうだねあはあ。何を見ているんだ。この針が今何時何分を指しているかというんだ。ね今ちょうど11時40分を示しているじゃないか。ところで今本当の時刻は、 と、老人は隅の方をゴソゴソ探していたが、やがて、この洞窟には不似合いな、ピカピカする大型の懐中時計を探し出してきて。今まさに午前2時20分だ。いいかねどうしたんでしょう。バカに僕の拾った時計は狂っていますね。僕の腕時計を見ましょう。ああ、止まっている。 手首を伸ばしてみると、僕の腕時計は止まっていた。よく見ると、それも通りだった。ガラス蓋がどっかへ飛んでしまっていた。さっき乗された時に飛んでしまったのに違いない。そうだ、ちょうど2時間40分遅れている。これは面白い。これだけの材料があれば、この事件の仕掛けがわからんこともあるまい。 どうも、あなたは不思議な人ですね。まるで探偵のようなことを言うじゃありませんか。それに、科学にもなかなか詳しいようだし。と、僕が明け透けな質問をすると。なに、付け焼き場さ。科学の方は、早見林太郎から輸入した聞き覚えだ。早見林太郎 そう奇妙な町ののの科学者さそうだ早見にこの謎を解かせるのが一番いい君、いいや、お前さん、すまないが、この時計とニッケル貨幣と、早見に届けてくれまいか。もちろん今手紙を書くがね。あっけに取られている僕に構わず、老人はポケットを探って、小さい紙片を出し、その上に、 ちょこちょこと何か走り書きをして、それをくるくると丸めた。それから、汚いボロ布の中に、時計とニッケル貨幣と、その手紙を丸めたものを包んで、僕の手に渡した。これを早見林太郎氏に届けるんですね。早見氏のところ番地はなに、ところ番地なんかいるものか。 銀座の M 百貨店の裏通りに、ブレーキという実践スタンドがある。夜と言わず、昼と言わず、そこで虎になっている豊島間女の客がいるから、そいつに行って、これを早見へ渡してくれと言えばいいんだ。それだけでわからなかったら、女の左の耳束を見るがいい。そこに R と入れ墨がしてあるのが、その虎女だ。 僕はこのルンペンみたいな老人が彼に似合わしからぬ色っぽい女を知っていることを聞いて驚いたが老人は別に得意そうな色も見せなかった僕は妙な事件から妙な老人に会ってそれからまた妙なことを頼まれてなんだか夢に夢を見ているような気持ちになってきた僕は外もの気配に聞き耳を立てながら まだ出て行くのは危ないですね。というと、老人は、そうさなと言って、特徴のある小鼻を左右から親指と人差し指とでつまんで、スーッと先の方へ引っ張った。さっきから見ていると、老人はよくそんな動作をやってみせた。この寒いのに、 汗でも小鼻の脇についているのかと思ったが、そうではなくて、これは深夜の市長殿の一つの癖でもあり、かつ、唯一の娯楽でもあるらしく思われた。それでは、と言いかけた途端に、遠くの方で低くサイレンのうなり声が聞こえた。火事かな、と考えている暇に、そのサイレンは、 どんどんこっちへ近づいてきた。紛れもなく出荷らしい。ほう、時も時。とつぶやいて、老人は幕の外へ這い出した。すると何者かがバタバタとこっちへ駆けつけてくる気配だ。僕はハッとなって、思わず洞窟の片隅に小さく縮こまった。市長さん。 遅れまして、何とも申し訳ござんせん。と、靴音がピタリと止まると、入れ替わって脳天より出るような声。ただいま火を発しましたるわ。これより南へ二丁ほど先、横川橋は四丁目十六番地に所在いたしまする油倉庫にござりまする。原因、万端取り調べ中でござりまするが、 広告申し立てまつります。ええ、お静かに、お静かに。ご苦労。お言葉、誠にありがとうさんで。つつつと、また引きずるような靴音がして、脳天声の主は向こうへ去っていった。はて、殺人事件の後に、 続いて油倉庫の火事とはうますぎるが、おう、若いの、いいきっかけが向こうの方からおいでなすったぜ。さあ、このどさくさに紛れて早く抜け出すんだ。そういった深夜の市長の声に僕は思わず踊り上がった。もはやこの時には、ううう,うとサイレンが二重にも三重にも鳴り出した。 僕はパッと外へ顔を出した。すぐ前の屋根の向こうが真っ赤だ。油倉庫の火事だけあって、どっとッと立ち上るグレンの炎の勢いの猛烈さ。しかしこれを感心して見とれていることはできなかった。これこそもっけの幸いと、僕は老人に挨拶もそこそこに火事場の方へ道を取って走り出した。いいかね。 頼んだことを忘れるな。承知しました。それから僕は、火事場へ駆けつけると見せて、実は、刻々に増えてくる寝ぼけマナコの矢印の間をかき分け、かき分け、どんどん脇道の方へ曲がっていった。もう誰にも咎められはしなかった。そして一台の円卓を拾うと、それに乗って、浅草の住居の方角へ、 どんどん急がせた。四。その夜ほど我が住まいの寝床の心地よさを感じたことはなかった。閉じまりをして電気安価ですっかり暖かくなっている布団の中で足を伸ばすと値千金と言いたいほどありがたかった。だが、 僕はそれからしばらくどうしても寝つかれなかった。僕の困った悪趣味の上に一大警告がやってきたのだった。深夜の散歩はついに僕をして大変な災難につまずかせてしまった。成平橋横の怪しい殺人事件がまず完全に浮かんだ。死に切っている男の左の背後には 鋭い探検らしいものがぐさりと突き刺さっている。それを解放するんだというインバネその二人男は、僕をノックアウトして、死体のともどこかへ消えてしまう。後に気がついて現場から拾ったのが、一個の新しいクローム側の懐中時計に、実践のニッケル貨幣が三枚。途端に警察に追われ、もうダメだ。捕らえられたかと思ったところ、 深夜の市長と呼ぶ海老人のために助けられた。その老人に見分した事件を洗いざらい物語ってゆくうち、かの老人はニッケル貨幣に強い時期のあることを発見して、これは怪しいと睨む。それから同じく殺人現場から拾ってきた海中時計の時刻の遅れの2時間40分というものを問題にして、これで事件が解決できそうだ。 と、老人は言った。そしてその解決を得るために、早見林太郎のところへ、時計と貨幣等を届けろと命令したのだった。その方法として、銀座の実践スタンドへ行って、耳たぶに、R と入れ墨のある虎御膳を見つけて、それに頼めと言った。考えてくると、それはあまりに猟奇に満ち満ちた出来事だった。 僕はこれまでに探偵小説を随分書きもしたが、今夜のような猟奇性に富んだ事件を書いたことは無論のこと、構想したこともなかった。事実は小説よりも気なりというが、こんなことを言ったのではあるまいか。それにつけても、最も腑に落ちないのは、あの洞窟内に住んでいる老人のことだった。僕の危ういところを救ってくれたその老人は、 刑事だの、遊び人だのから、深夜の市長と呼ばれていた。あの洞窟から出てみると、それは紡績工場と、その兵越しの住屋の倉庫との間に取り残された、妙な土海の中の洞結であったが、ああした変な欠居者が、この整然とした T 氏の真ん中に生息するとは、不思議千番なことだった。その深夜の市長という意味は、今までの見分で、 おぼろげながらわかるような気がしないでもないが、回老人の素性に至ってはどう捉えてよいのやら全く見当がつかない。顔を見ると非常に老人のように思うが、案外腕力や声は若々しく、また、生活ぶりは普通のルンペンと選ぶところがないが、独屈住居には似合わしからぬ伝統だの、時計だのを隠し持っていたり、 教育のない口の聞き方をするかと思うと、君と言って、急にお前さんと言い直したり、早見林太郎から聞き覚えたというが、ルンペンにはもったいないほどの知識を備えていたりする。要するに、深夜の市長というあだ名が、きっと深い素性を表しているのであろうが、これは誰がつけたものか。あだ名の由来を教えてくれるものがあったら、万事について、 きっとはっきりした事情がわかるのではあるまいか。そんなことを思い続けているうちに疲労が一時に発して、いつしか僕は深い眠りに陥ってしまった。翌朝はいつになく寝すぎてしまって、大狼狽を演じなければならなかった。ちょうどその日は、勤め先の方で見学すべき予定が与えられていて、時間通りに出なければならなかったので、 それで大騒ぎをしたわけだった。間に合わぬと知ったので、最後の手段として、円卓を割り増し金付きで急がせることにより、ようやく時刻ギリギリに滑り込んで政府と相なった。勤めてから今日が8日目だというのに、早々こんなことでは前途が案じられてならない。その日の勤めが終わったのがちょうど5時だった。 いつもならもう一時間早く引き上げられるはずだったが、今日はあれもこれもと、見学やら、手伝いやらを仰せ使って大変遅くなった。門から外へ飛び出すというと、本名の浅間新十郎なる人物は、ふっと世界から消えて、探偵作家、飢餓や政治に早変わりしてしまうのであった。その途端に僕は、まるで色彩の異なった別の世の中を見るのであった。 それが何とも言えず楽しいことだった。門を出て、バスの停留所の方へ四五軒ほど、木我や聖治氏が行ったかと思った頃、不意に後ろから、浅間さん、浅間さん、と呼び声がする。振り返ってみると、これが、小倉服を着た僕らの部屋の小生意気な休止であった。いまいましいながら、僕は直ちに元の浅間新十郎に還元して、 何事かと聞くと、麻雀をやろうとおっしゃっています、と言った。二三日前、上役の耳に、僕が麻雀三段であるというのをつい耳に入れてしまった。その時閉まったと思ったが、こう早くお相手を仰せつけられようとは思っていなかった。僕は、騎我や誠二氏の方には、一足先に帰ってもらうことにし、 朝間新十郎になりすましてお付き合いをした。もう一回、もう一回と、負けた相手が挑戦するので、時間はすこぶる長引き、解散となったのが十一時だった。おかげで朝のうちに考えておいたその夜の予定は、すっかり狂ってしまった。実はその朝出かけるときに、深夜の市長から預かってきたボロ布の包みを、勤め先まで持って行ったものか、 どうしたものかと思い迷ったのであるが、結局持って行くには行っても、そんなボロ布の包みを、豊島女にしろ、虎御前にしろ、気持ちよく杯をあげているだろう人に手渡して頼むのは、人情としてどうも気が進まないので、夜帰ってきてから考え直そうと思ったのであった。しかるにただいまは、もう十一時をかなり回ったから、帰ってまた銀座裏まで出直すのは億劫だし、 そうかと言って、手ぶらでは行っても仕方がないしと後悔しているところへ、ちょうど流してきてピタリと目の前に止まった縁の宅というのが、まるで辻占いのように我が家の方角へ向いていた。それでは家へ帰ろうかというので、僕はそれに乗り、浅草の我が家へ向けて走らせた。入り口の締まりを外して中へ入ったとき、僕は、 何か異変のあるのを直感した。僕はどこか変質者らしいところがあると見えて、前々から時々不思議によく当たる直感作用を持っていた。例えば、ポケットの底の時計をぎゅっと握って、その文字盤をまぶたの裏に念死していると、やがて朦朧と文字盤が現れてくるのだった。その時なおも精神を統一すると、その文字盤の上に、 長短二つの針がありありと浮かんでくるのであった。ああ、今は何時何分だな。そう思って、今度はポケットから時計を出してみると、まさにその時刻がまぶたの裏に見えたのと同じなのである。こんな程度の直感は、体が一種特別な調子になっている時によく起こってきたのであった。ちょうど今、僕が暗い部屋に入るやいなや、 何か異変のあったことを直感したのも全く同じ作用であった。その異変は何であるかというところまでは分かっていなかった。まず最先に気になったのは、机の引き出しの中に放り込んでおいた昨夜の事件の証拠物件と深夜の市長の手紙とが入っているボロ布の包みだった。僕は急ぎ机のところへ駆け寄って、 引き出しの鍵穴にガチャリと鍵を差し込むと開いてみた。ああ、これだ。僕の直感は確かに的中した。確かにこの引き出しの中に入れておいたはずのそのボロ包みが紛失しているではないか。盗まれた。誰が盗んでいったろう。僕は立然として、 部屋の中を見回した。しかし部屋の様子にはその他に別に異変も見当たらない。窓のところによって内からかけてある締まりをいちいち調べて回ったが、どこも皆ちゃんとかかっていた。ただ、勝手元の床の上に歯が黄色く枯れた水線を挿しておいた花筒が見えない。よく見ると、板の間に水をひっくり返したらしい跡があって、 その蓋をひっくり返してみると、そのあたり二三枚ばかり、裏の方へ水が回ったまま濡れている。誰が花筒をひっくり返したんだろう。それは言うまでもなく、この部屋に忍び込んだ、怪しい人間の仕業に違いなかった。では、花筒はどこへ行った僕は薬器になって、部屋という部屋。 というほどたくさんあるわけでもないが、を駆け回った。押し入れもいちいち開けてみた。そして結局、何の得るところもなく、元の書斎へ戻ってくると、これはしたり、僕の机の上に、紅の消しの花束が、探していた花筒に生けて載っているのを発見した。さっきにはどうしてこれを見逃していたろう。抜き出した内臓のように毒々しく、 真っ赤な花束が僕に挑戦しているかのように見えた。確かに誰かが入ってきたはずであるのに、どこから入ったか侵入口が見つからない。これほど尺に触ることはなかった。そして大切な物件は鮮やかに盗まれてしまったのである。僕は畳の上にあぐらをかくと、全く途方に暮れてしまった。何本目かのタバコを、 火鉢の中に突き込んでいるうちに、ようやく僕の決心は決まった。時間はもう大変に遅いけれど、ともかくも、これから銀座裏の実践スタンド、ブレーキへ行って、それとなく様子を見てくることにしよう。それから二十分ほど後のこと、僕は、銀座裏のブレーキの角口に立っていた。内部を伺うと、外はもう、霜でも降りそうな暗さであるのに、 中には高校と伝統が輝き、酔っ払いの高い歌声が聞こえてきた。僕は生まれつきアルコールに親しめない性質であったから、今までにこうしたところへ入ったことがなかったので少し勝手が違ったが、勇気をふるい起こして入り口のドアを内部へ押して入った。しかるに誰も先に気を取られてか、入っていった僕に気づいた様子がない。 そこで少しばかり気持ちが軽くなった。僕は素早く客の中に目指す相手の女をあさった。いたいた。様々なレッテルの洋酒瓶がおびただしく並んだ瓶棚と背の高い花道のようなテーブルとの間に挟まってカクテルグラスを危なそうに取り上げている太り獅子のちょっと人好きのする豊島間女が目に映った。 よほど着こしめしていると見えて、頬はつやつやと赤く、前額からは長い毛がだらりと垂れ下がり、両目はとろんとして、あまりいいざまではなかった。小さい歯の揃った口を盛んに表しながら、そばへ引きつけたバーテンダーをくどいていたが、そのうち急に入り口の方に目を据えると、おやっという風な表情をした。そして、すぐ前に飲んでいる男客を、 無遠慮に双方へかき分けながら、半身を高いテーブルの上に乗り出したかと思うと、こっちの方を溜めつつがめつ見る様子である。とうとう信頼の僕に見当をつけたらしかった。僕は体がすくむように感じた。ああ、ちょいとちょいと。酔っ払いの豊島女は、諸腕を僕の方に伸ばしたまま、酒棚の前からふらふら出てきた。 ああ、やっぱりお前さんだったね。私はずは随分待っていたのよ。そう言いながら女は、僕の双剣に腕をかけて、プンプンするアルコールの蒸気を吹きかけた。僕はこらえながら。あなたは知っていますかあの、深夜の。と言いかけると、彼女は電気に引っかかったように全身をピリリと震わせ、 しっと叱って、酒臭い手で僕の唇に蓋をした。さあさあ、私はお前さんに話があるんだ。おい、よしこ。と言って、ここの主人らしいさっきのバーテンダーの方に振り返り、手振りで合図しながら、さっき頼んでおいた二階の部屋を開けてあるんだろうね。 主人は酒瓶を放り出して慌てて飛んできた。そして、分かっています、分かっていますという風に目顔で返事をしながら、横についている階段の方に女を引っ張っていった。母ちゃん途端に子供の声がして、どこに潜んでいたのか、小さい女の子が弾丸のように飛び出してきた。母ちゃん、どこに行くのよ そう言って、女のたもとにまとわりついたその女の子は、歳の頃四つぐらいでもあろうか、体の小さいくせに、おかっぱにした頭の極めてでかい子だった。顔の色は、酒でも飲んだようにテラテラと蒸気して、飛び出したような額の下には、ハマグリの貝を二つくっつけたような大きなグリグリマナコがあった。そして何とも言い表せないような不安な色を漂わせて、 母親の顔を睨み上げた。ああ、絹坊。この間のように捨ててケけやしないよ。いい子だから、ほら、あそこにいて、みかんかなんかもらって食べてるといい。絹坊と呼ばれた女の子は、一人前の洋服かなどのように、唇を子肉らしくキュッと曲げて、ニタニタと笑った。そしてくるりとキビを返すと、 ネズミのようにちょろちょろと奥の方にかけていった。例の花道のような背の高いテーブルの陰にごく狭い隙間があって、その隅っこに白い瀬戸製の短壺が置いてあった。僕がハッとする間にもうその女の子は短壺の上にちょこんと無造作に腰を下ろし、板張りの壁に痩せた体を持たせかけた。そしていかにも楽しそうに、 薄汚れたエプロンの前で小さい両手をパチパチと叩き合わせた。彼女にくれるといったみかんを待ち受けるらしく、あまりにもいじらしいその場の光景だった。何見てるのよ。女は僕の腕を嫌というほどつねった。女の顔を見ると、彼女は早く階段を上がれと目で合図をした。 言われるままに僕は先へ立って、とことこと窮屈な階段を登っていった。女はすぐ後を追っかけてきた。そして階段を登り切ったところにある扉を開いて、自分の体を持って僕をドーンと室内へ突き飛ばした。僕は衣服の上からあらわに女の善裸心を感じた。そこは一台の丸いテーブルと、 二脚の壊れかかった肘掛け椅子とがあるっきりの実にお粗末な個室だった。お前さんは割合に最もらしい顔をしているのね。写真で見るよりは。と、向かい側に座った女はタバコの煙を吹き吹き、正面から僕のことを冷やかした。写真僕の写真をどこで どこでって、忘れっぽいのね。お前さんの部屋に飾ってあったじゃないの。と言って、女は裸けた胸の間から、はがき版の写真をつまみ出した。ああ。僕は驚いて立ち上がった。それは、机の前に立てて置いたものだったけれど、まさかこんな女が持ってきていようなどとは気がつかなかった。 いいじゃないの。女は不くされな態度を見せて。この写真じゃ、随分いい男だと思ってもらってきたんだけれど、お前さん、随分背が低いのね。ああ、すると、僕の家に侵入したのは、あなただったんですね。あら、まだ気がつかなかったの呆きれるわね。 わざわざ花束まで机の上に捧げてきたのに。では、時計だの十銭玉だのを取ったのも。まあ、察しが悪いのね。一杯お酒でも飲むといいわ。今取ってきてあげる。と、女はふらふらする体を起こそうとする。僕はそんな目に遭いたくなかったので、女の腕をつかむと、 無理やりに椅子の上にまた腰を下ろさせた。女は椅子の上にドスンと尻餅をつき、乱れた裾をかき合わせた。僕の両の手のひらには、蛇にでも触ったような怪しい食感だけが、いつまでもはっきりと残っていた。どうせ、あなたに渡して頼むように言いつかってきたものだからいいようなものを、一体あなたはどっから僕の家に忍び込んだんです そして、またどこから出て行ったんです女は肩をすぼめるようにして顔を曲げた。わかりきったことを聞くものかな、という風に。床下を潜って、お勝手の板の間を開けて入ったのさ。お隣は空き家で、窓の閉まりが一つ外れるところがあるんですよ。内部へ入れば、畳のない床は開けっぱなしよ。 用心はあまりいい方じゃないわね。僕は頭を金槌でガーンと殴られたような気がした。そんな不用心な抜け道があったのであるか。何もかもそれで分かった。この女が隣の空き家から床下越しに忍び込み、僕の家の勝手の板を下から押し上げた時に、そこに置いてあった花筒の水をひっくり返したというわけなんだろう。 消しの花ははっ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 は。<laughs> と、女はちょいと恥じらいを見せて、高らかに笑った。一度入っただけでよかったもの、ご苦労様にまたもう一度出入りして、あの花を買ってきたのよ。私は男の人と見ると、すぐおかぼれしちゃうのが悪い病でね。もっともお前さんの場合は、 写真におかぼれしたってわけだけれど。はすっぱだった女は語るにつれて、それでも、だんだん女らしさを取り返してくるようだった。じゃあ、もう僕は用事がないわけですね。あなたはあのボロ布に包んだものを、確かに早見倫太郎氏に渡してくだすったんでしょうね。それは間違いなしだわ。私の方に用事はないけれど、 あなたの方に何か話があるんじゃないかと思ってたのよ。とんでもない。僕の方にどうして話なんかあるものですか。と、僕は憤然として立ち上がった。この時女は、肉らしいほど押し黙って、そっぽを向いていた。その裸けた襟の間からは、膨れ上がったような真っ白な肉の隆起が覗いていた。その上を這い上ると、 白い氷山のような広い首があって、見るのも恥ずかしいような細いくびれの筋がつき、その上に四五本の遅れ毛が絡みついていた。肉づきのいい丸い顎は、先のところでふっくらと二重顎になっていた。そして肌と呪袢との間から、悩ましい年盛りの女の好期が、ムンムンと立ち上ってくるような気がした。その妖艶な死体を望んでいると、僕は、 なぜかこの女を犬のように心安く扱う深夜の市長のことが嫉妬されてきてこらえかねた。僕はまたヤブレイスの上にそっと腰を下ろした。あの、深夜の市長というのは何者ですかおや用事はないと言ったくせに。と、女は空見ろ。 と言わんばかりに僕の方に妖艶な表を向け。そんなことはあの人に直に聞いてみることだわよ。女はあっさりと僕の質問を突き放した。僕は赤くなりながら弾かれたように椅子から立ち上がった。僕はあの殺人の現場で拾った懐中時計と実戦玉とが急に入りようになったんです。 あなたは僕の家からあれを盗んでいったと言いましたね。では、たった今あれを僕に返してください。僕はテーブルを叩いて女の方に迫った。女はその言葉には驚いたと見え、急に半身を起こしながら僕の顔を見つめた。何ですって時計と十銭玉がいるというのなぜそんなことを言い出すのあんたは。 どっちも、もうここにないことはよく知っているじゃありませんか。それとも。と言って、女は口ごもったが。それとも、この私が隠しているようにでも思っているのあんたは知らないだろうけれども、深夜の市長さんに言いつかったことを一つでも間違えようものなら、私たちは一夜だって無事に生きていけないのよ。変なことを言い出さないでよ。 じゃあ、確かに速水林太郎に渡したんだな。わかってるじゃないの。よし、それなら、僕はこれから早見林太郎のところへ行くんだ。君はその男のいる場所を知っているだろう。さあ、そいつを教えてくれたまえ。おや、だいぶ威勢が良くなってきたのね。と、女は隙を見出して、 すかさずやじることを忘れなかった。それで林太郎さんのところへ行って、一体どうしようというのさ。それはわかってるじゃないか。僕はこの変な事件や、この変な環境から、一分間でも早く逃げ出したくなったんだ。早見氏から僕の拾った証拠物件を返してもらったら、そいつをすぐその筋へ差し出して、堂々と裁きをつけてもらうつもりだ。 僕は少しも怪しいところなんかありゃしないんだ。ん <laughs>、どうですかね。自分だけ良ければそれでいいと言うんだろう男らしくもない。君は僕に早見氏のところを教えないと言うんだな。女はふふんと鼻で笑って、意地悪そうに僕を見ていたが、誰も教えないとは言いやしないわよ。 行きたけりゃここに書いてあるから地図をよく見て行くがいいわ。そう言うと女は突然袖を託し上げて肉付きのいい真っ白な二の腕をぬっと目の前に突き出した。僕は非常にめ食くった。よく見ると、いつ書いたものか女の二の腕の裏側から脇の下へかけて青い陰気で詳しい地図が丹念に書き込んであった。 五。言うのも恥ずかしいことながら、僕は力強い者の,のために動かされかけた。しかしその刹那、僕は勤め先の守備のことばかりが気になった。どうやら甘美な雰囲気に一歩を踏み込んだものの、その甘美な味が感じられれば感じられるほど、なんだか恐ろしくなってきた。僕は事件に深入りしないうちに、 上司へ愚心して、身の潔白を立てようと思ったのであった。そこで僕は、萎縮しきった浅間新十郎になりきって、虎御前の腕に書きつけられた地図を思い出しながら、通りかかった円卓を拾って、寝静まった丸の内街に向けて走らせた。丸ビルの前で車を捨てた僕は、しばらくは冷え切った建物の影に身を潜めていた。 円卓はそこに降ろした僕を別段怪しむ様子もなく、スピードを上げて有楽町の方へ走り去った。目を上げて向こうを見ると、月も星もない曇り空に、尾根のような駅の屋根が高く黒々と浮き出していた。さすがに列車も発着を停止したらしく、いつもは眩しいばかりに照りつけている反射灯の光も消えて、 登場の丸い時計の文字盤だけがぼんやりと見えていた。指針はまさに午前2時を指していた。僕はオーバーの襟を立てると丸ビルの影から離れてなるべく靴音のしないように優先ビルの方へ歩き出した。どちらを見ても全く人影が見えなかった。ただ時々向こうに見えるお堀端をつつーっと自動車のヘッドライトが 夢のように流れてゆく。丸ビルの裏角まで来ると、そこを左に取って折れた。そこには、ずっと狭い横丁がまっすぐに通じていた。歩道もかなり冷えているらしく、建前とする靴音が、コツコツと高く、あたりのビルディングに反響した。深夜の散歩者はいよいよ萎縮し,しきって、不安な歩行を続けた。 十字路へ出ようという途端に突然カラカラという音がして何かふわふわした白いものが転がってきた。はっとしてその場にピーンと棒立ちになったその前を丸まった新聞紙が小馬鹿にしたように風に煽られて通り過ぎた。しかしそれは誰かもうこの世にはいない元丸の内染めのサラリーマンの迷える魂が仮に新聞紙に乗り移って 懐かしい思い出多い深夜のビル街を散歩しているようでもあった。また一陣の風がひゅーっと物悲しげな音を立て、歩道の上を吹いてきた。湖水の底に沈んだ灰イのような暗黒のビル街を縫って訪ねてゆくうち、求める丸の内第13号館というのがようやくにして見つかった。それは古めかしい三階建てのレンガ造りだった。 しかし闇の中に透かしてみると、かなり広大な、まるで城郭のようにも見える建物だった。その第十三号館の外れまで来ると、酔っ払いの年間女の腕に書いてあった地図の通りに、隣の建物との間に人間一人がやっと通れるくらいの実に狭い路地があった。ここだな。僕は決心すると、 辺りに十分気を配りながら、おもむろに奥の方へ入っていった。一、い、に、う、さん、い。三つ目の窓だったな。窓の下に空気抜けの四角の穴があった。そこには、頑丈な鉄の格子がはまっていたが、僕はしゃがむと、それに手をかけ横に引くと、 豊島女の腕に書きつけてやった文字通りに、鉄格子がずるずると十センチほど擦れて、後にぽっかりと穴が開いた。僕は腹ばいになった。そして、右腕をそろそろと穴の中に差し入れていった。この行動はすべて真っ暗の中で行われた。懐中電灯などを灯すと、万一誰かに見とがめられるかもしれない恐れがあったからだ。 脇の下まで十分に腕を差し込んでおいて、それから僕は手探りに左の方の壁を撫で回した。それは漆喰で固めてあるらしく、スベスベした表面を持っていたが、かぜん指先に壁の面から飛び出した硬いものを探り当てた。それは小さいスイッチであった。金属の玉のついたスイッチヘッドを指先でつまんだ僕は、 さすがに激しい動機を感じずにはいられなかった。ここで勇気を失っては何にもならない。僕は思い切ってその丸いスイッチヘッドをパチンと上に倒した。途端に地下室のどっかでううんと低く電動機の起動するうなり声が聞こえてきた。僕はそこで穴から腕を抜いた。そしてよろよろする足を踏みしめて立ち上がった。 鼻先にある第三番の窓ガラスがぐぐっと音を立てて静かに静かに上に開いていくのが闇に慣れた我が目にそれと映った。僕は頃合いを見計らってちょっと後方にひさると窓下の空気抜きに片足をかけるが早いかやっと身を踊らせて雨だれ落ちに飛びついた。そしてそのまま壁を蹴って開かれた窓の中に滑り込んだ。 その時ブラインドがバサリと顔を打ったのに驚いて、もう少しのことで悲鳴を上げるところだった。家の中へ入り込むと妙なもので、最前までの気持ちとはがらりと変わり、嫌に気が落ち着いてきた。度重なるややの冒険が僕の心を引き締めたのでもあろうか。それとも、未だ経験したこともない盗賊のような振る舞いに、おのずと肝が据わってきたのでもあろうか。 窓にブラインドが降りたのを確かめた上、この時初めて、僕はポケットの中から小型の懐中電灯を取り出して、パッと明かりをつけた。こじんまりしたこの部屋には、壁を背にした書棚がいくつも並んでおり、ずらりと並んだ同じ型の事務机の上は、言い合わしたようにきちんと整頓していた。僕はそんなものには再び見向こうともせず、 全面にしまっている扉に近づくと、取っ手に手をかけてぐっと押した。扉には錠がかかっていなかった。僕はなんとなくそこを室外へ抜けて、廊下に出た。鍵型に曲がった廊下を静かに歩いて行くと、左側にポツンとガラスのはまった扉がついていた。これだな。と思って、 その扉の前へ立ち止まった僕は、ガラスを通して向こうを覗いた。懐中電灯の明かりはよくは届かなかったけれど、扉の向こうは広い庭になっていた。僕は一人頷いて扉に手をかけた。それは難なく開いて、懐中電灯の光は下の方に降りるように設けられている三影石の階段をさっと照らした。これを降りて行けばいいのだった。 うち庭の芝地の上に降り立って、僕はキーな缶に打たれた。この庭の広々としたことはどうであろう。見渡したところ、面積は二百坪ほどもあった。土の香りがプンプンしていた。そこはモザイック風のきちんと整った花壇になっていて、花壇の中には春らしい色とりどりの花が咲いていて、いい香りが花を打った。 また小さいながらガラス張りの温室なども立っていた。このような土の香り高い庭園がアスファルトの舗装道路を巡らしたあの高層なレンガ建ての建物の中に設けられてあろうなどとは外を行く垂れ人が気づいたことであろう。彼らはあのいかめしい赤いレンガ壁体の中には古ぼけた事務室と分厚い壁と幅の広い階段と 長い廊下のほかに何者も予想していないであろう。僕は庭園の存在に驚嘆するあまり、この庭園の中央に立つ風変わりな建築物について述べることを忘れていた。風変わりな建築物と言ったが、それは、よく街中で見る鉄筋コンクリートの太い煙突を想像してもらえばいいと思うが、それとほとんど同じような感じのする高等が、 庭園の中央に高々とそびえていたのだった。ただ煙突と異なるところは、この高等には、方々に窓がついていた。そして見上げると、遥か上の方の窓には、ぼーっと薄明かりがさしていた。僕の訪ねてきたのは、とりも直さず、あの高窓の内に潜んでいる人物だったのである。あの明かり窓の内部には、深夜の市長が、 上等で起こった殺人事件の証拠物件を彼の手紙と共に届けるようにと命じたところの不思議な科学者、早見林太郎が住んでいるはずだった。そして実践スタンド、ブレーキの握手に酔いしれた妖艶な豊島女の二の腕に書きつけておいた機械なる案内図は、今目の前にそびえ立つこの口頭の所在を教えた者に他ならなかった。 僕はもう春巡するところなく塔の真下に見える入り口へ突進した。扉は軽く押しただけでギーッと内側へ開いた。内部は十坪ほどの広さであった。中央部には傾斜の急な螺旋階段がぐるぐると上に伸びていた。だから天井の真ん中がちょうど人間の通るだけの大きさに丸く切り抜いてあった。 階段の下に立って、冷たい真鍮の欄干に手をかけながら、垂直に上を仰いでみると、途中は石炭を詰めたように真っ黒黒としていた。ただ、遥かに高いところに、ぽーっと丸い輪郭を持った明かりが見えるのが、きっと早見林太郎のいるフラットであろう。金属板の張ってある階段を僕はコトンコトンと一段一段登っていった。 辺りの壁にチャ、ちゃーん、ちゃーんと、不気味な反響を立てながら、何階まで登ったのかは知らないが、ついに僕は、薄明かりのするフラットの穴をくぐって、最上の室に頭を出した。ああ僕は予期していたものの、完全に開けた雑然たる狭い部屋のうちに、後ろ向きになったまま、 黙々として妙な機械の中を覗いている人物を発見して少なからず驚いた。その人物こそ尋ねる早見倫太郎氏に違いないのだ。僕が階段を踏み鳴らしながらその部屋のリノリウムの床の上にとんと足を乗せたのにもかかわらず、かの早見氏は微動だにしなかった。まさか機械に向かって立ちながら居眠りをしているわけでもある前に、 どうしてこの侵入者の気配を感じて、後ろへ振り向かないのか、僕には大層不審だった。こんばんはそのまま黙って背後に立ち尽くしているわけにもいかないで、僕は部屋の主人公に静かに声をかけた。ところがその主人公は、うんともすんとも返事を発しなかった。僕はそのまましばらく突っ立っていた。 そのうちに主人公の用事が済むだろうと思って。だが、その予想はなかなか的中しなかった。主人公は依然として機械台に食いついているように、一向離れる気配が見えなかった。僕は少し恐ろしくなってきた。何かしら目に見えない怪しい糸が僕の全身をぐるぐると締めつけているようですこぶる不気味だった。 えええ、こんばんは。たまらなくなって、僕は前より少し大きい声で、怒鳴るような調子で挨拶した。C の壁がわわんと吠えた。その時初めて、前鏡になっている主人公の肩先が、ピリピリと震えたように思った。ああ。と、奇妙にかすれた声が、 機械台の前から響いてきた。見たところまだ若いらしいのに、それはまるで七八十の老人のような声だった。あ,あどうですか外の気温は。え僕はこの不意の鬼門に面食った。つまり、その、 今夜は昨夜に比べて暖かいですか、えー、寒いですかねさあ、それは。と、僕が目をパチクリして答えに詰まっていると、早見林太郎氏はやおら腰を伸ばしてツーンと立った。しかし、見れば気の毒なくらい脊柱が曲がり、早く言えば著しい猫背だった。 その時五色ぐらいの薄明かりに初めて彼の顔を静止したが、それはヘチマのように長い顔だった。明かりのせいもあるであろうが、顔色は黄壇ではないかと思われるほど真っ黄色だった。鼻は細根の乾かし大根を思わせるように痩せて光らびていた。下まぶたはだらりと垂れて、ハケで描いたように幅の広い黒いクマができていた。 しかし、小さい黒目を持った量の眼球だけは、なんとなく軽々たる光を放っていた。寒暖計だとか、湿度計だとかいう機械で測るよりは、人間の感覚でスイッチする方が、本当のデータを言い表すことをご存知でしょうね。つまりそれで僕は知りたいんですよ。昨夜と今夜との外気の温度の比較をね。 そうですね。今夜の方が昨夜より少しばかり寒いように思いますよ。と言った。途端に僕は昨夜の事件をまた新たに思い出して立然とした。ああ、それで決まりました。と、早見林太郎は大きなジェスチャーをしながら。実は、そいつがわからないと。 二分十六秒ばかりの大きな誤差が出てきて答えを決めかねるのでした。いや、なるほど。こう書いてくると、いかにも早見氏は僕の顔を睨みながら、独特として口を聞いているように感じるであろうけれども、本当のことを言えば、早見氏は僕が部屋に入った時から、ただの一度も僕の顔を見ようとはしないのだった。 いつもそっぽを向いて話しかけたり、感心したりするのだった。それは、この変質な科学者の癖として仕方がないと我慢ができるが、さっきからだんだんと我慢のなりかねるのは、僕がこの早見林太郎を訪問したその真の目的だった。それは昨夜、事件の現場で拾った懐中時計と、三枚の十千日蹴る貨幣と返却してもらうことだった。 このような調子だとすると、おそらくこの科学者は、例の虎御膳が届けたであろうところのその物件について、手に触れるどころか考えようとさえしたことがないに違いない。もし、早見林太郎さん。と、ごそごそ狭い部屋の中を、動物園の狼のように歩き回る怪盗の主に呼びかけた。 実は、あの、何というか、ブレーキに入り浸って叫びたりになっている女の人。あ,あそれは岡田おてるのことだ。と、早見は早口に言った。岡田おてるさんと言うんですか。そのおてるさんが、あなたにお届けしたはずの懐中時計と十千玉と、返しにいただきに参ったんですが。ああ、あれ あれならもう用は済んだ。そこの机の上に乗っているから持って行きたまえ。と、早見氏はくびれたような長い矢後の先で書物のうず高く積まれた片隅にある机の方を刺した。なるほど。積まれた本と本との間のごく狭い空き地に、ボロ切れを下に敷いて見覚えのある時計とニッケルカヘイトがちょんと乗っていた。 用が済んだとおっしゃると、何の手がかりもなかったんですかそう,う、ちょうどいい、朝間君くん。と、海科学者はなれなれしく僕の名前を呼び、今の君の答えで求むる結果はうまく出たんだからえ、君、一つ深夜の市長に僕の書く手紙を持って行ってくれないかね それを聞いて僕は口の中であっと叫んだ。一つは出し抜けに僕の名前を呼ばれたのにも驚いた。が、それよりも大きな驚きは僕に尋ねた無意味だとしか思われない質問が実は僕の例の事件を解くためにされたらしいことだった。その様子だとすると僕がこの部屋に入ってくる前に早見林太郎はあの二つの証拠物件からして 犯罪事件に関する回答を一生懸命計算していたのに違いない。もうあの事件の謎は解けたんですかそれならどうか教えてください。そう言うと、早見林太郎は腕を後ろに組んで往復運動を続けながら大きく頷いて。回答は至極簡単である。例の殺された男は、 昨日の午後7時51分30秒に、あの懐中時計を狂わせる原因を得ている。それが答えだ。それが答えそこのところを決めかねていた。ごくわずかの景気の誤差だけれど、それを君の話によってチェックしないで計算すると、その時刻が午後7時49分14秒と出るんだ。 そいつは相当大きな誤差だ。君が来たんでちょうどうまく補正ができた。と言って、その面上にかすかに喜びの色を浮かべた。今手紙を書くから待っていてくれたまえ。早見氏はちょこちょこと机の前に走り寄った。そして屋庭にそこに積んであった書籍を どんどん床の上に落とした。そしてその後にできた空き地の上へ、雑誌のページを一枚引きちぎって、その上へ何かスラスラとしたためた。その暇に僕は何気なく、先国から早見氏が覗き込んでいた機械の前に立ち、そこに出ている雪眼鏡らしいものの上に目を持っていった。あ、<laughs> これは。と、 僕はもう少しで大声を上げるところだった。そのレンズの底には、真昼のように明るい死骸がありありと映っていた。さっき円卓から降りた時に眺めたと同じく、T 駅や、その前の広場や、それから丸ビルの方まで、実に明瞭に映っているのだった。しかしそれは、決して昼間の風景ではなかった。なぜなら、T 駅の入り口には、 人間一人いなかったからである。と言って、これは何も写真や絵はがきのような固定した風景でもなかった。それはなぜかというのに、T 駅の口頭の上の時計は、今午前2時35分を指し、確かに正しい現在の時刻を表していたし、その上に今、駅の前に一陣の突風がさささと吹いているのであると見え、そこに植わっている鈴鹿の木の小枝が、 風のまにまにゆらゆらと動いているのさえ認められた。そうしてみると、これは決して写真などではなく、たった今の T 駅前の風景である。しかし不審なのは、今は午前2時半を過ぎて、殿もは真の闇に包まれているはずなのに、この複雑な覗き眼鏡のような機械で見ると、まるで昼間のように明るく見えるのであった。ああ、浅間君 と、早見氏が僕に声をかけた。しまった、と思って振り返ると、氏は書き終えたらしい手紙を四角な封筒に入れ、その端の糊をなめなめ封をしているところだった。覗くのは一向構わないが、そこらにあるダイヤルやハンドルなどに手を触れないように注意してくれたまえ。はあ、わかりました。どうもすみません。 と、僕は謝っておいて。ここに映っているのは何でしょうか ?T 駅前の広場には違いありませんが、夜間だか昼間だかわかりませんね。もちろん、それは現在ただいまの光景が映っているんだから、深夜の景色に違いない。ただし、この機械は暗式といって、暗くても明るく見えるテレビジョン装置なんだ。これで見ていると、 深夜とて真昼のように見えるんだ。ほう。と、僕は共闘するより他なかった。で、あなたはこの機会でいつも何を覗いているんですか何かはっきりした目的でもあるんですかそんなことは答えるまでもないことじゃないか。そんなことはどうでもいい。 早くこれを深夜の市長のところへ届けてくれたまえな。早見林太郎は、急に不機嫌を露骨に表に表して、僕の前に四角な封筒を差し出した。六。入る時よりは数頭楽々と、丸の内の第十三号館の表に出た。 今、早見倫太郎から言づかった手紙を、深夜の市長のところへ持って行くのが本来だったけれど、冷たい風の吹く暗い往来へ出てみると、急に行くのが億劫になってきた。考えてみると、今日は一日勤め先で、かなり運動のつく仕事をし、頭の疲れる仕事をした。その上、麻雀も何回もやったし、真相に及んでは、おてるという酔っ払いの虎御前に引きずり回され、 それから、ただいまのようなわけで、城郭のような建物の中へ忍び行ったり、高い塔によじ登って、海科学者と押し問答をやったりして、随分まめに動き回った。どう考えてみたって、これで疲れなかったり、億っがらなかったなら、人間じゃない、化け物である。おまけに今夜はいつもの習慣によって、夜の小睡眠もとっていない。こんなことでは、 今に体を壊すに決まっている。今夜はこれくらいにして、早々家へ帰って眠るにしかず、だと思った。だから深夜の市長への伝達は明日、と言っても、本当はもうすでに今日の両分に入っているが、にしようと決心した。それでまた元の丸ビル前まで出て、ちょうどそこへ流してきた円卓を呼び止めると、 浅草まで五十銭で行くように交渉して、その中へ乗り込んだ。深々としたクッションの中に身を埋めながら、窓越しに寝静まっている T 駅を望んだ刹那、僕は忘れていたことを突然思い出して、にわかに不安の念に駆られた。それはあの丸の内十三号館の階盗の上に仕掛けられた暗式の中を覗き込んでいる海科学者、早見林太郎の黄色な顔のことであった。 このまま我が家へ帰れると思うと、僕は急に気が緩み、車上にトロトロと眠ってしまった。旦那、どの辺まで参りますかと、突然声をかけられて、僕ははっと目覚めた。途端にクシンと大きな臭みが一つ出た。はっきりしない目をこすりながら、外を見てみると、何のことだ。円卓は、 ちょうど都合の良い吉野町通りへ滑り込んだところだったので、慌てて大声を上げ、車を止めさせた。外へ出た表紙に、また臭みが立て続けに二つも出た。三月の末だというのに、いよいよこれは風をひいたかな、と苦笑しながら通りを左に曲がった。懐かしい、というほどでもないが、我が家は、 その先をもう一つ右へ曲がったところにあるのだった。重い靴をぞろぞろ歩道の上に引きずりながら我が家の前に帰ってきたとき僕は、おやと叫んでその場に歩みを止めた。それは隣の空き家の中にちらりと明かりが見えたように思ったからだった。空き家の中に明かりがあるなんてこいつは怪しいと思いもう一度よく見てやろうと 目をこすりこすり顎を突き出して幾度も見直したが、今度は少しも明かりらしいものが見えなかった。寝ぼけまなこのせいかしら、と、それでも気厳に思いながら、我が家の締まりを外して中に入った。伝統をつけてみたが、留守中、別に異常はあった様子もない。まず安心と思い、それから、持って帰った証拠物件を包んだボロ布の包みを、 本箱の書物の空きケースの中に押し込み、また元のように書棚に入れておいた。それが済むと、早々寝巻きに着替えたが、なんだか妙に気になって仕方がない。そこで勝手元へ立って、揚げ板をしばらく眺めているうちに、一つ妙案が浮かんできた。そこでまた今へ引き返すと、そこにあった茶舞台を抱えて、勝手元の揚げ板の上に置いた。 それからまた引き返して、今度は長火鉢を縁やらやっと抱え上げ、うんうん言いながら、これもまた勝手元の揚げ板の上に置いた。その次には、夜間を下げて行って長火鉢の上にかけた。それから書斎の襖を開けて、そこに積み上げてあった重い原書や百科事典や、それから新青年、プロフィール、探偵文学、月刊探偵、 などという古雑誌までを幾度も両手に抱えて、茶舞台の上にだんだん重ねていった。そして最後に、その積み上げた本の上に、愛憎のギターをそっと置いて、この土木工事は終わった。こうしておけば、もう大丈夫である。もしや林家に何者かが忍び入り、床下を潜ってこの勝手元の揚げ板を下から押し上げようとしても、 上には長火鉢や夜間や、ちゃぶ台や古雑誌などがずっしりと乗っていて、ちょっとやそっとでは持ち上がらない。なおそれでも頑張って下からごとごと押し上げていると、上に乗っているギターが徐々に傾いて、やがて一大音響と共に板の間に転落する。そうすると、いかに寝坊の僕でも必ず目を覚ますに違いない。これで僕は今夜、 枕を多うして眠られると喜んだ。寝床へ入ってうとうとすると、夢心地に誰かしくしくと鳴き声を立てているのが耳に入った。おやと思って床を蹴って起き上がった。それからなおも聞き耳を立ててみたが、その後は一向に鳴き声が聞こえない。どうも変な日だなことによると。 昨べからあまり神経を使いすぎているので、急性神経衰弱症というのにでもなったんじゃあるまいか。と思った。だが、もうその後は泣き声が聞こえないとわかると、また急に眠たくなってきた。こんなに眠くなるようでは、神経衰弱症もおかしいぞ、と思いながら、再び寝床の中にズルズルと潜り込んだ。そこまでは覚えているが、あとは少しも記憶がない。 どのくらい眠ったのか自分にはよくわからなかったが何かの物音に目を覚まし薄目を開いてみると眩しいばかりに朝日がさしていた天気がいいにしてもあまりに明るすぎると思って本格的に両目を開いてみると何のことだ閉めておいたと思った窓の雨戸がすっかり開いていて障子の上には赤々と朝日が照り生えているのだったこれは不思議 と、床の中でハッと顔色を変えた瞬間、障子のそばへ、絹ずれの音も高く現れたのは、若い女の立ち姿。いや、その時くらい驚いたことはない。いつの間にやら自分の家の中に、若い女が入り込んでいたのである。昨夜は確か確室、というほどのものでもないが、ちゃんと見回り、人気のないのを見定めた上、床に着いたのだったが、 おや、もう目が覚めたのもっと寝ていなくていいのニヤニヤと笑いながらこっちへ向いた女は、誰やろう、虎御前こと、岡田オテルだったのには、二重に驚いた。やったな。と思って、敷居越しに勝手元を覗き込むと、揚げ板の上には、長火鉢だの、茶舞台だの、古雑誌だの、ギターまでが、 物々しく積み重なっている。完全に昨夜のままの光景である。するとこいつは妙な理屈になってきた。締まりのあるところからは絶対に入れない上に、勝手元の揚げ板の下からも絶対に入った形跡がないことになる。この入り口のない家の中へ、ホテルはどこから潜り込んできたのだろう。こんな機械なことはなかった。機械だと思うと、 明るく障子を照らしている太陽の光が、かえって大変恐ろしく感じられたのだった。うわ、雨戸をもう一度立ててくれ。と、叫びたいような気持ちに襲われた。ホテルはこっちの恐怖にも一向気づかぬらしく、無遠慮に僕の寝床の方に寄ってきた。君は、なんだってまた僕のところへやってきたんだ うーんそれより君は、どこから僕の家へ潜り込んだんださあ、それから言いたまえ。と、睨めつけると、ホテルは酒の気のない黄色な顔をずっと前の方に寄せてきて。そうたびたび床の下など誰が潜るもんですか第一潜ってきたって、あれじゃ入れないじゃないの。と、 揚げ板の上の一件を大行に指差し。表の塔を開けて入ってきたんですよ、だ。なんですね。あなたもだらしがない。昨夜帰ってきて閉じまりもしないで、きっとぐでんぐでんに酔っ払って帰ってきたんでしょう何のことだ。表の掛け金をかけることを忘れていたのか。あまりの疲労と眠さについ忘れてしまったのであろう。 なんだ。それならばおテルに限らず、誰でも表から入って来られたであろう。だが、まだ変なことが残っていた。昨夜隣の戸の隙間から見た投影と、それから後になって、ふと耳に入った泣き声は、どう解釈したならばいいのであろうか。それをおテルに尋ねてみると、彼女は大きな体をぐっとくねらせ、臨家に接した壁の方を、 にくしげに睨みつけていった。嫌に小生意気な女ですよ。どうせまともな女じゃないわ。あんな夜更けに引っ越してくるなんて、つまり夜逃げをしてきたわけなのよ。そう言っておてるは軽別の色を浮かべ、臨家の方に向かって二重顎をしゃくった。引っ越し、するととにかく、 その隙間からチラチラした投影も、女の泣き声の正体も分かったというものだが、そんなに遅く引っ越してきた女とは、一体何者であろうか。昨夜おてるの話では、隣は畳を剥いであったというのに、昨夜遅く越してきた林家の女は、夜逃げをしてきたにしろ、一体何の上に眠ったことであろうか。僕はまだ見ないけれど、その女の身の上に、 痛く同情を禁じ得なかった。それであんたと、ホテルは急に気まじめな顔つきになって、僕の体を布団の上からついた。あんたは昨夜、リンタさんから手紙かなんか預かりやしなかったああ、そんな用事かと僕は安心した。 うん。預かっていたとしたら、どうしようというのかね。預かってきたんなら、どうして昨夜のうちに深夜の市長さんに渡さなかったのあの方に頼まれて、そんなに統制を乱したのはあんたが初めてだわ。いけないじゃありませんか。深夜の市長さん、随分お待ちかねだったのよ。なんだ、そんなことか。僕は今夜市長に渡すつもりだったが、 もっとも、リンタさんともあろう者があんたのような人に頼んだのもそりゃあよくなかったんだけれど。しかし、これだけは市長さんのことづけですから、ちゃんとあんたに通じておくけれど、警察ではあんたのことをしきりに探しているそうだから、注意をしていろ、だってさ。聞いているのあんた。ねえ、よくって注意をしていろというのが分かったおう、警察の手が。 僕の上にね。僕はそれを聞いて、全身に水を浴びせかけられたように思ったのである。こいつはいよいよ、勤め先をしくじるかな。ねえ、おテルさん。僕は至急に深夜の市長さんに会いたいんだけれど、亀戸のあそこのところにいなさるだろうかな。うーん。と言って、 ホテルはこめかみのあたりを指先でぎゅっと押しながら、さっとかぶりを振った。じゃあ、どこへ行けば会えるダメダメ。昼間はダメよ。どこにいらっしゃるか誰も知っているものなんかないわ。何昼間は所在が知れないというのかと、僕は問い返した。 一体あの深夜の市長という人はどんな素性の人なのかいまあ、昨夜も私にそんなことを聞いたじゃないの。答えは同じことよ。そんなに知りたければ自分でもって尋ねてみるといいわ。話してくれるかね話しちゃくれないわ。女は妙に震えた声で、 まるで歌でも歌うようにそれを言った。寝床の中から一向におかしくない掛け合い話をしているうちに思わず時間が過ぎた。僕は驚いて、ホテルに部屋から一時退いてもらうと寝床からぴょんと起き上がった。それから大急ぎで洗面をして洋服に着替えた。そして帽子を掴んで玄関に飛び出そうとすると、ああ、 あんたご飯を食べて行かないのと、オテルは僕を呼び止めた。振り返ってみると、いつの間にか僕の万年床がきれいに片付いていて、畳の上が広々としていた。僕はなぜかこの時、昨夜実践スタンドブレーキで見かけた何とか言った女の子のことを思い出した。あの子はこのオテルの産んだ子供なのであろうが、年齢のせいとはいえ、 この馬鹿に世帯いじみた女の気持ちを発見して、おそらくアルコールの毛のない時は、この女はいかにも善良であり、あの育ち損なったような女の子も、さぞかしこの母親から愛伏せられていることであろうと、ふとそんなことを思った。もう時間が遅いんで、食べている暇がないんだ。それに、米も、それから味噌もあいにく切らしているんでね。 女はそうかそうかという風うにわざとひょうきんな面を作って頷いた。それから今夜はきっとあの人にあの報告を渡す。こいつは表の鍵だ。後で閉めて預かっといてくれ。ブレーキでまた会おうぜ。そう言い捨てて僕は外に飛び出した。なんだか急にほがらかになったような気持ちだった。僕は後ろを振り返ってみた。 すると、隣の家の格子窓から、すごい引き眉毛をした、やっと肩上げの取れたばかりのような若い女が、巻きたばを口に加えて、こっちを見ていた。そしてぱったり僕と視線を合わすと、彼女はぴしゃりと障子を閉めてしまった。一体彼女は何者だろう。まるでネズミのように、ちょろちょろ出たり引っ込んだりする。一方、ホテルの方を見ると、 彼女は玄関の上がり花に太い体を丸く曲げてこっちを見守っていたが、にっと笑ってから片方の手をあたりにはばかるようにそっと振ってみせた。七。狭い路地を抜けて灰色の空の下にある大通りまで出ると、僕はもううちに残してきた豊島女おてるのことも、 昨夜隣に越してきたすごい引き眉毛の様相少女のことも共にすっかり忘れてしまわねばならなかった。なぜなら時計は午前9時を15分ほども回り役所の出勤門限はもう間近に迫っていた。残り少ない時間のうちにどんな手段によって出勤簿の前に到着するかということが目下の一大問題だったのである。 円卓来い。円卓来い。それも36年型の素晴らしいやつよ。来い来い。車体の道中に天魔のような羽が生えているやつなら、5円ぐらい投げ出してもいいぞ。ところが意地悪く出来上がっているもので、いつもの朝とはこと違い、いくら待っても円卓の姿が一台も現れてこない。イライラしているうちに、時計は馬鹿正直にまた5分ほど回った。 旦那、安く行きましょう。不意に横丁から一台の円卓が飛び出してきた。円卓はいいが、ボロボロの生き残り車だ。誰が乗るものか、と思ったものの、他のを待てば、いつになったら現れるか分かったものではない。仕方がない。これが今日の運勢なんだろう。諦めが肝心だ。おい。 おじさん、この車でも走るかい走るかいとは腹が立つね。走り方が気に入らなかったら銭は要りませんや。よし。それでは、僕を乗せてちょっと走ってみてくれ。お足はその上で決めるよ。ほら、向こうへ走るんだ。驚いたことに、そのボロ車の走ることったらなかった。 車は一大音響を上げて上下左右へ跳ね上がり、僕はシートに座っているのか、それとも空間にチューブラリンになっているのか、いずれとも半じかねた。ついに僕は肝を潰して叫んだ。もっと遅くともいいぞ。霞ヶ関まで一両でやってくれ。一両はいらねえ。四巻でたくさんだ。 しかしよく覚えておいて下せよ。円卓は古いほどよく走るもんだってこと。車のおかげで僕は奇跡的に役所の門に着くことができた。運転手に一両渡したが、かのおじさんは六十銭を僕に返して公然と反り返った。あっしらの仲間には欲張りや不正直な奴なんか一人もないんでさ。だが、 年がいもなくすっ飛ばしたことについちゃ、今夜お目玉を頂戴するかもしれねえが。僕はその言葉をちょっと聞きとがめた。お目玉をもらうって誰からかねああ、お前さん方の知ったこっちゃないよ。ふん。 僕は言おうか言うまいかと逡巡しながらもついに言った。こっちから教えてやろうかそれは深夜の市長のことだろうええ、?50 近いその運転手は見るも気の毒なくらい驚き慌ててハンドルを力いっぱいに回すと車体をぐるっと回して大通りの方へ逃げ出した。深夜の市長。 実に機械な存在だ。家屋表もついていないような穴らに潜み、何か事件が起こるとすぐ中心してくるものがあり、そうかと思えば、早見のような風変わりの町の科学者を駆使し、色っぽいホテルのような女にあがめられ、そして僕のようなものを救うという不思議な人物。そしてまた今、運転手から尊敬の言葉を聞き、彼らの仲間が、 かなり善良に統制されていることを知った。深夜の市長とは、そうした風に顔の広いため立て祀られた単純なるあだ名なのであろうかそれとも何かもっと大きな実力を持っていて、深夜の T 氏において何か陰謀でも巡らしている怪人物なのであろうかもしそうなれば、職権上、そのまま感化し難いところである。 せっかく早い車を買って帝国にうまく滑り込みながらも、花道で飛んだ思い入れたくさんの芝居を演じたため、はっと気がついて出勤簿の前に駆けつけた時には、ほんの今少し前、庶務の休止が集めて持って行ったところだと聞かされた。顔が売れていればそうでもないのだろうが、新参者の悲しさで仕方がない。僕はまたはは息を切りながら、 暗い長廊下を駆け出して、大きな出勤棒を抱えてゆく、チンピラ休止の後を、一生懸命に追わねばならなかった。そ知らぬ顔をして部屋に入ると、一緒に入った新米連中が一人一人呼び出されて、主任からその日の仕事を与えられているところだった。その日の僕の仕事は、終日、和紙を閉じた分厚い書類を読破することであった。 僕はガランと広い部屋の片隅に席を取って書類綴りの表紙を開いた。すっかり春らしくなり、和やかな日差しがポカポカと背中に当たって睡眠不足の僕を意地悪く盛んに挑発する。ページを送ってゆくうちに毛筆で書いてあるかなり大きい字がぼーっと溶け崩れ始めて、僕はあまりの眠さにとうとうこらえられなくなった。 急に大きな音がして、重い扉が閉まったので、僕ははっと気がついた。手のひらで素早く口のあたりを拭うと、自分が眠っていないことを囚人に知らせるために、わざと大げさに書類のページをめくろうとした刹那、顔から火の出るような思いをした。書類のまんまん中に、ガラス玉を乗せたように、大きなよだれの玉ができていたのである。あまりに恥ずかしくて、 途端に眠気がスーッと本当に抜けてしまった。どうも司会と市長との中にも困ったもんだね。と、僕の背後で太い銅間声を上げたのは、自席検事の仮金構造師だった。全くですよ。市議の方も今度は足並みが揃っていませんが、あれでどうしようというんですかね。と、 合図値を売ったのは、主任初期の鴨志田ダ万一氏だった。しかし、僕は司会と市長との対立に、ただならぬ殺気を感じるよ。これが昔の午前試合の立ち合いででもあったら、横から出て行って立ち合いを中止させたいところだ。手に真剣を持っていなくて、木刀だけの伺い合いでも、その場で人命に関わるような試合もあるからね。 そうだ。君のクラスメイトかなんかが、市長のそばで働いているとか言ったが、あれは誰だったい助役をしていますが、中谷十字です。注意したがいいな。と、ぼんやりした意味の言葉を言い捨てて、仮金自石権時は沈黙した。 新聞紙の他の面を広げるらしい紙音が続いて僕の背後で起こった。秘密にしておいた僕の勤め先も、どうやらこの辺で尻が割れそうになったから、もう観念して、いっそのことはっきりぶちまけておくが、実は僕、すなわち浅間新十郎のことは、10日ほど前の官報を見てくださればよくわかるが、司法官司法という役柄に採用されたのだった。その司法というのは、 検事とか判事とかの卵みたいなものであって、これから司法として修行を積んだ後、検事になるか、判事になるか、どっちかに方向を定め、それから定期的に行われる試験を受ける順序になっていた。その試験に及第すれば、そこで初めて一人前の司法官になれるわけだった。僕は飢餓や聖事なるペンネームで探偵小説を書いていたため、 それで司法官を志願したというわけではなく、ただなんとなく、あの高い台の上に並んで、思う存分事件を裁いてみたいと思ったからである。僕がこの畑に入った理由は、言うのも恥ずかしいことながら、嘘にも本当にも、そのようなふらふらした考えだけだった。 さてその日の勤めも、居眠りとよだれの玉をこしらえたぐらいのことで、まず大した失策もなくて勤め終わった。体調時刻が来ると、僕は帽子とコートをつかむが早いか、ダットのようにと言いたいぐらい素早く門外に走り出た。まごまごしていると、また昨日のように呼び戻されて、麻雀のお相手をさせられる恐れがあった。何しろ今夜はできるだけ早く、 深夜の市長に会って、早見林太郎から預かっている手紙を渡さねばならなかった。その上千夜の事件以来、どうも現場に居合わせた自分の身が不安でならないので、その安全策について、神のような洞察力を持った深夜の市長に教えを請う必要が感じられたからのことだった。深夜の市長の姿を見るには、 夜の帳が完全に降りた後でないと絶対にダメであるというのがホテルの話だった。僕は銀座近くのビルディングの高い場所にあるレストランで夕食後の飲み物を幾度となく追加注文しながら日の暮れるのを待った。暑いネズミ色の曇り空を通して父たる冷やしを感じては一人イライラした。やがてのこと。 俯瞰している t 氏のあっちにもこっちにも桃色のネオンサインがだんだん浮き上がってきた。そしてその間を待望の夜の闇が静かに薄墨色の翼を広げていった。夜だ。夜だ。ついにまた夜の t 氏が巡ってきたのだった。僕はテーブルの前から随分長い尻をあげた。僕は なんとなく脱獄衆のような素振りになるのを自分でも苦笑しながら、密かに夜の上等の一角に紛れ込んだ。幸いに微行者もない様子で、ほっと胸をなでおろしながら、深夜の市長の住む洞窟の方に急いだ。洞窟の方へ曲がる角のところには、盲石工場の高い塀がそびえている。そこを何気なく折れ曲がって、そこで前方を見た僕は、 はっと胸を疲かれたように感じた。これは何事であろうか。洞窟の方から、今しも大時代な提灯の火が三つ四つ、暗闇の中にぶらりぶらりと揺れながら、こっちへやってくるところであった。はてな。僕は驚いた。顔でも見られては大変と、アスカのように身を踊らせて、反対側の軒下に身を潜め、 一行をやり過ごしつつ、それとなく様子を伺った。それは実に立派な服装をした人たちだった。どうやら一行の大将は、二人目にいた襟にカワウソの毛皮をつけた、修習なる立派なインバネスを着た代表肥満の人物らしかった。前後に続く人物、これまた相当のなりをした人物で和服が多かった。まず警官や刑事でないのは、 自分にとって何よりのことだった。一向の遠ざかるのを待って、僕は入れ替わりに洞窟の方へ入っていった。深夜の市長さんと呼ぶと、奥から声があって。おう、おう、先だっての若いのだな。早くこっちへ入れ。 僕は春巡することなく、勝手を知った洞窟の中にごそごそと入り込んだ。奥では市長がニコニコ笑っている。僕はまず気になることを真っ先に聞いた。今出て行った提灯の連中は何者ですか立派ななりをしていたが、まさかここまで入ってきたわけじゃないでしょうね。うん、うん。と、老人は例の癖で、 親指と人差し指とで小鼻を先の方へツーンとつまみながら。いや、わしのところへやってきたんだよ。どうだこんな汚いところに住むのをやめないか年寄りの体には持ってこいの、その上便利この上もないというアパートがあるから、そっちへ引っ越しをせんかもし引っ越しをするなら、部屋代を無料にした上、三色をタダで賄うようにしてやるから。 行く気はないかなどと大層なことを抜かしやがった。ああ、それは願ってもない幸いじゃないですか。失礼だが、年齢を考えると、行って厄介になった方がいいですよ。馬鹿を言え、お前も思いのほかトンチキだな。誰が行ってやるものかい。と、老人は意気健康として叫んだ。 一体、あれは何者です何とか委員と言うんだろうが、あのだるまのように太っていた奴が、有名な市会議員の道坂三郎という人物だ。え道坂三郎僕は少なからず驚いた。道坂三郎といえば、今は市会議長の後側に着せられている人物で、 その実力は、計るべからざるものとされている。ただ商売が、去る大遊郭の持ち主であるため、実力は十分にありながら、むしろ姿勢の表面にはあまり出たがらなかったのであるが、近年どう悟ったものか、従来の消極主義を捨てて積極主義に転向し、しかもかなり目に余るほどの振る舞いが見えてきた。またそれだけに、彼の門を叩き、 その幕下に派せ参ずる者も,も増加し、その方面では、すごい辛抱があるという人物だった。そのような人物が、この汚い洞窟をわざわざ覗きに来るなんて、全く意味がわからない。市議の大立物たる道坂三郎が訪ねて来るなんて、変ですね。何変でもないよ。こっちは深夜の市長さんだから。 市議が来ても大して不思議じゃないじゃないか。<laughs> あなたは深夜の市長。そうでしたね。<laughs> 変にわしの機嫌を取ったりしやがって、本当にあいつは嫌な野郎だよ。<laughs> 洞窟の中は、時ならぬ強制のために、わんわんと反響した。 深夜の市長は笑い疲れたものか、洞窟の中にゴロリと横になった。僕はこの時、町の科学者と呼ばれる、早見林太郎から預かってきた手紙を取り出して、老人に手渡した。ほう。と言って、深夜の市長は身を起こした。なんだ、お前が持ってきたのか。道理で手間取ると思ったよ。 軽く小言を言いながら、老人はしごく機嫌よく、天井に隠した電灯をつけながら、その下で封を切って読み出した。なるほど。さすがは林太郎だ。これなら間違いなしの答えだ。三月二十九日午後七時五十一分三十秒に、あの時計を狂わせる原因を得ていると言うんだな。よし。 それでは早速出かけるとしよう。出かけるって、どこへ行くんですかその前に、どうして町の科学者がそんな答えを出したんですか僕に説明してください。どうして答えが出たなんてこと、今喋っている暇はない。そんなことは林太郎から聞いたらいいだろうそれよりも、例の事件を早く解決しなければならないんだ。 そうだ、ちょうどいい。お前さんも一緒に来て手伝ってくれないかえそれではこれから出かけて、29日の夜の殺人事件の謎を解こうと言うんですか僕は深夜の市長の毅然たる表を見上げていった。それなら、こっちからお願いします。連れてってください。うん。 そうしてもらいたい。その代わり、ダチンとして、途中で面白い話を聞かせてやる。一昨夜油倉庫の火事があったことを知っているだろうあの火事も、一通りの火事とはわけが違うという話だ。どうだこれなら面白いだろうああ、あの夜の火事が曰くつきなんですか。そうとも、そうとも。 新聞には出ていないが、あの火事場に半焼けになった人間の片腕が転がっていたんだ。ほう、片腕がですかうん。ところが、その片腕を拾おうとすると、何のことだ。どこに行ったか、影も形も見えなくなっていたというんだ。焼け防くいかなんかが人間の片腕に見えたんでしょうか そういう解釈もあるね。何しろ油倉庫にいた人たちの中には、行方不明者なんか一人もおらないし、それに、それに付近にいたルンペンどもの頭数もちゃんと揃っていた。だから目の誤りだという解釈もあるが、しかし見た男は確かにそこに片腕が転がっていたと保証するんだ。それが本当なら変な話じゃないかさあ、その後歩きながら話すとして、 お前さん、人は日先へ外へ出てくれ。そう言って深夜の市長は、洞窟の天井の明かりをパッと消した。9。それから深夜の市長と僕との奇妙な動向が始まった。彼は3月29日、夜の殺人事件を解くのだと称していたが、 何をするのかと思っていると大通りへ出るなりそこに通りかかった空のトラックの方を向いて手を挙げたするとトラックは驚くべき素直さを持って大急ぎでブレーキをかけ僕たちを少し通り過ぎたところで停車したのだった「亀沢町まで頼むよ」と深夜の市長が何か変な手招きをしながら声をかけると 運転手は黙って頷くのであった。だが僕は、その運転手が敬虔な眼差しを持って、深夜の市長に対するのを見逃しはしなかった。僕らはトラックの後ろへよじ登った。向きを変えたトラックが亀沢町へ入り込むと、老人は合図をして車を止めさせた。回り道をさしてすまなかったな。 老人の挨拶は若々しかった。運転手は何か言いたげに唇をもごもご動かしたが、ついに一言も発しなかった。ただ前と同じような、敬虔な眼差しで老人を見送るばかりだった。深夜の市長は、そこに貯立して走りゆくトラックを眺めている僕を促して、どんどん明るい町の方へ引っ張っていった。いよいよやってきたぞ。 と、老人は僕のオーバーを抑えた。ええ。さあ、向こうの角に見えるのが、明治中夜銀行の亀沢支店だ。そこへ行って、支店長を呼んでもらって、なるべく小さな声で、ちょっと用事ができましたから、恐縮ですがお願いいたします、と丁寧に言うんだよ。それから一つ、これを首にかけて行ってくれ。 と言って、深夜の市長は、僕の首に、何か首飾りのようなものをかけてくれた。驚いて手で触ってみると、それは細い黒い紐で、ただ胸に当たるところに、何か鍵のようなものが下がっていた。よくよく見ると、それは美しい翡翠で、風変わりにも、ふと短い鍵の形を彫ってあった。どうやらそれは、 何かの信号を先方へ伝えるものらしく思われた。僕は半信半疑で中夜銀行の扉を押した。銀行の中はまだ酔いのうちのせいか、だいぶん混み合っていた。どこに支店長がいるのかと、僕は帳簿がたくさん並んだ間に点在する銀行員を見回した。すると室の中央に突っ立っていた年配の人物が、こっちを向くや否や、 手招きをしながら、つかつかと高い応接台のところへ出てきた。僕は彼が支店長だなと悟った。ちょっと用事ができまして、お願いしたいと言うんですが。と、おも早い言葉を支店長の耳に囁くと。かしこまりました。ただいま参りますとお伝えを。 支店長は僕の胸に揺らめいている翡翠の鍵に向かって陰銀に挨拶をした。あまりうまくことが運ぶので僕はむしろあっけに取られたほどだった。外へ出てみると深夜の市長は最善の位置でじっと待っていた。誠にお待たせよ。と、裏口から出てきたらしい支店長を見ると、 深夜の市長はニコニコしながら、二三歩近づき。早速ですが、二十九日の午後七時五十一分ごろに、あなたのお店から新しい実践博道家をたくさん受け取っていった男がなかったでしょうかね。はあ実践博道をたくさんに、二十九日の午後七時五十一分でございますかあて、投稿におきましては、 さようなお客様がお見えになりませんでした。そうかね。いや、どうもお忙しいのにすみませんでした。ぶっきらぼうな挨拶をし終わると、深夜の市長は、すぐさま僕のオーバーを引っ張って、また歩き出すように信号した。それは実に妙な光景だった。竜とした支店長と、 汚い服装をした深夜の市長とが相対して変な問答をするところはまるで芝居の舞台を見るような気がした。それにしても例の飾り気ない調子でぶっきらぼうなものの言い方をするのを横から聞いているとこの老人にはどことなくおかしがたい威言が備わっているようであった。深夜の市長のあだ名はその辺から来たのかもしれないが とにかく怪しみてもあまりある人物だと言わなければならない。僕は市長の素性に、ますます深い興味を覚えた。それから老人は、またトラックを呼び止めて、今度は大川を渡って、小伝馬町の支店へ走らせた。そしてまた僕に、同じような使いを指した。須田町支店、上野支店、金杉支店という順序に、 同じような巡礼が続いたが、どこでも同じ質問を発し、そして同じような答えを受け取った。しかし老人は、一向失望する様子もなく、中夜銀行の巡礼を続けるのであった。29日の午後7時51分に、たくさんの実践白道家を受け取っていった男を、一体どこでうまく探し当てることができるのであろうか。 僕が少し疲れを催してきた様子を見たのか、深夜の市長は、自ら進んで、一昨夜、横川町四丁目の油倉庫に起こった火事について語り出した。いいかね火事場に転がっていた右腕というのは、右の腕だったよ。二人ばかり見た奴があったが、どっちの言うこともぴったり合っていたから信用してもいい。 その右腕は倉庫の水道口のところに転がっていて、明るい余人の火を浴びているのが見えたんだが、そこはやはりプスプス燃えている焼け跡の中だから、踏み込んで行っては取れない。何か棒切れはないかというので、二人がちょっと場を外して探しに行った後で、どうなったのか見えなくなってしまったんだ。うまく取り出せば、これはまた面白いことになったが、まことに残念だ。 しかし、その片腕については、もう一つ面白い話がある。その手の指が四本しかなかったんだ。欠けているのは親指だった。この指だ。と言って、深夜の市長は、自分の親指を目の前に出して、ピクピク動かしてみせた後、それを鼻へ持って行って、例の癖をスーッと鮮やかにやってのけた。 親指のない右腕があの火事場に転がっていた。そしていつの間にか見えなくなった。しかも焼け死んだ人間の心当たりはないというんだから面白い話じゃないか。それはまた下に落ちて燃え出したか、それとも別の人が持って行ったか、どっちかでしょうね。と、僕は次第に興奮を感じながら口を挟んだ。 そうだ。そのどっちかだろう。ところが、現場をいくら探しても、右腕の骨は見当たらなかった。もっとも他の骨も見当たらなかったのだ。だから、もともと腕だけが投げ込んであったものか、それとも体全体があって、腕だけ焼け残っていたのかわからないが、とにかく油倉庫の火事のことだ。うまく真ん中のところで焼けると、人骨なんか粉々になって、形をとどめないだろう。 それはこの頃の火葬場のように重油を使って焼いた死体を見るがいい。実によく焼けているからね。あれをもっと火力を強くすることはわけはないんだ。その時人骨は粉々になってしまうだろうと想像するのは、これは容易なことだろうじゃないか。ねえ、君。はあ、そうですね。 いや、思わず演説しちまった。わしは昔、雄弁大会というのを聞いたことがあったんでね。<laughs> 深夜の市長は笑ったが、その笑いは妙なハニカビの響きを持っていた。僕の方は少しも笑うことができなかった。その理由は誰にも分かってくれるだろう。ついに深夜の市長が、 その夜の巡礼に外貨をあげたのは、出発地とは途方もない見当は外れの、T 市の反対側に居するところの、明治中夜銀行、目黒支店だったのである。頭髪を短く刈り込み、色眼鏡をかけた目黒支店長は、屋台寿司の出てくる薄暗い横丁で、大げさに驚きの様子を表しながら、はっきり答えた。よく存じておりますよ。 何しろその時、実にうまくいったのでございます。29日の確か午後7時51分頃もう店をしまうちょっと前のことでございますな。お客様がお見えになりまして、手前の店払い渡しの小切手、99円80銭というのを払い出していらっしゃいましたが、九円80銭だけはニッケル化で、それも新しいのをくれとおっしゃいました。ところが、それより10分ほど前に、別のお客様が見えまして、 紙幣の他に新しいニッケル化を8円ばかり混ぜて預けていらっしゃったのがありました。その前のお客様は新しいニッケルをバラのままお出しになり、それからわざわざ手前の店に備え付けの貨幣を包みます紙がございますが、それをご請求になってご自分でお包みになって預けていらっしゃったのでございます。それが4本の棒包みになりましたが、後のお客様にその4本で8円の他に、 別にバラでございました。一円八十銭を添えまして差し上げましてございます。それは面白いな、と、深夜の市長は、盛んに例の小花を引っ張る癖を繰り返し、繰り返し発揮しながら。つまり、四本の二円棒包みに、バラで一円八十銭のニッケル貨幣を持っていったんですね。どうですその人はどんな風呂をしていましたか 背広服で背は高い方、年齢は三十になるかならずか、色浅黒く、苦み走った無禅、無眼鏡のたくましい男、と、支店長は一つ一つ思い出しながら答えた。何か手に特徴がなかったかねそういった深夜の市長の声は気のせいか少し上ずって聞こえた。 ああ、手です。手です。そうです。忘れておりました。手とおっしゃったので思い出しましたが、そのお客様はニッケル貨幣の棒包みをハンケチの中に丸めておしまいになりましたが、どこか様子が変なので注意して見ていますと、お客様は左手ばかりを使ってハンケチの端を結んでいらっしゃるんです。実に器用なものでしたな。いえ、まだ話がございます。 それから右手の方はどうなすったのかと、それとなく見ていますと、まあどうでしょうか。右手に親指がないのです。つまり、右手は親指なしの四本指なんで。うん。と、老人はうなった。横から聞いていた僕は、深夜の市長が宣告話した、親指のない人間のことを思い出して、ハッとした。 それで、何かね。深夜の市長は乗り出しながら。そのお客様は、右手の四本指を見せまいと気にしていたようだったかな。い,いえ、そんな気配はありません。恥ずかしいとも何とも思っちゃいないようなようでした。大っぴらで四本指を見せていたんだとはてな。 それから、もう一つ聞きたいことは、はじめの方のお客様が、棒包みを作る前に、そのニッケル貨幣はバラバラだったかねそれとも。さあ、それははっきり覚えていませんが、こっと、そうです。何でも、そのお客様は小型のカバンを持っていらっしゃいまして、それを台の陰でお開きになり、それからニッケルを取り出されましたが、 応接台の上に20枚ずつきちんと積み上げたもの私どもの目の前にお並べになりました。つまりバラバラなところは見なかったように思いますが。ああ、それでよくわかった。どうも、支店長さん。いろいろすみませんでした。あとは小切手の番号から、振り出し人と裏書きに書いた4本指の男の名前、それから、 その十分前にニッケルを預けて行った男のことなどが伺いたいんだが、またいずれ後からもう一度来ますから、それまでに調べておいてくださいな。いや、どうもすみませんでしたね。そう言って深夜の市長は何べんも丁寧に頭を下げた。そして僕を促してそこを立ち去ったのである。 どうもお前さんにも散々苦労をかけたが、これで用事はひとまず済んだよ。だが、苦労しただけあって、今夜の話はお前さんにも面白かったろことに四本指の手のことなんかはね。僕は深夜の市長と、目黒の通りを肩を並べて歩みながら、さっきから聞いてみたいと思ったことを、ついに口に出した。 驚きましたね、あなたは。まるで名探偵のようじゃないですか。まさか名探偵の化けたのじゃないでしょうね。はっはっは変なことを一個なしだ。しかし、あなたはどうして29日の夜の事件や銀行を訪ねて回って今の話のようなことを知りたがるんですか 知りたがるのは、わしの道楽なんじゃ。説明しろと言ったって、それ以上説明ができるものかね。だが、あの横丁の殺人事件、油倉庫出火事件、それに今の銀行の話と、都合三つの真相さえ分かれば、お前さんも警察に追っかけられたりする心配がなくなるじゃないか。僕自身のことも大変ありがたいですが、こうして考えてくると、 今の三つの話は、どうやらお互いに関係がありそうですね。そうかもしれないよ。どれ、腹が減ったが、その辺でワンタン屋の屋台でも見つけようじゃないか。ゴン助坂を下れば、どっかに店が出ているぜ。おおひどく冷えてきやがった。深夜の市長は寒そうに、鼻をむやみにこすった。 ちょうどその時のことだった。一台の空円卓がすれ違いそうになったが、急ブレーキをかけて、はたと僕らのそばに止まった。もし。と、運転手は老人の方に声をかけた。老人は臆する景色もなく、顔をその円卓の方へ向けた。もうお聞き及びでござんしたら、お許しをこもります。 先国より大変お探し申しているようでござります。お帰りなら、この車がお供いたしとうござんす。いかがでほう、探しているってと、深夜の市長は、ニヤニヤ笑いながら車に近づき。どこだ川の向こうか詳しいことは存じませんが。 手前は川の向こうでことかりましてござんす。どうぞ、お乗りを。何か事件ができたらしいな。では乗せてもらおう。どうだね、お前さんも一緒に乗らんかな。と、深夜の市長は僕の方を振り返った。い,いえ、僕はこの辺で失礼させていただきます。実を言うと、 その頃僕は深夜の主張疲れをしていた。最初はただのルンペン親父だと思って気軽に付き合っていたが、その後彼の後についていくと、あちらからもこちらからも大時代めいた丁寧な言葉で挨拶される。そういうところを見ていると僕はなんだか急に肩のこりを覚えてきたのだった。深夜の主張に聞きたいことはたくさんあったが、精神的鬱血が、 僕を彼から引き離した。僕は帽子を取って挨拶をした。ではごきげん、ご機嫌よ。運転手の横に腰を下ろしていた老人は、ニヤニヤと笑って、また一つ小鼻をツーと前へ引っ張った。十。 目黒の薄暗い鉄橋の上で僕はしばらく焼きを弱みした。ああ。腕をうんと上の方へ伸ばし深い深呼吸を繰り返した。なんだか急に背中から自由の翼が生え伸びたような気がした。僕にはどうも人から圧迫を感じるとすぐに耐えきれなくなる。身勝手かもしれないが、 持って生まれた性分だからどうにも仕方がない。一人がいい。一人で気ままに動いているのが一番いい。薄ら寒い早春の焼きが、鉄橋の下のレールの上から吹き上がってきて、ひしひしと背中に染み出した。僕はオーバーの襟を立てて首を包み、それから忘れていたタバコをポケットから一本抜き出して口に加えた。 火をつけようとマッチを探すと、あいにく、どのポケットにも入っていない。そうなると、余計にタバコが飲みたくて、耐えきれなくなった。この辺りでマッチを得るには、駅の前に行き、そこの売店へ、一線どうかを剣じるより他に手がない。僕は舌打ちをして、いまいましい一歩を踏み出そうとしたとき、もし、 と、小さい声が僕を呼び止めた。それは少し震えを帯びた優しい女性の声だったえ。えと、僕は驚いて、声のする方を振り返った。するとそこには、背のすらりと高い、立派な毛皮の街灯を着た素晴らしい美少女が立っていて、青白い顔の下半分を、革手袋をはめた手で隠しながら、 おずおずとした目つきで僕の方を見つめているのだった。ああ、僕のことですかマッチを使い遊ばせな。と、彼女はうぐいすみたいな声を出してそう言うと、つと右手を伸ばして、革手袋の中の四角なマッチ箱を僕の前に見せた。ああ、これはすみません。 僕はマッチを貸してくれる少女の気持ちを計りかねながら、そのマッチ箱を受け取った。その時、彼女の毛皮の街灯の合わせ目のところから、ぷーんと香りのいい化粧料の匂いが流れてきた。僕は思わず、その襟の合わせ目を覗き込んだが、暖かそうな毛皮の奥に、クリームのような真っ白な肌が少しばかり見えて、その下に、緑色のドレスが、ふっくらした火だめを作って、 下に悩ましい曲線を隠していることを囁いていた。僕のいつも引っ張り込まれる渦巻きはこれだ。僕は両目をピタリと閉じて被りを振った。どうもありがとうございました、お嬢さん。そう言って僕はマッチを少女に返した。いいえ、お役に立つことがあったら何なりといたしますわ。 はっはっはっは。<laughs> えと、いぶかる折りしも、何を思ったか、洋装の少女はつと僕に近づいて腕を捉えた。そして僕の耳元に早口で囁いた。え、お願いですわ。しばらくあたしの言う言葉につじつま合わせていてくださいませね。あたくし、生死の境に立っているんですもの。 不意にかけられた怪しい嘆願の言葉が終わるか終わらないうち、背後でガチャガチャッと警官の拝見が鳴った。うん。僕はうなった。背筋を氷のように冷たいものがさっと流れすぎた。少女はこの時、僕の腕を強く引っ張り、体をダンサーのようにくねらせてみせ。ね。 りゅうちゃん、帰りましょうよ。今から回るととても遅くなってよ。あたし、またお父様に叱られるわ。お前がついていながらなぜ引っ張って帰らなかったと言って。警官は歩調をゆっくり落としながら、まじまじ僕たちを見守った。ねえ、りゅうちゃんたら花子、そこを離せ。 思わず妙なことを怒鳴ってしまったので、僕はぷっと吹き出した。しょうがねえ。じゃあ今夜はお前の説に服従して、素直に帰るとしよう。それがいいわ。これで私、お父様に顔が立ちますわ。警官は行き過ぎながら、なおもこっちを振り返ってみている。じゃあ、歩くのは面倒だ。 円卓をおごろう。おい、円卓幽霊坂のところまで三巻で行け。通りすがりの円卓が、旦那、三巻じゃ、というのを抑えるようにして。いつも三巻に決めてあるんだ。ものの5分間もかからないじゃないか。なんだい、あまり欲張るない。じゃあ、行きましょう。と、円卓の助手は扉を開けてくれた。 僕はまず少女に先に乗れと合図し、彼女がステップに足をかけたとき、後ろからお尻を押してやった。そして自分も車内に飛び込んだ。警官は棒のように突っ立って見送っていた。車内では僕も少女もまるで黙っていた。僕は少女の体から発する恥ずかしいような好奇に結びながらこの思いかけない連れを、 これからどう取り扱ったものかと思案を巡らした。幽霊坂の下で僕たちは車を返した。二人は人通りのない真っ暗な道路の上に残された。闇の中に少女は吐く息さえ止めてじっとしていた。お嬢さん、もうこの辺でお別れいたしますかええ、ありがとうございました。 おかげで助かりましたわ。あなたのお家、こんな寂しいところなんですのい,いえ、とんでもない。僕の家はまるで方向違いですよ。もっとも、昔この辺に下宿していたことがありましたんでね。とっさに思いついて、こんなところへ車を命じたんです。まあ、そうなの。どっかこの辺にホテルか何かございませんでしょうか。 えホテルですか僕は、はてな、やっぱりそうかなと思った。私今困っていますのよ。助けていただきたいの。簡単に取引させていただきたいのですけれど。ああ、わかりました。僕はそれ以上に少女が言い出そうとする言葉を恐れた。 それは一面において素晴らしい幸運が転がってきたとも言える。しかしそれを幸運として受け取ったものかどうか、とにかく僕は少女の腕を取って歩き出した。一五円ホテルというのがこの坂を登って向こうへ下ったところにあるはずだったから。ホテルでは万事心得て迎えてくれた。そして二階の奥まった洋室へ案内してくれた。そこには 窓に二重のカーテンがかかっており、下には幅の広いダブルベッドが置いてあった。少女はまず帽子を脱いだ。その下から、引き眉毛の思いのほか大人っぽい顔が現れた。十六七歳かと思ったら、どうやら二十歳を二つ三つ越しているらしく、疲れている色はあったが、首のあたりなどは油切って丸々していた。女は続いて、 立派な毛皮の街灯のボタンを外そうとした。僕はそれを見ると慌てて止めた。あら、私困るわ。心変わりなすっては。いえ、心変わりなんかしませんよ。お役に立つつもりでいます。まあ、私実は今夜が初めてなんですのよ。あまり追い詰めなさらないでね。 そう言って女は、またもや街灯のボタンに手をかけた。まあ、待、ま、った。女の尊悪そうな顔を見ながら、僕はポケットからガマ口を取り出した。そしてそこに小さく折りたたんであった五円紙幣をつまみ出すと、彼女の小さい手のひらの中に握らした。取っておいてください。取引はそれで済みました。 これでは、取引ではありません。い,いえ、取引になっています。僕は真夜中にこんな素晴らしい天使を拾ったんですからね。だが、今夜初めてだという話ですが、あなたのような立派な風鎖をした方が、どうしてこんな商売を始めたんですそれを聞かしてくださると、僕の方はお足を差し上げるだけの材料を得たことになります。私は 性格破産者なんです。兄のうちにいましたが、兄は馬鹿正直なくらい、昔風な一徹な性質で、新しい生活様式に憧れる妹とは何事につけても会うはずがありません。だから、私が兄の家を飛び出したのは当たり前でした。と言って、女はにわかに興奮の色を示し、はじめは自分の腕で立派に独立して行けるつもりでした。 少なくとも最初のうちは、あたくしの思った通りでした。あたしは外国人の召喚でタイピストになって働きました。家出をしたことを知ったお友達、女友達も男友達も皆万歳を言ってくれましたの。あたくしは大変な人気者だったのです。その素晴らしい人気が、あたくしをうんと幸福の雲の峰へ担ぎ上げてくれると信じていたのです。 しかしそれは大変な思い違いでした。あたくしは全く反対の夢を見ていたんです。兄と喧嘩をして出たあたくしですが、低層のことについては、伝統と言えるでしょうが、固い観念を持っていたあたくしでした。それがいけなかったんです。男のお友達にも、それから女のお友達にも、だんだん軽蔑されてきました。そしてついにあたくしは、 わからず屋で異端者のように嘲笑されてきたんです。私はとうとう職業まで失ってしまいました。別の職業に就こうとしましたが、いかにも給料が安いので、昔召喚にいてもらっていた給料が、ある約束をも込めてある方外なものだとは、やっと後になって気がついたんです。そういう豪奢な生活に慣れきってしまった私ですもの。一ヶ月働いて、 三十円や四十円の給料を得る安い職業なんかに通してつけるものですか。だがどうかして食べるだけのお金を得なければならない。そうかといって、この高価な毛皮の街灯に分かれることなんか、どうしてできましょう。この街灯は、現在私自身を勝ち付けている最大の恩人なんです。蒸し暑い夏が来たって、私はこの毛皮の街灯を脱ぎはしないでしょう。 女はそう言って、肩を震わせて泣きじゃくった。兄さんのところへ帰ったらどうです兄さんはきっといい人ですよ。と、僕はそっと言葉を挟んだ。兄ですって女は涙に濡らした声援な顔を起こして叫んだ。兄がどうして私を迎えてくれるものですか それができるくらいなら、あたくしは、あたくしは、何もインバイ女になんかなり下がることはなかったんです。女はもう前後を忘れて、激しいおえつとともに、ダブルベッドの上にしがみついた。僕はつい誘われて、悲観する女を抱きしめたい衝動に駆られてくるのを、努めて払いながら。じゃあ、僕にお任せなさい。 僕が兄さんに会ってよく相談してみましょう。きっとうまくやりますよ。ね、花子さん。でしたかね。僕が不用意に放った出言が女にとって時の氏神のユーモアであったのだろうか、彼女は泣くのをぴたりと止めた。私の名はマスミでございます。ああ、マスミさん。 大変いいお名前ですね。ところで、兄さんのお名前と住所と教えてください。マスミはやっと泣くのをやめて、こっちへ顔を向けた。あなた、本当にそうしてくださるあたくし心からお願いするわ。兄の名は四月鶴吉と言うんです。住所はどこへ越していったのか、もうわからないんですけど、兄が勤めているところがわかっていますから、 そこへ行って尋ねてくださいな。勤め先というと兄は道坂三郎という司会議員のところで働いているんです。随分古くから道坂さんのために粉骨再身して使えています。何道坂三郎あら、道坂さんをご存知なんですの 知っているというほどではありませんがね。と言ったが、この時僕は、今 T 司会に断然勢力を有する議長候補の道坂三郎の名が、図らずも怪しいホテルに同室する闇の女の口から出たので驚いた。そして今宵、深夜の市長の洞窟の近くで見た、だるまのようにでっぷり太ったその立派な風彩を思い出した。 十一。マスミに固い約束をして、僕らは一五円ホテルを出た。時刻はいつしか十時を回っていた。じゃあ、あなたのお家まで送って行きましょう。今どこに宿を持っているんですかあら、送ってくださるの マスミはにっこり笑いながら。でも遠いのよ。ずっと下町の方ですわ。下町ですって下町、結構です。僕も下町の方へ帰るんですから。浅草なんですのよ。あたし、恥ずかしいけれど。なに、浅草はいいところです。僕も浅草に住んでいるんですからね。 まあ、不思議ですことね。これも何かのご縁と思いますわ。そうかもしれませんね。大通りへ出ると、僕は円卓を呼び止めた。浅草まで一円で行ってくれと言うと、運転手と助手は、マスの方をじろじろ見ながら、旦那、そんなことを言わないで、もう二十銭弾んでくださいな、と言った。 じゃあ、それと決めて、その代わり目黒を通るのをよして、恵比寿の方へ抜けてくれ。僕は鉄橋の上の警官のことを思い出しながら行った。円卓は深夜の街を矢のように走った。僕はマスミの背後から腕を回したものかどうかと迷いながら、そわそわしていると、そのうちにマスミの体の重みが胸のあたりにだんだんとかかってきた。 おや、変だなと思っているうちに、彼女の頭がガクンと揺れて、僕の顎の下に潜ってきた。クークーと鳩のような寝息が、香りの高いカールをした女の頭髪の下から聞こえてきた。僕は翼の折れたモダン娘をそっと抱き寄せて、口の内にシューベルトの子守歌を歌った。やがて車は、 賑やかな伝統に輝く雷門の付近まで来たので、僕は惜しい気持ちがしたけれど、マスミの肩をつついて起こした。雷門へ来たよ、マスミちゃん。これからどっちへ行けばいいのかね。僕は兄貴になったような口を聞いた。あら。と、彼女は口のところへ、革手袋をはめた手を持って行ったが、 急に気づいて、僕の体を押しのけた。もう雷門そこで左へ曲がるんですわ。あたしのうち、吉野町なんですわ。へえ、吉野町かい。吉野町なら、僕の家も同じ吉野町だ。僕はなんだか怖くなってきた。この辺でいいわ。 車を降りた彼女は、どんどん先に行って、僕のうちの方へ行った。少し呆れながらついて行くと、マスミはとうとう、僕のうちの路地へスタスタと入って行った。ここが私の家なんです。どうも遠方まで送っていただいて、すみませんでしたわね。では、わかりましたらどうか知らせに来てくださいましね。そう言って彼女は、 僕の家の臨家の戸を開いた。そしてスーッと中に入ると、鮮やかな嘆き室を僕に送るなり、雨戸をピシャリと閉めた。何のことだ。あれが隣へ越してきた女だったのか。偶然か、それとも恋か。こんな偶然ってあり得るだろうか。僕は説明することのできないような困惑に囚われた。 そして隣に住むマスミに気取られぬよう足音を忍んでその隣の我が家の雨戸の前に立ったのである。するとこの時家の中でぼそぼそ囁き交わす人の声を聞きとがめた。おや僕は二重の驚きをもって雨戸から後ろへ飛びのくとそこにかかっている表札を読んだ。浅間慎十郎。 ああ、やはり我が家に違いない。それでは何者か忍び込んでいるんだろう。僕は再び山戸に近づいて、聞き耳を立ててみた。どうも遅いのね。まあ、困っちゃうわね。そういう小姉には聞き覚えがあった。虎御前こと岡田おてるの、虎になっていない心配そうな声だった。 朝間しが早く帰ってきてくれんと、この林太郎とて手の下しようがないですな。林太郎すると、町の科学者、早見林太郎がわざわざ訪ねてきているのか。何か一大事が起こりでもしたような口ぶりである。続いておてるのヒステリックな声がした。深夜の市長さんに万一のことがあったら、私は、 アサマの奴の喉笛を食い切ってやるわ。いや、深夜の市長の行方がこのまま分からないその時は、アサマ氏の始末については、君の手なんか借りないです。私が彼氏を霊神記にかけて、彼氏の命はなくなるとも、彼氏が深夜の市長について知っていることだけは、絞り出してご覧に入れるです。深夜の市長の失踪 悪魔のように呪われている僕。これは一体どうしたことだろう。十二。僕は決心してガラリと戸を開けた。座敷の中からは着せずして同時にあっという叫び声が聞こえた。まあ、浅間さん、遅いのね。 どこをほっつき歩いていたのさ。と、ホテルは僕を小僧かなんかのように叱りつけた。君は黙っていたまえ僕が話をする約束だったじゃないか。後ろから立ってきた早見林太郎が、ホテルの体を押さえるようにして引き止めた。ホテルはそれを邪剣に払いのけて、猟犬のように飛び出そうとする。 それを林太郎が、これ、おてるさんとうんと引っ張ったので、彼女はやっと気がついたという風におとなしくなり、僕のために通り道を開けたのだった。一体どうしたんです今外で聞いたが、深夜の市長がいなくなったとかなんかというのは。僕はオーバーの襟を立てたままで、丸火鉢の前に座ると、気になることを尋ねた。 ああもうそれを聞かれたんですかいや、前代未聞のことで、僕たち一度心配しているんです。実は、こういうわけなんです。と、町の科学者、早見林太郎は、黄色い面を僕の方に近づけ、昨夜とはまるで変わった陰銀な言葉で事件の内容を語った。それによると、今夜深夜の市長から午後8時頃、 彼の結局の近くへ電話で知らせがあった。今、北に着いたから、8時半までにはそっちへ帰れるだろう、と。実はその夜、ある人物が深夜の市長を訪ねてきて、急に会いたいと言った。それで彼を探しているところへ、この電話が来たので、それでは間もなく帰ってくることと待っていた。しかるに、もう30分すれば帰ると言った深夜の市長が、 八時半は愚か、十時になっても、十時半になっても帰って来ないのである。彼はかつて、時間や約束を無断で破ったことがなかった。ことに彼を訪ねてきたその人物が待っているのを知っているはずだから、それがこんなに遅いというのは、途中において何か間違いがあったに相違ないと一同が騒ぎ出したというのである。 二時間ぐらいしか余計に立っていないんじゃないですか何です、行々しく騒ぐなんて。すると声の元に噴撃したオテルが、またカワウソのように僕に飛びついてきた。早見はそれを抑えるのに、また骨を折らねばならなかった。その後で、少しおごそかな面を僕の方に向け、 あなたにとっては深夜の市長は何でもないでしょうが、しかし深夜の市長の呼吸のもとに生きている人間がこの T 氏だけで10万人もあるんです。その10万人はほとんど全部夜の T 氏に生息していると言ってよろしい人種です。彼らにとっては白昼の T 氏は自分とはまるで関係のない世界なんです。夜の T 氏こそ自分らの本当の世界だと思っています。 つまり彼らの T 氏に市長がいなくなったも同然です。その心配するのも無理ないです。そう言って早見林太郎は僕をたしなめた。そんなものかな。あなた何ぞに分からないも無理はないと思いますがね。と、早見は薄気味悪い笑みを浮かべた。 早見が笑うのを見たのはこの時が初めてだったが、それはあまりにも不気味なもので、見ないに越したことはない種類のものだった。で、結局僕は一同の依頼を受けて、あなたのお帰りを待っていたんです。あなたは今夜深夜の市長と一緒に出かけられたはずです。一体何時頃、どこで深夜の市長と別れたのですかそれは、 メグロ駅の前ですよ。時刻は午後八時十分ぐらい前だったと思いますよ。円卓の運転手が声をかけて、川の向こうでお探し申していました、なんて言っていたが。と、僕は知っている通りのことを話した。ははあ、午後八時十分前、メグロ駅前ですか。すると、 遅くとも8時半までには帰って来られるはずだ。さあ、それが分かれば一同に知らせた上、その道筋を調べに行きましょう。あなたもぜひ一緒に行ってください。もちろん僕は同意した。時刻はもう12時に曲がなかった。ホテルも一緒に行くと言ったが、早見は捜索に邪魔になるからとと留め、その代わり、 一度にこの話を伝えるようにと命じた。彼女は、早見の言葉の前には、旗の見る目もおかしいほどのおとなしさを持って聞き入れるのだった。それから僕の方をきっと睨んで、あさまさん、隠した手をしたり、その筋へ密告したりすると、その時はこの私がただじゃおかないからね。うん、と言った。 これが今朝出勤の時、子供のような無邪気な格好でもって僕を送り出してくれたおテルと同じ人だろうかと言いった。しかしそれも深夜の市長の失踪からこんなに態度が変わったのだと思えば、そんなにまで彼女に慕われているかの市長に淡い嫉妬を感じないではいられなかった。僕は早見林太郎と一緒にシーンとした屋外に飛び出した。 そして通りで空の円卓を止めて目黒へ走らせた。林太郎は用心深くも、まずその車を一旦深夜の市長の決挙のある亀戸の町へ回らせ、それから順路を追って目黒へ行くよう命ずることを忘れなかったのには感心した。林太郎は深く社外に注意を払っていた。そのために、円卓にもう少しスピードを落とすようにと命令した。 しかしそうなると、僕はこれから先の長い退屈な工程を考えて、急に憂鬱を感じた。そこで、前から林太郎に聞きたいと思っていたことのあるのを思い出して、無遠慮に質問の矢を放った。早見さん、あの人はね。と、ことさら深夜の市長というのを隠し、今夜、 例の目黒の中夜銀行に午後7時51分に現れ、たくさんのニッケル実践動画を受け取っていた人を探すために、市内のありとあらゆる視点を回って歩いたんですよ。そんなことがあるかもしれんですね。あの時刻は結局あなたが算出した時刻でしたね。何秒とかいう柱はついていたが。そうです。 例の事件の現場で君が拾ってきた時計から算出したんだから間違いっこなしです。と、科学者だけに算出値の信用できることを力説した。それはいいとして、どうしてあなたはあのようなはっきりした時刻を遅れている時計の面から算出したんですか僕は手品のように思うが、すると早見は、 怒ったような顔つきで僕の方を振り向いたが何。何手品冗談言っちゃいけません。この早見林太郎のやることに手品はありません。鉄頭鉄尾、神羅万象の間に横たわっている心理に基づいてやっているんで、少しもごまかしはないですぞ。あの問題の時間算出なんか、小学生にだってできます。 そうですかね。と、僕はことさら疑わしそうな誤張で合図を打った。そうですかって、君。あの時計は午後11時40分を指していたが、本当の時刻は午前2時20分だったんだ。この間、時計は2時間40分遅れている。ところで、あの時計をよく調べてみると、見かけはなるほど動いているが、 内部に故障がある。それは振り子が強い磁力を帯びていることだ。そのために振り子は付近の歯車や何かにいつも強く吸引されているため振り子の運動が思うように行かない。つまり運動が大変のろくなっている。それがためにあんなに時計の指針が遅くなるんだ。わかりますかねほう。 あれもやっぱり磁力のせいですか。と、僕はことの意外に驚いた。ニッケル銅かも磁力でくっついているというし、懐中時計の振り子も磁力を帯びていて、近所にある鋼鉄で作った歯車や何かに吸引されて運動が遅くなるのだという。何から何まで磁力とは、まるで歌舞伎十八番の毛抜きみたいなことになったものである。 次に、僕はあの時計がどのくらい遅れるかを測ってみた。すると、1時間につき35分6だけ遅れることが分かったのです。指針はほとんど半分のスピードで回っているわけです。はあそうですかな僕は本当に感心した。科学者なんて偉いところへ目をつけるものだ。 毎時間35分6だけ遅れることがわかれば、あとは簡単です。あの時計が遅れ出してから何時間になるか、これを勘定すればいいんです。つまり、毎時それだけずつ遅れていて、深夜の市長が見た時には2時間40分遅れていたんだから、これを35ブロックで割ればよろしい。これは小学生でもできる算術で、ちょうど4時間30分前と出てきます。 つまり、あの狂った時計が指す午後11時40分の4時間前ですから、それは午後7時50分と出てくるではありませんか。なるほど。午後7時50分ですかな。その数字に僕の使った測定器の誤差と気温の変化とを考慮に入れて補正すると、1分30秒だけ加えて結局、 午後七時五十一分三十秒となる。へえ、すると、その時刻にどうしたと言うんです何ですってと、早見は意外そうに僕の顔を見て叫んだ。なんだと言って、その出てきた時刻、午後七時五十一分三十秒から、 あの時計は急に遅れ始めたんです。急に遅れ始めるについては、まさにあの時刻に、時計の上に何か強い磁力が働き、そして、あの通り振り子などを強く自家してしまったんです。それだから、あの時刻が大事なんです。なるほど。と、さすがの僕も、うなるより他関心のしようがなかった。 三術なんて釣り線を出す時だけに必要なものかと思ったら、これはまた見かけによらず随ず分恐ろしい魔術だと思った。それで、その7時51分にあの時計を急に遅らし始めた原因というのはそもそも何なんでしょう。と、ついうっかり言ったものの、僕は途端に、ああ、あれじゃないかと膝を打った。 そして自分のうっかりしていたことが恥ずかしくて真っ赤になった。深夜の市長が僕を共に連れて市内の明治中夜銀行支店を軒並みに訪問して訪ねていたあの言葉じゃないか。二十九日の午後七時五十一分頃にあなたのお店から新しい実践拍動家をたくさん受け取っていった男がなかったでしょうかね、と。すると、 その金を受け取った時刻が算出されたことになる。その金を受け取った人間が多分差し殺されたのだろう。なぜなら彼はその狂える時計を持っていた上に実践ニッケルさえ持っていた。そいつは強い磁力を持っていた。では、そのニッケル貨幣が時計を狂わせることになったのではないだろうか。しかしそのニッケル貨幣は、 なぜそんなに強い磁力を持っていたのだろうか。そして彼はまたなぜに差し殺されなければならなかったのだろうか。続いて思い出したことは、目黒支店で例の金を受け取っていった男の右手の指が4本しかなかったことだ。しかもこの4本指の手首は、あの夜、視察現場からほど遠からぬ油倉庫の火事場に落ちているのを見たものがあると、深夜の市長は話をしている。 果たしてそれが本当で、四本指の手が同一人物のものだったら、これは一体どういうことになるのだろう。失踪したと断定されている深夜の主張は、どうしたわけで姿を隠したのだろうか。彼こそ、この不思議な事件の持つ秘密を、僕らよりもはるかに詳しく知っているのであろうが、失踪したとすると、聞くすべもないのが残念だった。でも、 この夜の深夜の市長の失踪も、実は、あの四本指の男の視察事件と密接な関係があったことを後で知ってびっくりしたが、その夜はそこまで見透かす力がなかった。僕らの円卓は、早見林太郎の心配と、僕の募り来る会議等を乗せて、ついに目黒駅前まで来てそこにストップしたけれど、結局、目の前に昨夜と同じような立教風景を見いだしたばかりで、 途中、深夜の主張に関する手がかりは何にも見当たらなかった。十三あくれば月が変わって、ここに四月一日を迎えた。さすがに不死身を誇る僕も、連夜の奮闘にすっかり参ってしまった。それでその日は、 例によって円卓を飛ばす手を用いたが、たとえ時速100キロの回スピードを出さしても、もう門限には間に合わぬことが分かっていたので、焼け気分になって、なるべくノロノロとやるようにと命じ、その代わりこの時間を、うつらうつらと居眠りに提供することとした。いや、全く、近来この日ぐらい気持ちよく居眠りをしたことがなかった。 おかげで誇りだらけの遅刻棒を出してもらって、犯行をついたが、書務課のうぞうむぞうから、いい加減面白い見せ物扱いされ、大いに決まりが悪かった。主人の前へ行って、仕方がないから、昨日から腹を壊しまして、と言って、その場を取り繕うと、主人はギーギー言う壊れかかった回転椅子の上に急に反り身になって、一体、 腹を壊すなんて日頃の緊張が足りないからだ。よし、今度から道場へ出たまえ。行って指南をしてやる。と言って、持っていた筆の軸で、やっとの真似をしてみせた。続いて、君は何段かと言うから、どういたしまして無段ですと言うと、なんだ無段か。警官でも大抵二段や三段は持っているぞ。 検事の威信に関する、今日からやりたまえ、という。では、主任さんは何段ですか、と尋ねてみたところ、俺か俺は大したことない、ちょっと六段だ。と言って、主任はさらにふんぞり返ったが、その表紙に、安楽椅子の背骨がガクンと音を立て、彼の体は、あっと叫ぶ間もなく、後ろへ放り出されようとした。 僕は驚いて椅子に飛びつくと、かろうじてこれを止めてやった。それでも主任は、まるで軽わ小僧のように、両足を頭よりも高くにょっきり立てて、集体を演じた。しかも彼は礼を言わなかった。僕は、僕は剣士の椅子は嫌いです。判事の方を死亡しても、剣道の団子虎にはあいかんですかと尋ねた。 主任はそれにただ一言で答えたバ<カ>。馬鹿。宮遣いは誠に辛いものである。ところで、君の今日の見習い仕事だが。と、主任は程よいところで容量よく立ち直りながら。昨夜腹の痛くなかった連中は一度揃って囚人自動車に乗り、 小菅刑務所の見学へ出かけたぜ。遅れた君のためにもう一台出すわけにはいかぬから、君だけ今日は、うーん、市長へ行ってきたまえ。はあ市長へですかそうだ。市長へ行って、あそこの事務官省と言わず、議場その他、内部の構造物も一通り見学してきたまえ。 どうせそのうちにいかにはならんのだから。遅刻がたたって、僕は、さぞや面白かろうと思う刑務所見学の仲間から外れ、ただ一人、面白くもない市長の見学に赴くこととなった。でもこの検事局にいて、また分厚い鷲しとじの長所の上に、よだれの宝石を作るよりは助かるので、言われる通り出かけることにした。 市長は近いので僕はぶらぶら歩いて行った。春はまだ寒く、それに空模様はいよいよ悪くなって、どう見ても雪雲としか見えぬのがビルディングの上に低迷していた。スキーの味を知らぬ僕は雪雲を見て腹が立つばかりだった。もうすぐ埋め立て地の方へ移転することと決まっていた市長は、外から見たところまるでネズミの入れ物か、 妖怪屋敷のようにひどく汚れていた。それでも、おびただしい人の出入りが目についた。何を騒いでいるのか、誰の顔にも笑いの筋一本も見えず、皆言い合わしたように深刻極まる顔つきをしていた。中へ入ってみると、深刻さはさらに喧騒さと合体して、まるで火事場のような騒ぎだった。 僕はすっかりドッケに当てられた形で、早くその窒息するような雰囲気から逃れたいと、そればかりを思った。それで幸い、一つの階段を見出すと、それに足をかけ、とことこと二階へ上がっていった。二階へ来てみると、これはまた、世界が違ったように物静かだった。廊下には、赤と黒との模様のある絨毯がずっと敷き詰めてあった。 その上を静かに歩いて行きながら、そばの扉の上にかかっている黒い漆塗りの名札を読むと、市長室などといかめしい達者な白文字で記してあった。はあこれが本物の T 市長さんのいるところか。と、僕は深夜の市長のことを思い出して、急に嬉しくなった。T 市長というと、今は男爵、高屋清土市だった。 扉をノックして、高谷市長の顔をちょっと見てくるのも悪くないな、と考えたが、どうやら気が変だと間違えられそうな恐れがあるので、まあ、思いとどまった。その代わり、隣にある第一応接室の扉をぐっと開けてみた。そこには、目も眩む金色三千たる王額が壁間にずらりと並んでいた。それは歴代の市長の肖像らしかった。 誰も彼も視界にいじめ抜かれて辞めたような顔はしていなかった。それはおそらく市長になりたての時の写真なのであろう。辞める時はこうは恩和な顔つきには行かなかったはずだ。応接室はたくさんあった。いずれも奇数の番号がついていた。しかしどの部屋にも人が入っていなかった。もったいないことである。 そのうちに一室、扉を押しても開かない応接室があった。第七応接室という札がかかっていた。僕は鍵穴に耳を当てて中の様子を伺ってみた。しかし中には人の気配が感じられなかった。するとここで僕のよろしくない病がムラムラと起こったのである。僕はポケットに手を入れると小さい金物を取り出した。 実はこれは、僕の秘蔵の手製合鍵である。こいつを鍵穴に入れて、ガチャガチャと三四度やると、手応えがあって、扉は雲なくも開いた。こうなると、司法官保守の浅間真十郎はどこかへ行って、もう一つの人格、探偵作家、飢餓や政治の地金がムクムクと出てくる。入ってみると、これも前のと同じくらいの広さだが、 装飾はほとんどない。そして丸いテーブルが一台ある他は、二三百円もするような大きな肘掛け椅子が十脚ほどもあり、奥の壁際にあるものは、実に乱雑に、思い思いの方向に向いている。スチームはムンムンするほど部屋を温めており、肘掛け椅子は実に柔らかくふかふかしている。こうなると、僕は催眠術にかけられたように、 後ろの扉を閉め、奥まった一掛け椅子の上にふんわり体を投げ出した。何といういい気持ちであろう。言うも恥ずかしいが、僕はまたかなりの時間を眠ったものらしい。どうも市長まで忍び込んで、居眠りをするとはけしからん話だが、僕の体は本当に疲れていたのだ。気がついてみると、 室内で話し声が聞こえる。誰僕ははっとして椅子の中に体を小さく曲げた。幸いに椅子が後ろ向きなのは何よりだった。どうも弱ったよ、中谷君今日の司会には例の土地買収問題が出るだろうか。と、噛高い声が心配そうに聞いた。 それは市長さん、今日は上呈しますよ。向こうの作戦は今日に決まっていますよ。と、相手の太い声が答えた。市長さんああ。すると今僕の背後には、T 氏の本物の市長、男爵高谷清都氏が立っているんだ。いよいよ僕は、出るに出られなくなった。 そいつは困った。そうなると、一件書類を金庫から出さにゃならんめ。そりゃ必要ですね、市長さん。どうかなすったんですかうん。実は、金庫が開かないんだ。ええ金庫がと、中谷氏。そういえば思い出したが、この人は、 女役の中谷十字氏に違いない。が、驚いて。それはまた、一体全体どうしたんです市長の鍵で開けても開かないんですかああ、いや、実に参った。実は、その市長の鍵をどっかへなくしてしまったか、盗まれたかしたんだ。昨日になってそれに気がついた。いや、弱り果てたよ、中谷君 そいつは全く困りましたね。ここへ来て市長の鍵がないじゃ、どうにも収まりがつかないじゃありませんか。と、月光の助役の声に、二人の話は旗と途絶えてしまった。この T 氏の首脳部の両人が、蒼白になって睨み合っている光景が、椅子の背後を透かして見えるようであった。おやあそこに誰かいるんじゃないか 中谷君突然市長の声がした。さあ、もうどうすることもできない。百年目である。僕は覚悟を決めた。名乗りを上げて T 市長の面前に立とう。しかし T 市長、本物の市長なのだ。深夜の市長とは訳が違う。そして深夜の市長は失踪しているのだ。もしも向かい合ってたって、 有名な写真嫌いの市長の顔が、万一深夜の市長の顔に似ていたら、僕は一体どうしたらいいだろうか。僕の全身は火の塊ででもあるかのように、ありとあらゆる毛穴から熱感を吹き出した。十四おお君は誰だ 僕は中谷助役のために椅子の陰からつまみ出された。こういう土壇場にいよいよなってしまうと、クソ度胸の座るのがまた我が輩の特性でもあった。僕ですか僕はこういうもので。と、悠々内ぶところの直キのポケットへ手を入れて、そこに入れてあった名刺を取り出した。 ああ、これは、とんだ失礼を。と、助役は大狼狽だ。いやあ、これは、私も失礼しました。と、市長が言った。こんなところに、早くご出張下すっているとは思いませんでした。どうか、総監閣下によろしく。 そう言うと高谷市長は中田に助役を促すと、あたふたと室外へ出て行った。その市長の顔は無前無視で、何のことはない、太った中国人のように滑腹の良い体をしていた。僕には彼が深夜の市長に似ているかどうかをにわかに判じかねたのだった。方法の体で僕は早々市長を飛び出した。 これは全く大変な失敗をやったものだった。これが問題になると、どう考えたって面勘のほかないだろう。せっかく司法官になろうとして、ここまでは来たけれど、到底自分は満足に努め終わらせることができないような気がする。そう考えると、僕はなんだか、体の深い底の方から、急に大きな声でわっと叫びたくなった。 これまで針のむしろにいるような気持ちで役所勤めをしていたのが我が身ながらいじらしくなってきた。そうだ。満足に努めようと思えばこそハラハラいじけているのだ。どうせ先がダメなものならここらで一番思い切って暴れてから追んでてやろうではないか。太く短く。そうだ。なぜそれを今まで考えなかったろう。僕はにわかに 両肩の鬱血が取れてきたように思った。さあ、こうなると、もう今までのように引っ込み事案ばかりはしていないぞ。何でも華々しい最後を飾って散るのだ。例えば深夜の市長事件なんて、今までビクビクしていたが、あれだって考えてみれば実に変な存在だ。帝都治安上許しておけない存在だ。よし、積極的に調べてやろう。 その時僕は、さっき市長が僕に言った変な言葉を思い出した。相関閣下によろしく、と言ったが、実に相関閣下とは何事であるか。仮に検事局に身を置いている自分に、検事生によろしくとか、検事総長によろしくというのなら分かっているが、相関閣下へよろしくはない。どうやらそれは、警視総監のことを言っているのだろうが、 市長さん老狽したりといえども管轄を間違えるとは何であるかと言いたくなる。もっともあの質で偶然市長の口から聞いた市長の鍵がなくなって金庫が開かないというのは考えてみると相当重大問題だ。なくしたか盗まれたかそこまでははっきりしなかったようであるがもし盗まれたとしたらこれは由々しき一大事だ。 何しろ市長の鍵というのは、T 氏にたった一個あるだけの黄金色まばゆい大事な鍵で、歴代の市長は、公認者へ事務引き継ぎの際、親しく手から手へ譲り渡して、名誉と権限と秘密とを一緒に伝えるという由緒ある鍵である。もしそれが盗まれたとしたら、それは前代未聞の出来事で、 これは警視総監閣下も親しく人頭に立って捜索に当たらねばならない大事件であると思う。市長があの時総監閣下云々と言ったのは、老狽して言い間違えたのではなく、不用意にもその市長の鍵紛失事件を黒川内総監には通じておいた事実を暴露したものではあるまいかと思った。そうなると、僕は一体どっちの事件に突進したらいいだろうか こっちの市長の鍵事件を探索するか、それとも、行方不明の深夜の市長を探し出して、その正体と一味、徒党の秘密を暴くか、そのいずれに手をつけたらいいのだろう。そんなことを考え、考え、歩いているうちに、僕はいつしか役所近くまで戻ってきたことに気がついた。もう時刻は昼に近い。これから今更役所に帰るのも面白くないと思ったので、 足を向き変えて、久しぶりで、日比谷公園の中に入っていった。春をやがて迎えることになった花壇は、園庭の苦心で、早咲きのチューリップ、ヒアシンス、シネラリア、オブコニカ、パンジーなどを、ほどよき位置に移し、美しい花毛線が組み立てられていた。僕は身も心も、にわかにウキウキとした胡蝶のようになり、 そこに据えられてある一脚の腰掛けの上に腰を下ろして、大勢トライの鮮やかな花の色と、ほのかに漂っている香りとによっていたが、我が魂はそぞろに遠くなるのを覚えた。しかし、僕の夢はそう長くは続かなかった。というのは、すぐ前をギャンギャンと途方もない大きな声で、獣か何かのように泣き叫んでいる女の子が通りかかったからだ。 その女の子を見て僕は驚いた。体の小さい割に頭が極めて大きいのだ。飛び出したおでこの下には涙に溢れた腫れぼったいまぶたがあった。顔の色はこれが本当の青いのだと言いたいくらい不健康な色をしていた。体には汚れ切った花模様のあるメリンスの着物を着ていた。これこそ紛れなき岡田おてるの子。 きぬぼうだった。ああ、きぬぼうと、思わず手を伸ばしながら立ち上がった僕は、そこに二重の驚きを経験しなければならなかった。それは、このきぬぼうの後ろから追いついてきた立派な洋装の女が、いきなりきぬぼうの手を取って歩き出したからだ。見覚えのある宗家川のオーバーを着込んだこの贅沢な女は、 他でもない、隣の空き家に越してきた女、マスミだった。いや、マスミちゃんも、これはどうしたんですその声に、向こうでも気がついたと見え、驚いて駆け寄ってきた。あらまあ、あなたでしたのと、目を見張って会釈し,した後で、昨夜はどうも。 と、恥ずかしそうに体をねじるようにして挨拶をした。それは何とも言えぬ色気があった。何ですこの変わった動向は。いえ、お母さんが見えないと言うんで、私連れてきたのよ。今朝起きてみたら、勝手の板の間の下でごとごと言うのよ。開けてみると、まあ驚くじゃありませんか。 この子が縁の下を這い回っていたのよ。それから、とりあえず上に上げて聞いてみると、お母さんがいなくなったと言うでしょうその方、昨夜からお宅に泊まっていた粋な方ね。それから同情しちゃって連れ出したのよ。ほう、絹坊は縁の下に寝かされたのかいひどい女だな。倒木は、 オテルの顔に似合わない無茶な仕打ちに痛く憤慨の念を禁じ得なかった。マスミは黙って舌うつむき、彼女のオーバーに顔をつけたまま、恐ろしそうにしがみついている絹棒のおかっぱ頭を撫でていた。でも、なんだってこんな丸の内までオテルさんを探しに来たのかね。あの女だったら、今頃亀戸の家で寝ているんじゃないですか <laughs> と、マスミは突然おかしそうに笑った。外へ出たら、この子はお日様が立っているから怖いって言うのよ。随分変ね。お日様に当たらないから、こんな青んぶくれをしているんだわ。それで、私はこの子のために、いかに太陽の光線が衛星に良いかを知らせるため、この公園へ日光浴をさせに来たんだけれど、 あいにく今日はあまり照らないのね。うん、なるほど。と言ったが、見たところ、絹坊は日光浴どころか、この灰色の空にさえ震え上がっていた。この子はまるでコウモリのように、白昼そのものが嫌いらしい。この子は面白いのよ。さっきチューインガムを買ってやったら、匂いを嗅いだだけで戻すのよ。 おかしな子ね。ほら、見ていてごらんなさいよ。面白いのよ。そう言ってマスミは、バッグの口を開けて、中からセロファンに包んだガムを取り出して、嫌がるキヌボウの顔に押し付けた。するとキヌボウは、ブルブルと震えたかと思うと、胸を押さえて地面に突っ伏した。そしてヒーヒーと喉を鳴らしながら、まるで病犬のように、 黄色い胃液を吐いて回るのだった。まあ、面白い。ほら、絹ちゃん、チューインガムよ。と、この美しい顔をした悪魔は、なおも必要な遊戯を繰り返すのだった。僕はこの場の暴行に対し、きつい疑憤を感じながらも、強いてそれを止めはしなかった。なぜなら、 この異様な光景の中に躍動するマスミの心理状態に大変深い魅力を感じたからだった。僕はこの悪性の遊戯に夢中になっている彼女の方が次第に好調し、果ては一種のオルガスムスに似たかすかな経攣がマスミのしなやかな肩から上白のあたりに波打つのさえ認めたのだった。ねえ、マスミちゃん。 と、僕は声をかけた。君は昨夜、目黒の立教のところで僕に会ったね。あの時、僕が君んちの隣に住んでいる人間だとすぐ分かってたかいあら。と、マスミはこっちへくるりと振り向き。嘘よ、そんなこと。気がついたのは家へ送っていただいてからよ。だってそうでしょ お隣の独身紳士と取引する気なら、何もあんな高いホテルまで加え込みはしないわよ。マスミは穏やかならぬ露骨な言葉を交えて使ったが、彼女は別にそれを恥ずかしいとも思っていないらしい。そうかい。じゃあ、今度僕は君の商品購買者たるの資格を失ったわけだね。まあ、どうして と、マスミは僕と並んで、ベンチに腰を下ろしながら。では私本当のことを言うわ。聞いてくださるわね。僕は黙って頷いた。実を言えば私昨夜、あの狭いベッドルームのある一五円ホテルで、あなたと二人っきりでいたことが、深く心臓の上に刻みつけられて、もう忘れられなくなったのよ。 あなたは立派な紳士ね。憎いほど紳士だわ。あたしはそういう方にこそどうかされたいと思って、あなたの迫ってくるのを激しく待っていたんだけれど、やっぱりあなたは紳士だったわね。そのためにあたしは、兄の四次鶴吉のところへ詫びをしてくださいなんて、神妙なお願いをあなたにしちまったのよ。あたしはあなたのような頼もしい方にお目にかかることができて、どんなにか嬉しいの。 私は神様にお祈りをしたのよ。どうかお隣の紳士の手で、罪深き私が救われますようにと言って。でも、でも本当はマスミはダメだわ。恵まれていないのよ。私だけが熱望していたって、相手の方が氷のように冷ややかなんじゃ仕方がないわ。こう言っちゃなんだけれど、あなたはなるほど紳士らしくて、そりゃ立派よ。それはわかってるわ。しかし真の紳士というものは、 100%は間違いなしの生活をしていたんじゃダメなの。100%は間違いなしの生活をした上、同時に別の100%は間違いばかりの生活ができるような能力を備えていなければいけないんだわ。ここのところちょっと難しいんだけれど、あなたにわかんなさるさあ、100%白で100%黒の生活をしろ。 合計200%の生活をしろと言っているんだろうが、よく飲み込めないね。あ、それだけわかっているくせに、あなたはわからないとおっしゃるのあたしどうしたらいいだろう救われそうでいて、さっぱり救われないわ。君は今、心底から力強く保護をしてくれるものが必要なんだ。よろしい。僕はきっと君の姉さんを訪ねて、 君の必要とするものを与えるように頼んでやる。あら、まだそんなことを言って。いいわ。あたしこうなれば修道院に入りたい。暗雲低迷する空の下、情熱に燃えたこの断末魔のモガの美隊はいつまでも続いたが、その時、一台の立派なクライスラーが花壇のそばを緩やかなスピードで通り過ぎんとして、どうしたわけだか。 ぴたりと止まり、しかもジン,ジンとエンジンを高鳴らしながら徐々に逆行してきた。その車窓からは立派なカワウソの襟のついたインバネスを着た赤ら顔の肥満紳士がにこやかな笑顔を見せて手招きをしていた。彼の運転手は車を止めるとひらりと外へ降りた。まあ、道坂さんだわ。と、 マスミは急に目を輝かして、これが私の本当の運命だわ。と一人ごとを言って、今度は僕の方を振り向き、私ちょっと用事ができたのよ。この絹ちゃんをあなたにお願いしてよ。そう言い捨てるなり、彼女は別人のようにほがらかな調子になり、運転手がさっと開いた扉の内にひらりと滑り込んだ。 そして僕が気に取られているうちに、その高級自動車は、市松の紫の煙を残して、アメリカ松の並木の影に姿を消してしまった。なんというデタラメな女だろう。僕は奔放な彼女の性格に驚きながらも、大きい恋を釣り針から逃したような気がしないではなかった。まあ、う坂さんだわ、と言ったが、 あの社長の紳士は、例の市議中の大建物、道坂三郎に違いなかった。あの女は、彼とどんな関係があるのであろうか。雅美の兄の四月鶴吉は、道坂三郎の下で働いていると言った。そんな関係で二人は知り合っているのだろうか。いや、それだけではあるまい。二人の妙になれなれし、あの態度はどうだ。 マスミはついに、日会を資本にのさばり歩く、修行でしかなかったのか。僕はふと我れに返って、あたりを見回した。マスミが押し付けていった厄介なお土産は、何をしているのだろうと思ったからだった。ああ、これは。僕は思わず下打ちをした。カイジキヌはと見れば、彼女はさっきいたと同じ地面に、 うつ伏せになったまま、石のように動かなかった。まくれ上がった赤い着物の裾からは、ひからびた出来の悪い大根のような足がぬっと出ていて、そばには足から外れた汚れ切ったゴム靴が片方裏返しになって落ちていた。どうしたんだろう。まさか死んでいるのじゃあるまいな。おい、きぬぼどうしたんだ 僕は後人のいぶかしげな視線を熱く感じながら、靴先で彼女の足をちょいとついてみた。すると、その色の悪い乾き大根のような足は、縮んで着物の裾へスルスルと入ってしまった。まるで泥亀が手足を甲羅の中に隠してしまったかのように。十五 僕は日がとっぷり暮れるのを待って役所の門を出た。僕の傍らにはまるで犬っころを引っ張っているような塩梅式にカイ絹棒がまとわりついていた。彼女は守衛の前を通るとき僕のズボンをちぎれんばかりにしっかり押さえていたが昼間よりは確かに元気になっていた。しかし相変わらず強情に口をつぐんでいて、 何をされたって一言も口を開こうとはしなかった。全く妙な子供である。一体おてるは誰とちぎってこんな怪児を生んだのだろう。あの昼近い日比谷公園の花壇でマスミからこの子供を押し付けられた時には全く弱った。こんな子供を連れて昼日中歩いてもいられもしないのでどこか預けるところはないかと考えた。 その挙句、幸いにも近くの丸の内13号館の中庭に、町の科学者、早見林太郎の住んでいる高い塔があったので、あそこなら日の光も刺さぬところもあろうし、早見もおてるの子は知っているので、彼女を預かってくれるだろうと思った。そこで通りかかった円卓を呼び止めると、地面にしがみついて離れようともしない絹棒を、無理やりに抱き上げて車の中に入れ、 丸の内13号館まで行ったのである。僕は受付に名刺を出して、早見氏に会いたいと言うと、受付氏は懸言な面持ちをして、そんな人は知らぬ、と言った。僕は、彼がわざと白っぱくれているのだと思ったので、先日その高等実験室を訪問した次第を説明して、ぜひに会わせてくれ、決して迷惑はかけないから、と言った。 すると受付師はいよいよ変な顔をして、それは何かの間違いに違いないと言い張った。あまり頑固に否定するので僕はムカムカとしてきた。ではともかくも十三号館の中庭へ案内しろと言うと、僕は当惑するかと思いのほか、ええ、ようございます。どうぞよく見てくださいと言うのである。その口ぶりがいかにも自信に満ちているので、 僕は少し気持ちが悪くなったが、何、行けばわかることだ、と思い、案内を頼んだ。その結果はといえば、あのくらい驚いたことは近来になかった。全く狐に化かされたとは、こんなことを言うのだろう。見覚えのある廊下を通り、これも見覚えのあるガラス戸を押して中庭へ案内されたが、その中庭には、確かに立っていなければならぬはずの、 林太郎の高等が影も形もないのだった。その中庭は光沢のある緑の芝生を持って覆われ、ところどころに様々な形をした花壇ができており、作り物ならぬ天然の芳香を持つ春の草花が美しく咲き並んでいた。僕は言葉もなく宝然とその場に立ち尽くしたのだった。ひょっとすると、 僕は戸口を間違えたのではないかと思ったので、再び廊下に取って返し、長い回廊をぐるぐる回ってみたが、どの戸口からも戦国降り立ったイギリス風の花壇が見えるばかりで、探している塔の影さえ見当たらなかった。もしやこれと同じ中庭が他にもあるのではないかとそれも調べたが、庭はここ一箇所であった。僕は再び中庭の花壇に立った。 あのような立派な高頭が一夜のうちに煙のように消失するわけがない。あの塔が消えてなくなれば、早見林太郎はどうなるのだろうか。あれもついに新気楼中の幻影の人物だったろうか。いやいや、そんなはずはない。僕はこの不思議な矛盾を矛盾でなく合理的に説明するために、ある一つの大胆な仮説を立てた。その結果、 僕は意を決するところがあって、足元の芝草を一つかみ引き抜いた。それから僕はまた場所を変えて、また一つかみの芝草を引き抜いた。そしてこの二つの芝草の強さを思想に調べてみたのだった。僕はそれを幾度も続けていった。その結果、遂に一つの結論に達した。それは、およそこの芝草には十五二種のものがあること。 それから中央に円形を成した部分の芝草は特に強くなっていること。この二つの事実を発見したのだった。僕は仮に立てた大胆な仮説が、この二つの事実からして当たらずとも遠からずという程度なのを知って胸をときめかした。この上は時間の回ってくるのを待つばかりだ。僕は丸の内十三号館を辞して、そこに待たせてあった円卓に乗った。 変わり者の絹棒は座席を滑り落ちて、靴の乗るところに相変わらず石亀のように小さくなって鬱っしていた。僕は頼みに思う早見林太郎にも会えなかったので、とうとう心を定めて絹棒を役所へ伴って行った。そして彼女を地下室にある留置場に放り込んだ。留置場は白昼であっても日の目が見えなかった。 こうして彼女を日の光から隠すことが彼女に安全感を与えるだろうと思ったからだった。果たして彼女はあたりを見回しながらいそいそと入り込んだ。太陽に背いた子、絹ウはなぜそんなに日の光を嫌うようになったのだろうか。この子供はいつも母親に連れられて夜ごと夜ごと遅くまで酒場などに暮らしていた。自然、 眠りにつくのもかなり遅くなり、結局太陽が顔を出している間は、宵の勢いで前後の正体もない母親と共に寝床の中で抱き合って眠っているか、さもなくば雨戸を深く閉ざした真っ暗な家の中で、ただ一人、ままごとなどをして遊んでいるのだろう。そんなことが、この子を太陽の光から背かせることになり、従って日の光を受けた外場で、 元気に遊んでいる世の子供たちに馴染まなくなってしまったのだろう。太陽の嫌いな絹棒そういえば、母親のおてるがこの子供を縁の下に入れておいたからといって、絹棒の場合、それは虐待を意味するわけではなく、むしろ母親として我が子に対する情け熱い心遣いがそうさせたのだろう。僕は絹棒を伴って、 日の入ったばかりの銀座裏へ歩いて行った。彼女の足取りはだんだんと活発になり、果てはなんだか口の中で歌っているようであった。きぬぼお前は昇華が上手だね。と、僕は手を取っている女の子を帰り見て行った。昇華じゃないわよ。と、 突然無口かと思った子供が物を言った。これ、単回節よ。ええ僕は彼女が物を言ったことにも、その鮮やかな答えにも、両方に度肝を奪われた形だった。単回節って、そりゃどんな歌だいおじさんに歌って聞かせろよ。うん。 歌ってやろうかそう言ってキヌボウは、ませた声で歌い出した。この子を産んだ私はいいが、この子を産ませたあなたには、歌詞がある。よいしょこしょ。忘れしゃんすな。ほう、そいつは意味深な歌だね。もっと子供らしいのはないのかなこんなのはどう 鼻をつまんでニヤリと笑うお前は深夜のお師匠さん夜が明けるよいしょこしょもうお帰りかうんそれもおじさんには深刻に響くよねえ絹坊一体お前のお父ちゃんはないのかいお父ちゃんは一人いるんだってよでもあたいはお父ちゃんの名前は知らないのだって母ちゃんが教えてくれないんだもの お前はそのお父ちゃんという人を見たことがあるのかい一度ちょっとだけ見たことがあるわ。お料理店の黒いもんから出てきて自動車に乗って行っちまったの。どんな顔をしていたどんな顔あたし覚えてないわ。それっきりで見たことがないのかい会いに行ったことなんかないのかね それはね、お母ちゃんが一緒に会いに行こうと言って、あたいを引っ張って行くことはあるんだけど、いつも途中まで行ってやめにしちゃうのよ。だからあたしつまらないわ。そして帰りに、お母ちゃんはいつもあの歌を歌うのよ。この子を産んだって。ああ、あの歌をね。僕はなんだか恐ろしくなった。おっちゃんは、 あたいのお父さんがいい人だと思うそれとも悪い人だと思うさあ、どっちだろうね。鬼みたいな人だって言うのよ、母ちゃんは。鬼は人間を食べちゃうんだってよ。あたいたちも見つかると食べられちゃうかもしれないから、食べられそうになったら、早く鬼を殺してしまわないといけないんだって。ああ、もうそんな話はよそう。 さあ、酒場ブレーキはもうすぐそこだ。母ちゃんが来ているといいね。ブレーキの前まで来ると、絹棒はうわっと我が家の門へたどり着いたように、歓声を上げて中へ飛び込んだ。でも彼女の母親、おテルはまだ来ていなかった。しかし絹棒は、もうすっかり家へ帰ってきたつもりで、例の白い瀬戸物の短壺のところへ飛んでいくと、 ちょこんと腰をかけ、顔なじみの誰彼の方を見て、にやにやと歪んだ顔で微笑むのだった。これで僕の役目は済んだようなものだった。だからそのまま僕はブレーキの前を立ち去ったのだった。その足で僕は築地寄りの樫子に出て、そこに屋台を出している金と寿司ののれんをくぐった。僕は寿司に目がなかった。 食欲がない今夜のような時、うまく腹を膨らましてくれるのは、この立ち食いの屋台寿司に限るのだった。僕は、鼻から目へ抜けるほどわさびの効いたやつを十五六も食べたであろうか。それから別に、お土産を二人前ほど包んでもらって、これを片手にぶら下げた。外へ出ると、夕刊を買うことを忘れていたことを思い出した。 どこかに夕閑売は出ていないかと辺りを見回すと、小暗い貸し縁の向こうから、りんりんとかすかな鈴の音が聞こえてきた。音のしている方向には、明かりが一つポツンとついていた。変なところに夕閑売が出ているものだな、と思いながら、その方へ近づいていった。すると近づくに従って、鈴の音は勢いよく盛んにりんりんとなり始めたのだった。 ああ、勇敢をくれたまえ。はい、いらっしゃい。何をあげますと、和服を着た年葉も床の勇敢売りの少女が、丁寧なお辞儀と共に言った。僕は驚きの色を隠して五千玉を出した。四枚の勇敢を受け取りながら、つくづくその場の異風景を観察したが、 その寂しい場所にいたのは夕刊売りだけではなく、そのそばには実にささやかな店を構えた焼き大福持ち店があった。店の主人というのは、なんと十五六になった水平服の少女だった。二人は一つのアセチレントで商売をしているのだった。僕はその日の明かりを借りて買った夕刊にざっと目を通した。そこには、 何か深夜の市長の失踪に関する記事がありはしないかと思ったからだ。だがその期待は見事に外れて、かの老人と関係のある記事は一行半句見当たらなかった。出てないかなというと、勇敢売りの少女の顔が泣き出しそうに歪んだ。彼女は何か勘違いをしたのだろう。 いや君、君から買った勇敢が悪いというせいじゃないよ。別のことだから。すると焼き台服売りの水平副上が、えへんと変な咳払いをした。僕は彼女の目の中にある敵意をさえ認めた。仲間の勇敢売りをいじめているとでも誤解しているのだろう。僕は深夜の市長を探しているものなんだ。 どうだね、君たち。深夜の市長の噂を知らないかね。深夜の貸し縁でささやかな商売をしている彼女たちも、深夜の市長の袖にすがっていることと思い、それを言ってみたのだった。すると水平副女は、意外にも突然目鼻を一つにして白い歯を剥き出した。深夜の市長ああ、誰があの悪魔の行き先なんか知るもんですか 何深夜の市長が悪魔だって僕は我が耳を疑った。深夜の市長といえば、深夜の T 氏にうごめいている人たちから、生神様のように尊敬されている特防の主ではないか。それがこともあろうに悪魔とは。そうですわ。あんな悪魔がのさばっている間は、この T 氏は救われませんわ。 なぜ、そんなことを言うんだい君は。早い話が、この千代子さんをご覧なさい。と、連れの勇敢売り少女を指し、こんな売れない場所に立って勇敢を売らなきゃならないのも、あの大悪魔のためです。もうよしてよ、マチコさん。連れの勇敢売りの少女は、 おろおろ声で、まチコと呼ばれた水平服の娘にすがりついた。実は、僕はこれから丸の内十三号館に、林太郎の幻の高等を探検に行こうと思い、先を急いでいたのだが、これはまたひょんなことになった。このまチコという大福売りの娘は、深夜の主張をなぜ悪魔と呼ぶのだろう。十六 深夜の T 氏に生息するおびただしい人々から、まるで生き神様のように敬愛されている深夜の市長のことを、呼びようもあろうに、大悪魔と罵って悔いない人間があろうとは、全く意外中の意外であった。僕は大福餅を売る水平服の少女、マチ子の顔を、しばらくは宝然と見つめるばかりであった。が、やがて嵐のような好奇心に駆られて、 マチコに問いたださずにはいられなかった。君みたいに深夜の主張をこき下ろす人間には初めてお目にかかったよ。君は冗談を言ってるんだろう何が冗談なものですかと、マチコは彼女を沈めようとする一遊間売りの少女、千代子を押しのけて噛みつかんばかりの顔を突き出した。 じゃ納得の行くように何もかも話をしてあげるわよ。それには、なぜ千億さんが勇敢を売らなきゃならなくなったか、それから話をするわ。最近まで千億さんは、兄さんと二人で暮らしていたのよ。兄さんは見かけは悪いような人だったけれど、気はそりゃ優しくって、そして本当に正直な人だったのよ。正直な人だっただったというと ええ。だったのよ。だって今はいないんですものね。死んでしまったかもしれないの。いや、殺されちまったんだわ。殺されちまったそれは穏やかではない話だね。穏やかでないことがあなたにもわかる。そう。わかるならそれでいいのよ。千代子さんの兄さんを殺したのは、一体誰だったでしょうか 水平服の町子はそこで呆然と胸を張り、その上によく太った腕を組み合わせた。このかわいそうな千代子さんの兄さんを殺したのは一体どこのドイツだったでしょうか知っている知らないでは教えてあげましょうか。その人殺しをした奴は深夜の市長なのさ。ええさすがの僕も、 これには一挙をした。驚いたでしょうそして深夜の市長が大悪魔だったことが分かったでしょうこの千代子さんは話の途中だが、その殺された兄さんというのは何という名前の人かねそれは四次、鶴吉っていうのよ。ああ、四次鶴吉、本当かいそれは。 四月鶴吉といえば、もがくずれの雅美の兄の名であった。市議の旗頭、堂坂三郎のところで働いているという人物だった。それでは夕刊売りの千代子は雅美の妹なのだろう。道理でどこかで見覚えのある顔立ちだと思っていた。とにかく、その四月鶴吉のところへは、近いうちに会いに行くつもりだった。そして雅美の心境を説明して、 性格破産の妹を救ってやるよう進めるつもりだったのである。その四次鶴吉が死んだと聞いて、僕は少なからずがっかりしたが、それよりもさらに驚いたことは、人もあろうに、深夜の市長が彼を殺害したという意外な話だった。おじさんは、兄のことをご存知ですのと、夕刊ぐりの千代子は、 涙に潤んだ目を大きく開いて僕を見つめた。その面影、確かにマスミの妹に違いない。僕は兄さんの名は話に聞いただけであることを説明し、そして、なおも質問の矢を放った。でも、どんな証拠があって、深夜の市長が殺したというのかね。また、千代子さんの兄さんはどこで殺されたのかね。 なぜかって、あの悪魔が殺したのに違いないのよ。と、チコは答えた。違いないだけじゃ、漠然たる話だね。証拠がないのなら、殺人の嫌疑などを軽々しく口にしちゃいけない。と、僕はつい役所で聞き覚えある言葉を言ってしまった。するとマチコは、カンカンになって怒り出した。 あなたは何も知らないくせに何を言ってんのよ。そんなに聞きたきゃ教えたげるわ。そういう話は確かな人の口から聞いたのよ。どうだか三郎先生が、これは秘密だが、と言って話してくだすったわ。わしの口からはどうも言いにくいが、四次君はわしを裏切って、深夜の市長に買われていたらしい。もちろんそれは四次君だけが悪いわけではなく、あの悪感、深夜の市長が莫大な金で誘惑したからそうなったんじゃ。 ひどいのは市長で、四次君を買収したのはいいが、どうも深夜の市長一味の秘密を知って、これを種としてまた寝返りそうに思われたので、とうとう残酷な制裁を加えてしまったんだ。深夜の市長の手に落ちれば、四次君の死体なんて、秘密の場所に片付けてしまうから出てきやしないよ。しかしお前たち、黙って見ていてごらん。四次君はどこからも決して帰ってこないから。とそうおっしゃったわよ。 どうですはっきりしているじゃないの。ほう,おう、四次さんは殺されたと道坂氏は言ったんだね。と、僕は驚きを隠し。そしてそれは、いつ話されたのかねあれは、兄は二十九日の夜帰ってこなかったんですから、翌三十日の夕方のことでしたわ。 兄さんの頼りを聞くためにちこさんについて行ってもらって、一緒に道坂さんのお屋敷へ伺ったとき、秘密に話をしていただいたんですわ。それっきり兄さんは帰ってこないのええ、そうなの。と言って千代子は悲しそうに目を伏せた。深夜の市長が殺人をするなどとは初めて聞いた。 その話によると、四次鶴吉が殺されたのは29日の朝。家を出て行った後のことに違いなかった。するとまず怪しいのは29日だ。29日。3月29日。指を食ってみると、29日は例の不思議な事件のあった日だった。深夜の市長に初めて会ったり、奇妙な殺人があったり、火事があったり、 そうだ。これはことによると。ふと僕はそれに気がついたのだった。そんな恐ろしいことがあろうか。そんな不思議なことがあっていいだろうか。ねえ、千代子ちゃん。あなたの兄さんの体を見て、これが兄さんだとわかる特徴がありますかええ。顔を見ればわかりますわ。それから兄は、あの、右手の親指がないんですから。 手だけ見たってすぐそれとわかりますよ。おう、それでは、あの四本指の手の男が。僕の予想は的中したのだ。しかしこの可憐なる少女にとっては、それが何という不幸な的中だったろうか。四本指の男が二十九日の夜、どんなところを歩いて、どんな最後を遂げたか、それは大体はっきりしている。 彼はどうや午後7時51分頃明治中夜銀行目黒支店に突如として現れ、そこで小切って99円80銭を出し、引き換えに10円紙幣で90円と、他にニッケル銅貨で2円の棒包みを4本に、バラで1円80銭なりを受け取っていったのだった。それからどんな足取りを取ったかは知らないが、その次に彼だと判定される男に会ったのは、 その夜の午前一時から二時の間。もちろん日付から言えば三月三十日だったが、四次と思われる男は亀戸の真靴をすぐ前にした路地にインバネスを着た関西弁の男二人によって死体となって担がれていた。僕が懐中電灯の光でほんの一瞬間ではあったが、観察したところでは、この男の顔はすっかり青ざめ、唇の色も変わり、 大きな口をだらりと開き、両目を白く剥いていた。そして背中には、担当のようなものが相当深く肉の上に突き刺さっていた。そこまで見たときに、れの男から石のように固いメリケンを喰らったのであった。次に、四次鶴吉らしい男の特徴ある手首は、現場からほど遠からぬ横川橋四丁目の、 油倉庫の火災現場において発見された。しかし、これは発見されたというばかりで、発見者が渦中から取り出そうとして長い木片を探しに行った暇に、どこかへ行って見えなくなってしまった。手首だけが渦中に投げ込まれるというのはおかしいことであって、前後の模様から察すると、亀戸の真靴の付近で殺害された四次死体は、 この油倉庫の火事場に投げ込まれて全身灰になってしまったのであろう。手首は火の回りかなんかの加減で燃え残っていたのではなかろうか。その前に焼け落ちた胸着かなんかのために手首だけが切断せられて火の周りの遅いところへポーンと飛んだということも考えられる。何にしても四次鶴吉の殺害は道坂三郎の推察通り くぶくりんまでは事実と見るより他ない。世継ぎをやった者が深夜の市長だったとすれば、これは一体どうなるのであろう。するとあの世、彼に会ってからこっち、僕は完全にあの怪人の大芝居を見て、すっかり騙されていたことになる。そんな大芝居を僕ごとき人間のために、なぜ打って見せねばならないほどの事情があったのだろう。 十七。僕は薄ら寒い築地の通りに立ち尽くして、センチメンタルな気持ちに落ちていった。こんなところへ迷い来て、千代子たちに会うようなことになったのも、非合の最後を遂げた仏が、一年込めて僕を引き寄せたわけだったかもしれない。これも人の世に珍しくない江西の糸の力と思い、 僕はポケットから一様の名刺を抜いて、仏の妹に手渡した。そして自分はこういうものだから心配しないでいいこと、それから、きっとその事件は調べてあげて、特進の行くようにするから安心するようにと言った。しかし彼女の兄の死体を見たこと等については、軽々しく言うべきことでないので黙っていた。役柄の肩書きが物を言ってか、 千代子はもちろんのこと、傲慢にさえなった大福持ち売りの町子さえ、にわかに態度を変えて、信頼の念を表に表して、無礼を浴びてくれた。僕はおもはよくは感じながらも、内心大いに得意だったが、なんという浅ましいことだろう。町子の話によると、千代子は今誰からも保護を受けていないそうである。その日からの生活に困って、 こうして勇敢売りとなったが、勇敢売り場の縄張りを持つ深夜の市長一味の者のために、道坂三郎に使われていた者の妹じゃないか、というので、良い場所に立つことを阻まれたそうだ。また道坂三郎は道坂三郎で、子分たちへの見せしめもあることだから、気の毒ながら裏切り者の妹へ合力をするのは困る、と言って、遠曲に保護を断ったという、 それを聞いて、僕はさらに疑憤を覚えた。それで何がしかの紙幣を遠慮する千代子の手に握らせ、そこを立ち去ろうとした。その時だった。橋の向こうから、リンリンリンと冴えた鈴の音を騒がせながら、号外売りがかけてきた。あ号外だ、豪外だ、新聞の豪外だ。さあ、大変大変。 えれえことが始まったぞ。うう号外、号外。誤何新聞なのか、あいにく新聞名がはっきりしなかったけれど、号外売りの声の上ずった呼び声は、号外を買わずにはいられないような不安の思いを抱かせるに十分だった。おい、おい、号外をくれ。 号外売りは食ってかかるような格好でこっちへ飛んできた。え三、ー、千、三千、えー、今日のは高いよ。いつもよりは一千高い号外を一枚買った僕は、なんだかその記事を見るのが怖いような気がした。目の上高く差し上げて、巷の名工に透かしてみると、これは一大事勃発だ。 t 市長、高谷基温氏、自殺す。大変な見出しから始まって。t 市長、男爵高谷基温氏、五十八は、今夕六時、市長室においてピストル自殺を企て、重傷を負った。銃声に驚いて駆けつけた集営のため、極秘裏に直ちにしない某区の〇〇病院に運び込まれたが、既得である。なお市長は、 午後七時十五分、ついに絶命したと伝えられる。自殺原因については種々の噂あるも、信ずべき確かな筋の報道によれば、最近高谷市長は、某辞書売却問題に関し、周行為あり。そのため、本日の司会において、自ら同案の条定を理由なく拒否する等の、司会始まっての非行を演じたため、市議、堂坂三郎氏より、 痛烈なる手段を受け、市長金庫の立ち合い回避を求められたが、傲願なる市長はこれをも拒絶した。しかし市長が、おのが収積を覆いがたきを悟り、ついに最後の手段として自殺を選んだものだと。ちなみに T 氏財政は、すでに破綻に瀕せる重大危機にあって、市長を空席にするは一日も許されざる事情にあるをもって、 早くも公認市長の候補者が話題に上がっているが、有力者の一部では、見識手腕、共に優れた清廉の詩、現市議中の大建物、道坂三郎氏をお産とする説が有力である。僕はこの聖典霹靂に等しい報道記事をむさぶるように読み下した。この号外を出した新聞名は、朝夕新報という、 あまりに効かない名の新聞だったが、とにかくこの号外の内容には大いに打たれた。それは今日、高谷市長と中谷助役との間に取り交わされていた会話によっても、一概にデマとは信じがたいものだった。ただ不審にこらえないのは、他の大新聞の号外がまだ発行になっていないことだった。その時ほど遠からぬところで、わめくような声が聞こえるので、 何事かと振り返ってみると、一人の警官が、勇敢を売っている千代子のところへ自転車を乗り付けて何かわめいているのが暗い東映に映って見えた。僕は何気ない風を装って引き返し、警官が何を喚いているのかを聞くと。そうか、まだ配達してこないのならいいが、来ても売っちゃいけないぞ。禁止になったんだからな。 そう言うと、警官はまたあたふたと自転車にうち乗って、向こうへ遠ざかっていった。一体どうしたの今のおまわりさんは。と尋ねてみると、千代子に代わって町子が、い,いえ、朝夕新報の号外が発禁になったんですって。あなた今お帰りになったんでしょう何でしたのと尋ねた。ああ。 今のは市長が自殺したと言うんだよ。あら、深夜の市長が自殺したんですか深夜の市長がえ違うよ。本物の高谷市長がやったと言うんだ。そうは言ったが、この時妙な気がしないでもなかった。深夜の市長は昨日から行方不明を伝えられている。彼こそは本当の市長の化けたのであって、 とうとう自殺してしまったのじゃないか、などと考えた。しかしそんな馬鹿なはずがあってたまるものではない。市長自殺の号外はなぜ発禁になったのか知らないが、これはまた一騒動あるのではないかと思った僕は、ふと気づき公衆電話ボックスに飛び込んで、検事局の宿直室を呼んでみた。和中でしばらく待たされたけれど、やがて向こうの電話口に現れたのは、思いかけなく、 自責検事の仮金構造師だった。おう。君は司保の浅間君か。それはちょうどいいところへ電話してくれたね。ちょっと至急頼みたいことがある。すぐこっちへ来てくれたまえどこにいるの何築地それは幸いだ。遠卓で駆けつけたまえ仮金自責検事は、 局内で僕の最も敬服する人物だった。その人からじきじき言葉をかけられ、すぐ駆けつけろというのである。僕は全身がにわかに緊張になりわたるように感じながら、電話ボックスを出ると、通りがかりの円卓を大声で呼び止めた。通用門を開けさせ、長い廊下にイライラしながら、僕は宿直室にたどり着いた。室内に居合わせたのは、 思いのほかの少人数だった仮金検事は書記を特例して何か書類を送らせていたが僕の入ってきたのを見ると津と室の隅に立って僕を手招きした「君は辰巳芸者のいる深川門前仲町の町合町を知っているかねところでそこに紅高砂屋という町合があるそこへすぐ行ってもらいたい」 はあ、待合で何をいたしますか金曜会という会合がある。そこに河田さんという変名で、黒川内警視総監がおられるから、この手紙を持って行ってもらいたい。え警視総監が待合に誤解や早が店は慎むがいいぞ。職務のために行っておられるんだ。 手紙を渡したら何か挨拶があろう。あとは総監の命令を順法して行動すること。分かったかねあまり役人風を吹かせるんじゃないよ。深夜の待合行き、しかも向こうには警視総監が列席しているという、なんという変わった使命だ。事件らしいが、一体どんなことが起こったのであろう。 今夜の号外と何か関係があるのかしら。僕は胸を躍らせて、また夜の街へ飛び出した。時刻はまさに午後九時。門前中町、とネオンサインが出ている横町、宝月伝統の下をくぐり、そこにポツンポツンとシャミを引いて、これから商売にかかろうとする信頼流しの二人連れに尋ねると、待合のベニ高砂屋はすぐわかった。 ごたごたした植え込みを抜けて、玄関の格子をガラガラと開けると、奥からバネ仕掛けのように赤抜けのした年間の女中が出てきたが、中腰になるより早く、あの、お気の毒様でございますが、今夜はちょっと取り込んでおりまして。と、断られてしまった。それが尺の虫に響いたので、思わず、僕は剣、と言いかけて、 我が声にはっと気がつき、金曜会の河田さんに取り継いでくれたまえ。あ、母さんの。おやおや、とんでもない失礼を申し上げて。まあ、私としましょう。穴があれば入りとうござんすわ。それで関所は無事通行を許された。そこは十二畳くらいの大広間だった。 師団の大テーブルを囲んで、和服に羽織袴の立派なる人物が三人。いずれも歳の頃は五十を過ぎている。しかしこの時くらい僕が驚いたことはない。相関は予期したことながら、他の二人の人物は誰だったろうか。奥に反り返っているでっぷり太った赤ら顔の人物は、これぞ司会の大建物、堂坂三郎氏だった。それはまあいいとして、 床の間を背に少し青ざめている滑腐のいい無前無視の人物は誰だったろうか。それこそ宣告の号外で重傷、あるいはすでに死亡を伝えられた T 市長男爵、高谷清土氏ではあったではないか。僕は自分の目を疑った。こんな驚きがあるだろうか。ピストルで自殺をしたはずの市長は、見たところどこに包帯をしているわけでもなく、 不傷に痛みをこらえている様子もなかった。この時、有名な黒い鉄縁のメガネをかけた黒川内総監が腰を上げて、僕の前まで出てきてくれなければ、僕はもっともっと T 市長の顔を見つめていたろう。あ、これは総監閣下でいらっしゃいますね。これをお届けいたします。いや、ご苦労。 相関は封を切って、中から毛筆で細かく書き込まれた形質ずりをペラペラと食って読んでいたが、やがてそれを元のように封筒に収めて袖に入れた。それから僕を市長と道坂使とに紹介した後。では、君、オブザーバーとしてこっちへ来て、僕たちの階段を聞いていてくれたまえ場所柄野暮臭いのは禁物だよ。いいかね <laughs> 僕がなんでこのエラ型の階段にオブザーバーとして選ばれたのかはわからなかったが、おそらくそれは何かオブザーバーの必要があり、そしてオブザーバーするにはあまり圧迫的な人物でないのがいいためだったのであろう。とにかく僕はいかなる会話が始められるか大いに興味を持った。 十八。それで、う坂さんと、黒川内総監は、懐で押したままで口を切った。高屋さんの提案通り、土地払い下げ案を、ここ三日ほど司会にかけるのを猶予してやれませんかなんだ、やはり土地売却問題なのか。 市長が困り果てて、総監の助け船を呼んだものと見える。しかし、総監を調停者に立てるとは何事か。それは何度言っても同じことですよ。猶予するもせんも、わしにはどうにもならんことです。しかし、道坂さんえ、聞くところによると、本案を今日調停するように計らったのは、あなただということだが、 黒川内さんそれは何者かのために戦とするデマですよ。あなたもその連中に乗じられているんだ。第一、あの土地払い下げの件は今更始まった問題ではなし。前から下相談もあり、誰も意義はないと言っている。市長も数日前賛成のような口ぶりを漏らしている。それなのに朝廷がなぜ行かんのか。わしには不に落ちん。 それは、市長も説明しているように、この件についてちょっと取り調べを要することができたという。今更取り調べなんて迂かつ万番ではありませんかが、まあ取り調べもいいでしょう。しかし、司会の意思を蹂躙して上庭をさせまいとするのはいかん。上庭してみた上で、取り調べの必要ができたからと言って、そこで延期を図ればよろしい。 取り調べる必要があれば、上庭前に取り調べをやらせた方が穏やかでいいと思いますよ。と、相関はあくまで協調的に出るのだった。ねえ、道坂さん。市政に責任を持つ市長の希望なんだ。あなた、一つ叶えてやってくださらんかいや、ダメです。 取り調べなどとは口実ですよ。もう取り調べることなんか何にもありゃしない。そういうところを見ると、市長の方には何か別の事情があるんではないか別の事情があるのならわしも考慮しますよ。こんなわけだからしばらく待てとおっしゃれば、わしも何を好んで市長をいじめましょう。道坂三郎は、肉肉しいまでに落ち着いている。総監はこの時、 懐から右手を出して、顔のところへ持って行きかけたが、何を思ったのか、慌てたまま懐へ引っ込めた。そして居住まいを直した後で。じゃあ、仕方がありません。言い出したくはないが、私からその訳を言いましょう。お察しの通り、ある事情がある。ああ、黒川内さん。 と、今まで下をうつむいて黙り込んでいた市長が、はっとした様子で声をかけた。いや、高谷さん、やはりこれは言わにはならんことですよ。言わないでおこうとするから、あなたは無駄な苦しみをする。そう言って総監は両手を出して、テーブルの上に組んだ。 実は、市長このところ大失態をやった。それは、大事にしなければならん T 氏の黄金の鍵を、二三日前失ってしまったんです。何 ?T 氏の黄金の鍵をああ、それはとんだことだ。あれは一つしかない。T 氏では一番大切な品物だ。それをなくしたとは、一体全体何事だ市長。 これは辞職や切腹だけでは済みませんぞ。堂坂三郎は顔の色を変え、市長の方へ太い健康を幾度も突きつけた。市長はさらに青ざめて見えた。その通り、全く高谷さんの大失態だ。しかしね、堂坂さん、いろいろ尋ねてみると、 その鍵がどうして紛失したかはっきりしないんです。つまり、それは落としたものか、それとも盗まれたものかわからない。どっちにしろ、市長の責任は逃れられん。TC50 年の名誉はどうなるんだわしの耳に早く入ったからいいようなもんの、これが他の議員に知れてごらんなさい。どんな騒ぎが起こると思う ところで、堂坂さん。あなたのご意見を伺いますが、もしその T 氏の鍵が落としたのではなくて、誰かが盗んだのだったらどうしますその盗んだ人間をどう処置すればいいでしょうか黒川内さん。わしは警視総監じゃありませんよ。盗っ人の処分なんか機構の役目じゃありませんかそうです。 だから、私は自分の職務を遂行しようかと考えているんです。結局、私は気の毒な謙虚をしなければなりません。それでもいいでしょうか。妙なことを言いますな、あなたは。道坂は大きい顔を総監の方に向けた。なんだかまるで、わしがその鍵泥棒を知っているようなことを言う。 何もわしにご遠慮はいらん。捕らえるとおっしゃるなら捕らえたらいいでしょう。しかし。しかし、何と言うんです総監と道坂との視線が勝ち合って、火花でも見えそうなありさまだった。しかしだ、黒川内さん。失礼ながら、あなたなんぞにその犯人が捕まりますかな。 犯人を誰だと思っているんですこうなればわしは言うが、とにかく市長はどうしていたのか知らんが、死の鍵を持っていた人物は知っていますよ。あなたにはそれが誰かわかっているのかね検討もついていないんじゃないかどうしてあなたなんぞにわかるものかあなたの腕前は誰でも知っている。早い話が深夜の市長のことだ。 深夜の市長という言葉が突然道坂三郎の口から飛び出したので僕はハッと思った。三人の巨頭は画然緊張の絶頂に放り上げられた。道坂三郎は言葉を継いであの深夜の市長という存在は何ですこの T 氏にああいう機械な存在があることはコーチなのに何故あの一味を黙って捨ておくんだ あなたは彼らに対して意死を染めることさえできないではないか。何が警視総監だ。気候に総監たる資格などはない。気候を拾い上げて総監にした人は大きな見損ないをしている。むしろ深夜の市長を総監にした方がマシなくらいだ。<laughs> とにかく先ほどから黙って聞いていれば、これは何のことはない。 そうかんを傘に来ての脅迫じゃないですか。何のために大施策をやった市長の方を持って、善良なるこの道坂三郎を恐喝するんです。わしはもう、こんな不純極まる席に列しているのをこのまんから、これで退席しますよ。そう言って道坂は、悠々と立ち上がった。いや、道坂さん、ご苦労でした。では、 高谷さんも、それから浅間君も、今夜の競技はこれで解散ということにしましょう。黒川内総監は、別に驚きも怒った様子もなく、静かに閉会を宣した。僕たちはそのまま海下に降りた。助中たちは不意を食って玄関へ飛んで出た。銅坂三郎を先頭に、総監、市長、僕の順で履き物を履いた。 そして女たちの生めかしい声に送られて、植え込みのそばを通って表へ出ようとしたその一節な、あっと叫ぶ道坂の声。その声の終わらぬ先に、ポンポンと、二三発の銃声が通りの方からした。途端にシュッと音がして、僕の耳元をかすめて一発の弾丸が後ろへ抜け、カーンと竹を並べた垣根に当たって跳ね返った。この時、 誰か庭石の上にどっと倒れたものがあった。全く不意の襲撃だ。何者の仕業。反射的に僕は表へ飛び出した。母ちゃん、よしよ、うっちゃいや。僕は待合の向かい側で、鋭く泣き叫ぶ女の子の声を聞いた。うっちゃいやよ、あたいの父ちゃんじゃないか。 と、なおも叫び続ける声。その方を見やると、一人の女の腕に稲子のように飛びついている小娘の姿が目に入った。こら。女の手にキラリと光ったのはピストルだ。絹坊、お話。あの悪魔を殺してやるんだ。あいつだよ。深夜の市長様をどうかしたのは。 僕はその声を聞いてはっと驚いた。絹坊、深夜の市長、母ちゃん、父ちゃん。ああ、撃ったのはオテルだな。これはどうしても取り沈めなければいけないと思って、一旦立ち止まった僕は、再び駆けつけようとした途端、横合いから飛び出してきた四五人の総関。あっという間もなく、僕の向こうずねを駆け払った。 僕は俵のように、堂と地上に転倒した。だから、オテルさん、言わないこっちゃない。さあ、ぐずぐずしないで、早く逃げるんだ。刑事や巡査がやってくると面倒だ。自動車は向こうに待っている。早く、早く。雑然と早口に喋るその言葉から察すると、これはオテルの後を追いかけてきた。 かの深夜人種らしかった。一行はそのうちにもどやどやとま塊となって、要領よく嵐のように引き上げていった。後には集ってきた近隣の人々の怒号する声ばかりが残った。僕は痛みをこらえてようやく起き上がった。気になるのは三人の巨頭の安否だった。オテルの放った玉は確かに命中した。その玉にあたって、 待合の前でドーンと倒れてしまったのは誰だったのか。真っ先に目に入ったのは堂坂三郎だった。彼は門の脇にうろうろしていた。その向こうに、長々と地上に倒れている人間が見えた。近寄ると、高谷市長の声でお。おお浅間君黒川内さんがやられた。え、そう考えですか 駆け寄ってみると、なんと痛わしいことではないか。黒川内総監が、肩を押さえてうなっていたではないか。黒川内さん、どうしましたしっかりしてください。ああ、浅間君うもう何でもないよ。総監は寝たままで言った。それでね、浅間君 私は病院に行きたいんだ。君に頼むから、どこかその辺の病院へ連れて行ってくれたまえ。君と二人だけで行きたい。私が言うまで、警視庁へ電話をかけるのも控えてくれたまえ。さあ、警官たちのこの間に、早く、早く、早くやってくれ。ええ、わかりました。しっかりしていてください。それでは僕が起こしてあげますから。 するとそのそばへ、堂坂三郎がぬっと顔を出して、傷ついた相関を覗き込んだ。やれやれ。案外君たちは不用意なんだね。僕を見たまえ、僕を。ちゃんと防弾チョッキを着込んでいるんだ。ほら、ここに弾が当たって穴が開いているが、飲みに食われたほども感じないさ。<laughs> と、 高らかに笑って、ポンポンと懐の上を叩いた。高谷市長はと見ると、今しがた相関を解放していたと思ったのに、いつの間にどこへ行ったのか姿が消えていた。こんなところにぐずぐずしていて、この上変な噂を立てられるのを嫌い、要領よく立ち去ったのかと思った。しかしそれは思い違いで、この時市長は、もっと重大な決意のもとに行動していたのだったことは、 後に至って思い合わされた。総監は、う,うん、うん、と、重症に苦悶していた。この上猶予はならないので、僕は通りかかった円卓を呼び止めて、総監の体を抱え入れた。どこの病院がいいだろうか。総監は大げさに騒がれることを恐れている様子である。その時僕は、千年、本所の工場で働いていた友人が、 クレーンに跳ね飛ばされて重傷を負った時入院した高等外科病院を思い出した。近くはないが自動車のことだからものの5分も違わないと思ったので運転手に命じて高等外科病院の方へ走らせた。河田という仮名をそのまま病院の受付に登録して相関の体は即刻手術台の上に乗せられた。 出直の医師はキビキビした調子で看護婦を特例し、草関の体を裸にした。右の脇の下を中心に出血はかなりおびただしく、消毒した脱脂面で拭っても、上白にパクリと開いた傷口から鮮明な血潮がじくりじくりと噴き出してきた。医師は直ちに草関の右腕の付け根を肩の上から緊迫させた。そしてピカピカ光る手術具を、 ガチャリガチャリと音をさせながら、傷の手当に取り掛かった。ああ、河田さんでしたね。傷はもちろん貫通重曹で、弾は外へ抜けています。河田さんは天下一の幸運児ですよ。ピストルの弾は超頭白筋を打ち抜いていますが、その中には動脈だの、上白骨だのがあるんです。どっちに当たっても大変なことになりますが、 あなたの傷は幸運にも、上白動脈と上白骨との中間をうまく貫いています。可能さえしなければずんずん良くなりますよ。相関は口をかんしたまま首を振って喜びの色を示した。僕はそれから小一時間も付き添っていたであろうか。傷も案外急所を外れたことだし、相関もうつらうつらと眠りかけたので、僕は病室を除去することにした。 すると眠っていたとばかり思った黒川内氏はパッと目を見開いて。帰るのか、浅間君今度は大変世話になったね。いずれ良くなったらお礼をするよ。それから仮金検事に伝えてください。例の問題につき協調はならなかった。私はすぐ適宜の処置を講ずるから、とね。では。 と言って、白い毛布の間から健全な左手を出すと、僕の手を固く握った。十九。外に出てみると、驚いたことに雪がちらちら降っていた。今夜は馬鹿に冷えると思っていたが、やはり雪になる知らせだった。陽春とは名ばかりで、 この黒々と吹けた風なき夜、ひひとしてまっすぐに降り下る白雪をオーバーの上に受けて、再び真冬に会うの思いであった。僕は何よりもまず、仮金検事に、その夜の出来事の報告をしなければならなかった。待合ベニ高砂の玄関を出た途端に、あの不意打ちの狙撃事件が起こり、重傷者を出すやら、病院まで付き添って行くやらで、 自分一人になる自由を持たなかった。この際のこととて、他人に立ち聞かれるような電話をかけることはできないので、ただいたずらに移りゆく時刻を恨めしく見送っていたのだった。今こそ報告のできる機会がやってきたのである。腕時計の指針を探ると、もはや時刻は十二時間近だった。さあ、電話をかけるんだ。 心当たりの辻々を縫い歩いているうち、ようやく高架橋のほとりに、置き忘れられたようにポツンと立っている公衆電話ボックスを見つけることができた。電話は検事局の宿直室にすぐ通じた。仮金検事を呼んでもらって、僕は、待合ベニタカサゴにおける三挙党協議のオブザーバーとしての報告と、それに続いて起こった狙撃事件と、詳細にわたって報告した。 いかがでしょうかそちらへ参った方が良ければすぐ駆けつけますが。というと、仮金検事は。いや、電話で詳細分かったから今夜は来なくてもいいよ。こっちはこっちで人手が十分だから手配に心配はいらん。君はあまり体に無理をしないで、血と休養を取りたまえ。と、 優しい言葉をかけてくれたが、最後にふと思い出したように言葉を付け加え。だが、逃走した加害者の女のありかが分かったら、そいつはすぐ報告を頼むよ。そこで電話は切れたが、仮金辞席の最後の言葉は、僕の胸をぎくんとついた。今自分は忠実なる司法官として、加害者がおてるであることを報告したのだ。 それに対して上官は、加害者の逮捕を僕にも命令した。町の科学者、早見林太郎を恋人に持ち、深夜の主張を神のように崇めているあのホテルを、僕が逮捕しなければならぬこととなった。それは決して気持ちの良いことではなかった。僕は苦しい立場に追い込まれてしまったのだ。この上は、どうかホテルに巡り合いたくもないものだ。 雪は宣告にも増してどんどん降っていた。しまい忘れた日よけの上にも、軒畑に近い歩道の上にも、真っ白に積もってきた。僕はにわかに空腹を感じた。その上に一晩の温かい飲み物も欲しかった。どこかに蕎麦屋でも起きていないかしら。この辺り一帯は、物寂しい工業地帯だった。 あたりには鉄が錆びたような酸っぱい空気が淀んでいた。そしてどっちを見ても、むやみに頑丈な高部が続き、夜空にそびえ立つ工場の窓には赤々と明かりが映り、それをへたてた内側で、夜行に熱中している食工たちの気配が感じられた。何の音かは知らぬが、カーンカーンと、金物を打つ鋭い音がさえざえと聞こえるかと思うと、また、ザザザザ、 と、物をぶちまけるような高圧蒸気の音がするのであった。その時僕は、工場の平際に一軒の中華そば屋の明かりを発見した。僕の足は心よりも先にその方に踏み出していた。暖かい湯気の漏れるのれんをくぐって、僕は荒くれた二三人の選曲の間に割り込んだ。釜の向こうでワンタンを鉢に移していた、 白い割烹着にレースの布を巻いた娘が、ちらりと一別を送って、いらっしゃい、と声をかけた。若い職工の働いている工場外なればこそ、このような妙麗の娘が結構商売をしているのだ。番が回ってきて、僕の受け取った丼は、風呂桶のように扱った。夫婦吹きながら箸を運んでいるうちに、体も魂も、 自分のところへ帰ってきたような感じがした。丼を置いてハンカチを取り出そうとして、オーバーのポケットに手を入れたとき、思いがけなくマッシブなものが入っているのに驚いた。おやおやと思いながら引っ張り出してみると、何のこと、それは築地の貸子縁で買い求めた握り寿司の包みだった。いつの間にこんなところへしまったのだろうと呆れるほかなかった。 姉さん、ここに買ってきた握り寿司があるんだが、食べても構わないかね。あら、ごちそうさまね。どうぞ、ご遠慮なく。じゃあ。と言って、僕はその紙包みを開いて台の上に乗せた。マグロも小肌も鳥貝も皆ぺちゃんこになっていた。 君もよかったら一つ食べないかあったかくしてもらったお礼に無駄に提供するよ。どうです皆さんも。よかったらやってください。じゃあ、ご馳走になろうじゃねえか、というので、あっちからもこっちからも手が出てきた。僕はその時、この店にコップ酒があるのを見つけたので、早速おかを頼んだ。さて、これから先どうしたものだろうか カリガネケンジは僕に休養をしろと言ったが、今夜のような目にあっては寝てもいられなかった。あのおテルをどうしよう。それにしても、おテルはよくあそこまでやってきたものだ。ピストルを貸したのは誰だったかしら。絹棒がまとわりつかなかったら、弾はもっともっと発射されたろう。そうなると、僕も今頃はこんなところで中華そばの湯気を吹いたりなどできなかったかもしれない。 深夜の市長の敵打ちだ、というような言葉を吐いていたな。あたいの父ちゃんを殺しちゃ嫌よ、と気ぬぼは泣き叫んでいたっけ。ピストルの弾は、道坂三郎と黒川内総監とに命中したが、オテルが本当に狙っていたのは誰だろう。結果から行けば、黒川内総監が引き受けちまったことになるが、オテルは果たして総監を狙ったのであろうか。 何しろあの場には三人の巨頭が居合わせた。いずれも僕より早く一塊になって門を出たはずだった。オテルの狙った相手が知りたいものだ。そしてその相手というのは、キヌボウが歌って聴かせた短回武士。この子を産んだ値はいいが、この子を産ませたあなたには貸しがある。よいしょこしょ。忘れちゃんすな。という文句にある通り、 ホテルは絹棒を産ませた男に対する貸しをピストルの弾で取ろうとしたものに違いない。するとあの三巨頭の誰かが絹棒の隠し親に違いないのである。一体誰がその父親であろう道坂三郎であろうか、黒川内総監だろうか、それとも市長高屋男爵であろうか。それが誰であろうと、この立派なる顔ぶれの中にあるとは、 これは何というセンセーショナル事件であろうか。あら、お客さん。嫌に沈んでいるのね。何かあなたの大事な彼女がどうかしましたか娘はニヤニヤ笑いながら釜の中をかき回している。<laughs> 彼女がね。図星だと言いたいが、ちょっと的を外れたね。 まあ、憎らしい。そんなに恥ずかしがらなくてもいいわよ。はっはっはっは。僕はコップをなで回しながら静かに口に持っていった。深夜の天使は天真爛漫に笑い続けている。その時、なんとなく外が騒々しくなってきた。なんだまた追っ始まったのかな どんぶりを開けた後に湯をついでもらって飲んでいた連中が、ガヤガヤ言いながら屋台を出て行った。どうやらこの塀の中の工場らしいが、怒鳴りつけるような大きな声やら、重いチェーンを引き上げるらしく、ガラガラという音などが、ひとしきり騒がしく響いてきた。なんだろう、と思い、娘に聞こうかと顔を上げてみたが、彼女は全然気にしていないらしく、平然としてどんぶりを洗っているので、 こっちから問うのが恥ずかしくなった。全くもって深夜の世界には色々珍しい出来事が後から後へとひっきりなしに起こっているのだ。ラジオ体操のアナウンサーの声と共に起き、夜の気象通報と共に眠るような多くの T 市民たちには全くわからない別の世界なのだ。彼らは全く知らない。彼らが心よい高い引きを書いている間に、 その枕元を機銃器がきしみ、刑事に追われた泥棒が走り、ゴミ箱に眠るルンペンの心臓が旗たと止まり、死にどころを求めて彷徨う家出人が大金の入った釜口を拾い、ガラス瓶に白い牛乳がいっぱい詰められては蓋をされてゆくのだ。いや、もっともっと恐ろしい事件、珍しい事件、不思議な事件が後から後へと起こっているのだ。 何も知らない彼らは、天使か白地かのように、いとも穏やかな顔をして眠っているのだ。どやどやと足をがして、さっきのれんを出て行った連中が帰ってきた。何だったんですと、僕が声をかけた。いや、いつもあるやつでさ。何ね 陽光炉の中に誰だか飛び込んだ人間があるようだと言うんでちょっと騒いだんでさえ陽光炉そうですよこの工場の陽光炉と来た日にゃ人間が好きでたまらねえと見えてよくやるんですよ何しろ炉はの天に置いてあるんだし外から持っていったクズガをすぐ放り込めるように入り口から近いところにあるんで 誰でもすぐ入れますわね。そこへ持ってきて、高い路口に上がっている梯子は薄暗く、上には職工が一人きゃいないで、こいつが小さい車を押して、あっちへ行ったり、こっちへ行ったりしている。だからやろうと思えば誰でも飛び込めるんです。今夜も本当に飛び込んだんですかどうかなおじけのついた野郎どもが、 よく幽霊を見て、本当の人間が飛び込んだと早がてんすることがあるんでね。ほう、幽霊。つまり、幻影を見るんですね。幻にしろ、本物の人間にしろ、陽光炉に飛び込んだと聞いては、いい気持ちはしなかった。それをきっかけに、僕は感情を台の上に並べて外に出た。 街は雪に眠っている。わずかのアルコールに僕の元気はすっかり回復した。さあ、何でも向かって来いだ。しかし困ったことに、司法官司法、浅間慎十郎と、探偵作家、木我や誠地との両人格がすっかりごっちゃになってしまって、なんだか妙な気持ちだ。まもなく僕は、円卓の中に自分自身を発見した。 おやおやと思ううちに、へえ、参りました、という運転手の声とともに降ろされてしまった。一体ここはどこだろうと見回すと、レンガ造りの建物が立ち並んでいるあたりにどうやら見覚えがある。ほう、してみると、これは丸の内13号館の近所に違いない。僕の潜在意識が、 遠卓をここへ命じたのであろう。丸の内の13号館、大いによろしい。今夜こそ、あの町の科学者、早見林太郎をとっちめてくれるぞ。少し酔ってはいるが、記憶は確かだった。13号館はこれだ。こっちに横丁もある。空気抜きの窓もあった。手を差し込んでみると、なんだか位置が違っているように思ったけれど、 押しボタンもあった。押せば窓もスルスルと開いた。それをよじ登ろうとしたが、どっこい、これは骨だ。これを上がらなければ、職務を遂行するわけにはいかぬ。僕は203高地を攻撃するときのように、飛びついては落ち、立ち上がってはまた飛びついた。そのとき、誰だか僕の肩を掴んで、大声に話しかけるものがあった。 いや、天の助けとはこのことだ。僕に力を貸そうという人間が降って湧いたのだった。ひょっとすると僕は、おとぎ話に出てくる魔法ランプの持ち主、アラジンではないかしら。ああ、ちょうどいい。すまんが、僕のお尻を持ち上げてくれたまえ。こら、貴様は太い奴だ。 警官の見ている前で泥棒に入るとは何だ俺は警官だぞ何警官だそりゃ都合がいい。何だと服装はしっかりしているが、貴様の住所はどこだ商売はあるのか住所だ商売だというのかそれなら名刺をくれと言えば話が早いじゃないか。さあ。 手を出せ。一枚、二枚、三枚、もっと欲しいか警官は名刺を見ると、打って変わったようにおとなしくなった。これは、失礼しました。住所と商売が分かったら、早く僕のお尻を持ち上げてくれ。ああ、承知いたしました。 僕はやっと思い通りに窓の内部へ転げ込むことができた。警官も続いて入ってこようとするから、僕はそれを止めて、これは極秘の事件だから手を出すな、いうことを機関で手を出すと、自責検事の仮金さんに叱られるかもしれんぞ、と怒鳴りつけ、ガラス戸をバタンと下ろしてしまった。僕は至極痛快であった。買って知ったる廊下を抜けて、ずんずん行くと、 中庭へ出るドアがあった。それを押し開くと庭が見える。石の階段を踏み外したと思ったら、もう中庭に出た。さあ、林太郎の回答はありやなしやと仰いでみれば、あったぞ。あったぞ。嫁にもきつ然とそびえる見覚えある高等。窓についた明かりもこの前見た通りだった。 僕は塔の根元にある入り口の扉に向かって歩き出した。気がつくと白く積もった雪の上に誰か歩いた足跡がついていた誰。誰林太郎が帰ってきたのかしら僕は苦しい息を次々骨の折れる階段を一歩一歩登っていった。それはジャックが豆の木によじ登るように長い長い遥かな旅程だった。眠くなってきた。 気がついてみると、僕はなんだか暖かいものの上に寝ていた。ひやりと冷たいものが額から首筋へ流れた。一体どうしたと言うんだろう。ああ、気がついたようです。ああ、うん、もう大丈夫じゃ。なんだか聞き覚えのある声に僕はその方を振り向いた。 そこに並んだ三つの顔。おう、その三つの顔。早見林太郎と飲んだくれのホテルの顔は別に何でもないからよろしい。しかしもう一つの顔は僕の心臓を止まらせるほど驚かした。ああ、深夜の市長。あなたは生きていたんですか二十。 おお深夜の市長、本当にあなたは。と、僕はびっくり仰天して、その場に跳ね起きた。あなたは一体どこにいたんですみんな心配していましたよ。僕があなたをどうかしたんじゃないかとひどく疑われて、不愉快でしたよ。僕は深夜の市長の方から音がいにかけて、濃い髭のある表を懐かしく下から眺めた。 彼の顔は、なんだかいつもとは違っているようであった。顔色は血の気もないまでに青く、そして大変疲れているようであった。でも彼は、強いて快活らしく装い、髭の下に隠れた唇を開き。いや、ちょっとした事件で友達に頼まれて出かけたんだよ。言ったは言ったが、そのまま手が抜けなくなってね。 皆に心配をかけちまった。だが、わしのことより、お前さん自身を気をつけたがいい。さっきはアルコールの匂いをプンプンさして、階段の下に倒れていたよ。ああ、そうですか。僕は赤くなった。しかし、一体あなたという人は、昼間はどこで何をして暮らしているんです およしよ、あんちゃん。突然横合いから、オテルが口を出した。虎御前は、祝い酒を聞こしめしているらしく、鼻にかかった声を出した。余計なことを言い出すと、あたしが黙っちゃいないよ。おう、オテルさん。僕はムカムカとしてきた。 僕は検事局の命令により君を逮捕することができるんだぜ。と言ってしまってから僕は浅ましい威嚇をしたものだと恥ずかしくなった。なんだって私を捕まえるんだってへん、笑わせるじゃないか。なんだって私を捕まえるんだい知れたことさ。君は今夜、 門前中町の待合、ベニ高砂の前でピストルを撃ったじゃないか。撃っただけじゃない、交換に重傷を負わした。その交換は誰だったと思っている警視総監の黒川内さんを君は狙撃したんだぞ。いけすかないよ、この人は。そんな脅しの手に誰が乗るもんかね。私には警視総監なんぞ狙うわけはないんだよ。 オテルはふてくされて天井の方に嘘ぶいた。しかし内心大いに動揺している様子は隠せなかった。これを見ると、オテルの狙ったのは総関ではなかったらしい。でも、命中したのは総関だった。弾は総関の。二人とももうよせ。と、深夜の主張はたしなめるように叫んだ。 とにかく、そんな話はここではしてもらいたくない。いや、僕は言うだけは言います。実は、今日まではオテルさんにも同情してきた。しかし今日という今日、オテルさんは乱暴にも、あの尊敬すべき黒川内総監を撃ったんです。間違いにしろ撃って傷つけたのに、君は一向悔いていない。と、僕はオテルの鼻の先に、 人差し指をぴったりと向けた。何が尊敬すべきなもんか。待合に足を踏み入れるような奴に、ろくなものがいるもんかね。これ、オテルさん、黙らんかというのに。深夜の市長は、じろりとオテルを睨んだ。 今夜は今も話していたようにもっと大事な仕事があるんだ。喧嘩などしているような時じゃないわ。と言って、それから僕の方へ向き直り。ところで、お前さんに尋ねるがの。僕は何と話しにぎっくりとした。 お前さんは、これから司法官として出世をするつもりかそれとも、深夜の街をうろついていて、俺たちみたいな日陰者に落ちる気か一体どっちかねさあ、この単刀直入的な問いには、さすがの僕もうんとうなったまま、急に答えるべき言葉も見つからなかった。一体どっちの道を行こうというのかね 司法官として出世するつもりなら、この際も俺たちとは手を切ってもらいたいね。俺たちと付き合っていれば、泥を握ることはあっても、黄金の冠を拾うようなことには、ますます縁遠くなるよ。僕はルンペン老人とばかりを持っていた深夜の市長が、意外にも難しいことを言い出したので、呆れるほど驚いてしまった。 このただものではない深夜の市長の正体は何だろう。その時、最前から奇妙な機械の前に座って、しきりに何かを調べていた町の科学者、早見林太郎が、つと腰掛けから立ち上がって、こっちへ歩いてきた。さあ、自分はちょうど良いようですが、出かけましょうかそうか。では出発としよう。 深夜の市長は立ち上がったが、急にめまいでもしたらしく、ふらふらとよろめいた。あえ、どうしましたもし、しっかりして。倒れようとする深夜の市長を、駆け寄った早見とおてるが背後から危うく支えた。う,う、いつ、深夜の市長は真っ青になって、 歯をギリギリと噛み合わした。何か激しい疼痛が彼を襲っているものらしかった。彼は左手でもって右の腕を握り潰しそうに掴んでいた。その時僕ははっと胸を疲れたように思った。そんなことがあるだろうか。それは暗号だろうか。もしや、もしや。いや、そんな不思議なことがあってたまるものか。 俺は、ダメだ。俺に構わず言ってくれ。機会を逃しては、せっかくの。と、市長は叫んだ。でも、私だけでは、到底目的を達せそうもありません。うん、そうでもあろうが。仲間の中から、至急信用のおけるのを選びましたよ。 いかんよ、それは。極秘が破れる。友人の名誉のために。T 氏の好奇ある歴史のために。それからまた。なんだか知らないが、僕に手伝わしてください。僕はきっと秘密を守ります。と、僕は立って、床に倒れた市長のところへ近づいた。 市長は髭の間から唇をブルブル震わせながら僕の方を見ていたが。おう、浅羽君。では、早見を助けて、T 氏の鍵を、秘密を守って、妙長までに市長に渡さんと彼は。そこまで言うと、深夜の市長はまだ歯をギリギリと噛んで、ブルブルと震え出した。 t 氏の鍵、高谷市長。深夜の市長が自らこの言葉を口にした。このルンペン老人のあだ名はやはり無意味ではなかったのだ。事情はよくわからないながら、彼と本物の市長との間には、とにかく一脈の縁の水路が続いていたのだった。僕はひざまずいて市長の手を取ろうとすると。さあ、行こう。 と、早見は僕の腕を押さえて引っ張った。でも、これじゃ深夜の市長を見殺しにするようじゃないかね。仕方がない。あとはホテルに任せるんだ。躊躇している場合ではない。後ろ髪を引かれるような思いで、僕は早見と連れ立って、後頭を降りていった。階段を一つ降りるごとに、 ズキンズキンと腰に痛みが響いた。しかし足を止めることはできなかった。深夜の市長が命を懸けた T 氏の黄金の鍵のことを思えば、ジム机の下を抜け、丸の内13号館の窓を開けて外へ出ようとすると、いきなり鼻先へパッと眩しい光線が爆発した。ットと持って呼吸を止めたところへ窓下から、 司法さん、さあ、私の手におつかまりなさい。という声。よく見ると、何のことだ。戦刻この窓をよじ登るとき、お尻を持ち上げてもらった純らの警官だった。彼は今までに辛抱強く、この窓下に待っていたものらしい。同じようにたじろいだ町の科学者、早見に、素早く耳打ちをして、驚く必要のないことを教えた。 忠実なる警官は、早見にも手を貸した上、なおも僕たちについて用をしたがる様子なので、これからの秘密行動に邪魔になって仕方がなかった。そこで、この館内には病人を看病している女がいるから、もし窓のところへ現れたら手を貸してやってくれと頼んで、ようやくのことで彼を窓下にピン付けにすることができた。そして僕と早見は、そのまま薄く雪の積もった、 深夜の歩道を走り出した。早見さん、一体これからどうしようというのかね。僕は雪に足を取られそうなのを心配しながら、宣告から聞きたいと思っていたことを聞いた。T 氏の黄金の鍵を奪還するんだ。奪還やっぱりね。その黄金の鍵はどこにあるのかね。 司会の教徒堂坂三郎サブロが持っている。これから彼の屋敷を襲って奪還するんだ。失礼だが、君のような科学者に泥棒のような忍び込みができるのかね。心配無用。そう言い放って、町の科学者は腰のあたりをポンポンと鳴らした。なんだろうと音のする方を見ると、彼はいつ持ち出したのか、 望遠鏡でも入っていそうな長い革袋を肩から斜めにかけていて、それをポンポンと叩いて見せたのだった。その革袋の中には、いかなる品物が潜んでいるのだろう。21。外線道路のところまで駆け足で行ってみると、意外にも一台の黒い自動車が、 雪の綿帽子をかぶったままじっと止まっていた。早見がおいと声をかけると自動車のドアがさっと開いた。待っていた運転手が速水の声に応じて内側から開いたものらしかった。僕たちが腰を下ろすよりも早く自動車は素早くスタートを切った。運転手は幅の広い背中をこっちに見せて黙々とハンドルを握った。 車は雪あかりの人跡途絶えた街路を矢のように走っていった。そっと夜行時計の盤面を見ると、ウラニウム針はピタリと正三時を示していた。僕は横に並んでクッションに腰を下ろしている早見を突っついた。すると彼は何事かと驚いたような顔つきで僕の方に耳を寄せてきた。そこで僕はその耳に口を近づけて、 そっと囁いた。君はなぜあんな場所にあんな塔を建てたんだい一体何をするのが目的なのかい早見は無言で僕の唇から自分の耳を引きちぎった。しばらくすると僕はまた彼の脇腹をつっついた。すると彼はまた耳をそっと寄せてきた。 あの高頭は夜になるとあの通りそびえているが夜明けになるとスルスルっとエレベーター式に地下に降りてしまうんだろういつぞや昼間行った時は塔の影も形もなかった。しかし目の鋭いものはそんなからくりのあることは知っているぞ。なぜって言えばあの中庭の芝草の生え具合を調べてみると真ん中に円形を成した部分の芝草だけは他の部分よりも歯が硬くて丈夫だ。 その円形を成した部分が、塔の屋根に当たる部分なんだ。その円形の芝草は、夜間航空に登って風に当たるから、それで自然に丈夫になるんだ。どうだ驚いたろ驚いたら、あの隠れ見式高等の使命を教えたまえ。早見は前よりも激しい驚きの色を見せて、首を元の位置に立て直したが、やがて向こうから、 唇を僕の耳に持ってきて囁いたことである。それだけ知っていて、あの塔の使命が察知できないような奴は、よほど頭が悪いんだ。僕は、何をくしょうと思った。そして三度彼の腹を突っついたのであった。どうやら、深夜の主張は病気らしいが、どこが悪いのかね。 すると早見は、今までとはまるで打って変わったように焦然として、僕の方に顔をすり寄せた。全く驚いている。さっきあなたも見たろうが、あんな風に手でしっかりと腕を掴み、油汗を流し、歯を食いしばっていられる。非常に痛みがあるらしいけれど、医者を呼ぼうかと言っても聞き入れられないんだ。どこが悪いのやら、全く見当がつかない。 あなたにわかっていたら、ぜひ教えてもらいたいんだが。そこで僕は、さっき彼が僕にして見せたと同じように、呆然として彼の頭から我が耳をもぎ取ったのである。早見は、途端にぎゅっと僕の両の利き腕を鷲しみにすると、ぐっと自分の方へ引き寄せた。僕は小暗い社内灯の光が、彼のまぶたの中でちらちら不動するのを認めた。 僕はつい気の毒になり。早見さん、心配しないでいい。あの人はあのくらいの傷で下たばるようなことはないよ。と言った。その時自動車はごとんと音を立てて止まった。外を見ると狭い横丁だった。降りてみると油じみた食行服を着た男が立っていて、早見に何か耳打ちをした。 自動車はごとごとと音を立てながら、そばの狭いギャレージに後しざりしながら入っていったが、ギャレージの中にも二人ほど立ち働いている若者がいて、奥の明るいガラス戸の中には、神さんらしいエプロン姿の女の顔がこっちを覗いていた。いよいよ目的地へ来たらしい。僕と早見とは、食工服男の案内で、頑丈な高辺のある邸宅の前に出た。 かの若者は前後をそっと見回した後で、くぐり戸の上をコツコツコツと三つ叩いた。そこにかかっている表札には、銅坂家勝手口という文字が読めた。戸は合図に応じて音もなく内側に開いた。中には別の男がいた。彼は火の晩のような風呂をしていた。僕たち二人を迎え入れると、 彼は戸に鍵をかけた後、黙々として、そばに置いてある大きな犬小屋の中に姿を隠した。この小屋の主人公であるらしいシェパードが一匹、雪の積もった地面に死んだようになって長く伸びていた。懐中電灯の光のもとに、絵図を暗示ながら先に立つ早見に従っていくと、やがて奥庭に出た。早見さん。 見張りの連中は僕たちの目的を知っているのかね。皆嫌に黙っているんで気味が悪いな。彼らは見張りだけが任務なんだ。黙っているのは深夜の市長の慰霊が行われている証拠だよ。規律が主観すれば場所柄をわきまえずつまらぬおしゃべりなどをするものだ。僕は皮肉を言われたように感じてそれっきり口をつぐんだ。 絵図の上に赤い矢印で示された縁の下のくぐり穴が見つかった。そこで両手と膝頭とをついて、白氷の張っているらしい大地のツーンとする冷たさを痛く感じながら穴を潜って床下に忍び込んだ。眩しい懐中電灯の光が檻の中のように凄まじい床下を照らし出した。中に入ると、早見は悠々と床下に寝転がった。 そして肩から長い皮袋を下ろすとその口を開いた。僕は何が出てくるかと興味を持って眺めていた。中から出てきたのは何やら細々した部分品のついたピカピカ光る円筒用のものだった。自動車のタイヤに空気を送るポンプのようでもあり、機関銃のようなところもあった。それは何をする機械かね。 と、僕は恐る恐る早見に質問した。今にわかる時にはわかると、早見はさもうるさそうに答えた。そしてその機械を持ち上げて、鉄砲を撃つときのように肩に当てた。だから機械はその時直立していた。それから彼は引き金のようなものをぐっと下に引いた。すると、 なんだか機械の一部が回り始めたらしく、かすかな響きが聞こえてきた。浅間君その懐中電灯を持って床下を照らしてくれたまえ。そうだ、この機械のちょうど真上のあたりを横の方から照らしてくれるといいんだ。僕は言われる通りにして、このわけのわからない作業を応援した。お 長いピカピカの円筒の中から細い真っ黒なチューブが徐々に出てきて床を下から突き刺した。それはまるで蚊が血を吸う時に人間の体にくちばしを差し込んだような格好だった。ちょうど一分ぐらい経ったと思われる頃、バネが外れたようなジジッという音がした。すると早見は床から機械を外すのであった。 もう、済んだのかいと僕が聞くと。い,いや、次だ。そう言って彼は、くるりと腹ばいになると、その機会を抱えたまま、向こうの方へ、そろりそろりと、芋虫のように這って行くのであった。そんな風にして、彼は床の下を、あちらこちらと這い回り、およそ二十近い箇所に、 丹念にかの機械のくちばしを突き立てては、じじじっととどめの音をさせていった。僕はいい加減退屈した頃、彼はその機械を袋の中に収めた。もう済んだのかい準備は済んだ。これからいよいよ本部隊だ。君、こいつを頭からかぶりたまえ、こんな風に。 どこに持っていたのか、彼が私に渡したものを見ると、ゴム製の棒毒面のようなものだった。しかしそれは大変に簡単で、まるで海水棒を少し長くしたほどの手軽なものだった。なぜそんなものを被るのかわからないが、言われるままに彼を真似て頭の上からすっぽり被った。彼は手を伸ばして僕のマスクを直してくれた。 マスクの上から鼻を押さえてみると、何かお猿の口先のようにぴょこんと飛び出しているものがあって、その間から息が通うらしく、そして、なんだか薬品の匂いらしい涼しい香りがした。さあ、こっちだ。と言わぬばかりに、早見の持っている懐中電灯の工房がさっと動いた。ぬっと手を上に伸ばしてガタガタやっているうちに、 さっと風の通る気配が手首に感じられた。光の動く方を見ると床にぽっかりと四角な穴が開いている。速見は先に立ってその穴をよじ登った。僕も続いて登りかけると頭の上にパッと明るく電灯がついた。僕は彼の大胆なのに呆れ返った。よじ登ってみるとそれはクリアであった。 板の間の揚げ蓋が2枚だけ横に外されていた。早見は靴のままでごとごと板の間を踏み鳴らしながら歩き出した。まるで無人島を踏破しているかのように。この家は留守なのかいどうしてほら、これを見たまえ。そう言って早見はそばの障子をがらりと開けた。 するとそこには、歳の若いお手伝いさんが、布団にくるまって寝ていた。ちと、静かにしないと、起きられるんじゃないか何の、起きるものか。そう言った早見は、布団の間からぬっと出しているお手伝いさんの白い腕を握って、激しく動かしたが、お手伝いさんの表情には何の変わりもなかった。 僕ははっとその場に立ちすくんだ。死んでいるのかなに、よく眠っているだけだ。戦国床下から注射した毒ガスは、それを嗅いだ人間を正味2時間にわたって生きた屍にする。あの注射器も、この毒ガスも、僕が作ったものだ。床下から麻痺性毒ガスを注射する。 とは考えたものだと簡単し、かつ、底知れぬ町の科学者の知能に恐怖を感じた。僕の顔色を早くも見て取ったが、この時早見は僕の前に直立していった。君、誤解しちゃいけないよ。僕はいつも正義の味方なんだからね。もともと私は人間の活動を束縛するような科学機械を作ることを好むものではない。 しかし、これを一足お先に自分の手で発明しておかなければ、他人が発明を完成して、こっちを束縛しにかかる。こいつはたまらんという他ない。神こそ最優秀な武器を持たねばならないのだ。さあ、急いで協力してくれたまえ。早見はどんどんと先に立って、廊下を進んでいった。各室に送った毒ガスは、生二時間にわたって、 一家を全滅させているのだった。早見は、豪もその毒ガスの効力を疑わなかった。ここが道坂三郎の寝室だ。T 氏の黄金の鍵は必ず彼の身辺に持っているはずだと深夜の主張は言われる。さあ、一緒に探してくれたまえ。早見は壁管のスイッチを押してから重い扉を開いた。 天井にはめ込んだ大きなグローブを通して、まるで昼間のように明るい光線が室内を照らしていた。これは何という風変わりな部屋だろう。内部は二本間となっていて、ちょうどお城の広間のようにだだっ広く、その中央に背の高い屏風が立て回してあった。僕たちはつかつかと屏風のそばに進み、それを左右に開いた。 まるで土俵のように盛り上がった二つの厚い布団。その布団のヤギの間から二つの頭が覗いていた。一人は紛れもなき海坊主のような視界の大建物、銅坂三郎。そしてもう一人は、どうも見たような横顔なので、そっと枕元を回って正面から覗いてみたが、途端にあっと仰天した。二十二。 マスミだ。海坊主の横手に、すやすやと夢中をたどっているのは、意外にも、蚊のもがくずれのマスミだった。僕はただわけもわからず、むやみに腹が立った。マスミの枕をポーンと蹴飛ばしてやりたくなって、つかつかとそばへ寄ったが、途端に、これは卑怯だな、と気がついて、かろうじて思いとどまった。そういえば、 先頃マスミは日比谷公園で銅坂の自動車にのこのこ乗り込んだりしたが、それから考えると、この低たらくも別に怪しむに足りないことだったかもしれない。しかし僕は彼女をもっともっと神聖視していた。それが誤りだった。もともと自分が不明だったのである。こう腹の立つのも、マスミに対する嫉妬というよりは、 自分の不明に対する憤き通りのせいだったかもしれない。それにしても、この虫も殺さぬ天使のような少女が、やっぱりバイタだったとは、なんという寂しいことだろうか。おう、バイタ、バイタ。僕は目でもって、マスミの頬を弔着した。目でもって、かすかに白い歯を覗かせた。 可愛いバラ色の唇をつねり上げた。それでも物足りなかった。ヤグを跳ねのけて、彼女の細い首をぎゅっと締め付けたい衝動に駆られて、こらえがたくなった。僕の腕はいつしかマスミの顔の方に伸びていた。そしてその指先が彼女の額に触れんばかりに近づいたとき、僕の腕は急に盤石を乗せられたように重くなった。 僕は、どこかに臨たる声のするのを聞きとがめた。お前は卑怯者で冷酷な人間だ。マスミをこんなにしたのはお前のせいだぞ。お前は、今までにたびたびマスミを救う機会があったんだ。目黒のの一五園ホテルを忘れたか日比谷公園を忘れたかいやいや。 お前はもっと重大な義務からも逃避している卑怯者だ。冷血動物だ。お前はいつも自分だけがいい子になろうとして責任を回避していたからこんなことになったんだ。お前には意志の力がない。男らしい決心がない。そして不親切だ。恥じるがいい。僕は胸元をぎゅうぎゅう締め付けられるように感じた。 その声はまだ続いた。お前はここで気がつかなければならない重大な義務を忘れているぞ。なぜ早くそれを思い出して、その義務を果たそうとはしないのだ。このままでは、お前はまた彼女を新しい地獄の淵に突き落とすようなものだ。反省しろ。そして実行するんだ。マスミに対する罪を贖うには、 今からでも決して遅くはないぞ。僕は苦しさにこらえられなかった。マスミへの罪。マスミに対してまだ果たさない義務とは何であろう。僕は胸に手を置いて考えた。何だったか、それは何だったろう。そうだ、あれだ、あのことだ。 僕は、かねてマスミに対して伝言したい一つの事柄を持っていたのに気がついた。なぜそれを忘れていたのだろう。僕はポケットからノートを出して、その上に鉛筆で、走り書きに次のようなことをしたためた。マスミさん、あなたの兄さんの四次鶴吉氏は、先月の29日の夜、本所の亀戸近くで殺害されました。その死体は、 油倉庫の中に投げ入れられ、放火されたから灰になりました。兄さんがなぜ殺害されたかわかりませんが、その殺害を一番早く言い当てたのは道坂三郎氏です。道坂氏はその翌朝、つまり30日朝、あなたの妹さんの千代子さんにうっかりそれを話したのです。兄さんを殺害しろと命令したのは道坂三郎に違いありません。 林家の男より。林家の男よりと一旦書いてはみたが、どうも卑怯なような気がしたので、それを消して、浅間慎十郎と堂々署名をした。それを書き終えると、ページをちぎって小さく折りたたんだ。そして枕元に放り出してあったマスミのハンドバッグを開けて、その中へ入れて口を閉じた。これでいい。マスミが読んだら、 これ以上旧敵の男と枕を並べるような間違ったことは繰り返すまいと考えた。僕はこれで心の重荷を下ろすことができた。そしてほっとため息をついた。ちょいと、浅間君はっと驚いて畳の上から飛び上がると、後ろには町の科学者、早見林太郎が疲れ切ったという格好で、 ぼんやりつったっていた。ずいぶん探したが、T 氏の黄金の鍵はどこにも見当たらないんだ。黄金の鍵そうだ。自分はマスミに会うためにこの家へやってきたのではない。黄金の鍵を探しに来たのであった。何をぼんやりしているんだろう。見ると、床の間の上下の戸棚と言わず、 手文庫の中と言わず、書棚と言わず、手当たり次第引っかき回されてやったが、これは早見のやったものに違いなかった。蘭間を飾る伊藤博文公の額もブランと宙に下がっているし、床の間からは掛け軸が外され、青銅製の釣り金の置物まで裏返しになっていた。早見は僕の腕を握ると力のない声で言った。 この上、どこを探したらいいだろう。それとも、深夜の市長の考え違いで、堂坂三郎は黄金の鍵を持っていないのではなかろうか。科学機械に造形の深い早見林太郎も、黄金の鍵の操作にはすっかり手を焼いたと見えて、宣告とはまるで別人のようにおじけていた。T 氏の鍵。今、高谷市長と、深夜の市長と、 黒川内警視総監とが血眼になって探し求めている黄金の鍵は一体どこに潜んでいるのだろうか。大事なものだから身辺に置いているに違いない、と深夜の市長の言ったこの言葉は僕も共に同感するところだ。ことに明日は司会の壇上において堂坂三郎はこの T 氏の黄金の鍵を中心にして 高谷市長の断崖案を上呈するつもりであり、かの待合で方言したところから想像すると、場合によっては鍵を必要とするかもしれないと思っているらしいので、それがためには鍵の所在はいよいよ銅坂三郎の身辺に極限されてくるのだった。僕は海坊主のような大きな日陰を持った銅坂三郎の顔をしばらく眺めていたが、その時ふと考えついたことがあった。 早見さん、ちょっと手を貸してくれたまえ。手を貸す何をするのかね。この銅坂氏しを裸にしてみるんだ。何この人を裸に呆れている早見を促して、僕は端の方から布団をそっとまくった。しかし、僕は慌てて布団を元のようにかぶせた。 どうしたんだ君。早見はけげんそうに僕の顔を眺めた。そうだ。銅坂氏を布団の間から畳の上に引っ張り下ろそう。それがいい。僕たちは苦心をして、銅坂氏の大きな体だけを畳の上にようやく引っ張り出した。僕は、 人間の体がこんなに周快なものであることを初めて知った。早見君これを見たまえ。足しなみのいい銅坂氏は、寝ていても防弾チョッキを外していないよ。ほう、なるほど。銅坂氏の寝巻きや航空を調べたが、黄金の鍵は見つからなかった。 この上は防弾チョッキだと思って、それを外してみた。防弾チョッキの裏は、真綿で覆ってあったが、よく調べてみると、ちょうど胸骨の当たるところに、小さなポケットがついていた。僕はその中へ指を差し入れてみた。うん。僕はうなった。手応えがあったのだ。つまみ出してみると、黄金色まばゆき。 サイダーの線抜きほどの大きさの鍵。それには取っ手のところに T 氏の紋章が浮き彫りになっており、鍵軸には T 氏の鍵、T 氏長、常にこれを保存す、と告してあった。おお T 氏の鍵だ。万歳。ああ、黄金の鍵。私たちの使命はついに全うせられた。 僕たちは鍵を高く差し上げると、感極まって互いに皮脂と抱き合い、共に相手の胸に顔をうずめて嬉し泣きに泣いた。これさえあればこっちのものである。さあ出かけよう、という早見をしばらく押し止めて、乱雑になった室内を手早く片付けた。早見はちょっと不服そうに見えたが、それでも一緒になって片付けた。 この、先生は、どうしよう。と言って、早見が、裸で寝ている堂坂三郎を刺した。これもまた元のようにするほかない。防弾チョッキもちゃんと元通り胸に当て、その上にネギを着せて、帯まで結び、肩と足とを二人で担いで、やっこらさと寝床の中に寝かせた。おいおい、浅間君 そこはまだ敷布団だ。もう一枚まくらなきゃ。と、速見は僕に注意をした。なに、ここの中でも風邪を引きやしないよ。そう言って僕は、無理やりに道坂三郎を二枚の敷布団の間に寝さした。僕は、速見が僕の顔を不思議そうに見ているのを知っていた。 僕たちは、元入ったところから外に出た。針り番の人たちは、黙々として僕たちを迎えた。早見は彼らに向かって、ご苦労様でしたと丁寧に挨拶したが、この屋敷の中で行った仕事については一言も言わなかった。二十三。とろとろと眠ったと思ったら、 激しく揺すぶり起こされた。浅間さん、しっかり押しよ。もうすぐお昼のサイレンが鳴るというのに。女の声で、お昼のサイレンという。こいつは閉まったと思って起きようとするが、まぶたがどうしても開かない。外旋勇士がそんなことでどうするのさ。ぐずぐずしていると、 すっぱだかにして冷水摩擦をやってあげるが、いいこと生めかしい匂いが僕の鼻をついたかと思うと、僕の体はふわりと宙に浮き、そして、なんだかぐにゃりと柔らかいものの上に置かれた。さあさあ、シャツも下帯も外して。わーいと僕は目を覚ました。目を開けてみると、 大きな女の顔が笑っている。やはりそんな気がしていたが、オテルの顔だった。よせよせというのに、彼女ははあはあ言って笑っている。気がつくと、僕はオテルの分厚な膝の上に抱き上げられていたのだった。僕は驚いて、彼女を突き抜けて下に降りた。腕時計を見ると、今ようやく午前九時になったばかり。 うまうまいっぱい騙された。おてるという女は、酔っては怒りやすく、冷めては濃厚すぎるほど世話好きになる、誠に困った女である。寝ていたところは、丸の内十三号館の町の科学者、早見林太郎の口頭の中。昨夜はさすが不死身の僕も、早見と連れ立って、深夜の市長の待っているこの口頭までたどり着いた時は、へとへとになってしまったのだった。 せっかくの外旋報告も何を言ったかはっきり覚えていない。深夜の市長は病床の上から手を差し伸べて僕に堅い握手をしてくれ、いろいろと褒めてくれたようだったが、結局 T 氏の黄金の鍵は明日市長へ行って高谷市長か中谷助役に自ら手渡すように頼まれたことだけは記憶している。それから後は横に倒れてちょっと一眠りと思ったのに、 もう六時間も経ってしまったのだ。室内にはホテルの他に誰も見えない。ねえ、ホテルさん、深夜の市長は何を言ってるのよ。もちろん開けないうちにお帰りになったわよ。さあ、牛乳にトーストよ。ホテルはどこで用意してきたのか、銀盆の上に、 軽い食事を運んできた。いや、すまない。市長はあんな渋滞でも、やはり夜明け前にはいなくなるのかね。それはそうあるべきだろうけれど。何がそうあるべきさ。いや、あの人の生活はちょっと僕に似ているところがある。ちっとも似てやしないよ。似ていると言や。 うちの絹坊に似ているよ。お日様が嫌いなところがね。ああ、絹坊。絹坊といえば、絹坊はどうしているね今朝、早見さんが病院に連れて行ったよ。お日様を怖がるのを精神分析とかで治すためにね。私は余計なことだと思っているんだけれど、あの人は治してやるって聞かないんだよ。 精神分析か。早見さんの好きらしいことだ。僕は熱い牛乳を一口すすった。オテルさん、キヌボウの父親は誰なんだねオテルはぎくりとしたらしく、一歩身を引いて立ちすくんだ。あんたはこの私を縛るつもりなのね んにゃあ、縛るのはもうよしたよ。<laughs> だって、それじゃお役目をどうするのお役目か。お役目なんざ、もうやめちまうばかりだ。へん、言ってるよ。あんたが本当にお役人をやめたら、あたしは逆立ちをしてあんたの周りをぐるぐる回ってみせるわ。 そうかじゃあ、それを楽しみにしているが、あの短海節に読み込んだ、この子を産ませたあなた、というのを教えろ。知らない。知らないじゃあ、良いしょこしょ教えてやろう。こっちから。あの子の父親は、いいかね銅坂サブロウだ。まあ、どうしてそれを 君はキャツが待合から出てくるのを狙って撃ったんだ。弾は見事に命中したんだ。しかしキャツは死なない。そうなのか。確かに当たったのに。防弾直球を着てやがるんだ。命には別条ない。昨夜キャツの防弾直球を見たが、君の呪いの弾が2発。鋼の上に浅い凹みを作っていたぜ。 もし通り抜けりゃ心臓を痛めたろう。卑怯な男。だがおてるさん、今日は君のために司会の真っただ中でキャッツをとっちめてやるからね。ああ、司会でね。そういえば、あら、もう遅いわよ。今朝早く深夜の市長さんから電話がかかってきて、あんたを十時半までに市長へ着かせるようにって、 十時半だってなぜそれを早く言わないんだ僕は、例の問題は正午過ぎに上帝のことと思い、正午までに行けばいいのだと思って、ゆっくりしていたのだった。僕は驚いて、牛乳をガブガブと飲み、トーストを口に加えて、洗面所へ駆けつけた。鏡に映った僕の顔は、一夜のうちに頬がげっそりこけ、寝不足の目は真っ赤に充血していた。 じゃあ、行ってくるよ。まあ、帰ってきてからゆっくり君のロマンスを聞かせてもらおう。僕は黄金の鍵をポケットの中に握りしめて、いつものように螺旋階段を下ろうとすると、オテルは慌ててそれを止めた。こっちから出るのよ。オテルは明るい窓に手をかけて、ガラガラと開けた。 外には青い空が見えるかと思いのほか、明るさはガラス戸と一緒に上に上がって、そこにはぽっかりと真っ暗な穴が開いた。変なことがあればあるものと、よくよく見ると、何のことだ。すりガラスの窓は引き出しのようになっていて、ガラスの外側に昼食伝統がついているのだった。窓を開けると、昼食伝統も一緒にガラガラと上に上がったのであった。 外は暗い地下道だった。しかしよく見ると、ずっと向こうの方まで、食力の弱い電灯が続いていた。それもそのはず、今は昼間だから、この早見の高騰は、エレベーター仕掛けで地下に下がっていたのだった。窓を開けると、外は地下道になっていたって別に不思議はない。ここをずっと行くと地上に出てよ。じゃ。 しっかりあたしの仇を取ってきてね。ホテルの甘ったるい声に送られて、僕は窓をまたいで小暗い地下道に降り立った。しかしその時は、これがホテルとの長のお別れになろうなどとは気がつかなかった。少しずつ上り坂になった地下道をぐるぐる回っていくと、やがて一つのドアにぶつかった。それを押してみると雲なく開いて、 雑然と木箱やバケツの転がっている物置のような部屋に出た。そこを構わず出て行くと階段があって、それを登り切るとすぐに出口が開け、自動車が川のように流れている明るい街路が見えた。外に出てみると何のこと、今出てきたのは有名なバツバツビルだったのには驚いた。僕は早速通りかかりの円卓を呼び止めて、 市長へ急がせた。市長の前はいつもとは違い、どこから集まってきたのか黒山の人だかりだった。それはどうやら市政に興味を持つ市民の群れらしかった。今日の司会の見悪な雲行きが露骨に反映しているかのようであった。秘書家に名刺を出して市長に面会を求めたが、市長は 今日はまだ登場していないということだった。おやおやと思って、それでは助役の中谷十字に取り次ぎを頼むと、今議場に出て、市長に代わって奮戦の真っ最中だ、とのことだった。それなればというので、僕は買って知ったる議場の方へ行ってみることにした。なるほど議場は、恵みの喧嘩のように殺気立っていた。 正面の演壇の方に目を向けると、壇上にスクッと立ち上がって、拳を盛んに振り回しているのは、他ならぬ、道坂三郎氏だった。市の身辺には、二三十人の総監がぎっしりと取り囲み、壇上段下一体を占領しているらしかった。その横後ろには、中谷助役以下の当局者がずらりと並んでいたが、いずれも蒼白な表を伏せて、 罪人のごとくおどおどしていた。市長席は空席で、まるで歯の抜けたような物寂しさを見せていた。道坂氏は満面を明けにして、猛虎のごとく吠える。土地払い下げ案について重大なる質問をしたのに、市長及び当事者が答弁をしないとは何事であるか。天津さえ、我ら市民代表者の切なる要求を知りけ、 一件書類を金庫から取り出してみせることを拒むとは、横暴とも、理不尽とも、実に言語道断の振る舞いである。未だかつて三百万人の市民は、核のごとき侮辱をこむり、核のごとき暴政に蹂躙せられたことはないのである。金庫を解放してみせるまでは、我々は餓死するとも、この私生壇上から一歩も退くものではない。 どうざかしの演説ぶりは、実に郵送無比なものではあったが、昨夜の彼の集体を思い出した途端に、およそ滑稽至極なものに見えた。議席は満場総立ちとなり、怒号と拍手と口笛と足踏みとで、まるで叶えの湧くような騒ぎだった。この急白せる事態を鎮圧すべき議長は、まるで置物のように天井に向いて嘘吹いていた。それもそのはず、 彼もまた、銅坂一派のしたたか者だったのである。僕はこのありさまを見て、もはや一刻も猶予すべき時ではないと思った。僕は、市委員控室の方に回った。ちょうどそこに旧市が一人、リーダーを勉強していたので、これに一つの封筒を渡し、急いで中谷助役に手渡してくれるように頼んだ。旧市は、 リーダーのページに折り目をつけて本を閉じるとすぐ立ち上がって議席の方へスタスタと歩いて行った。僕は再び議場に取って返した。中谷助役はどんな顔をするだろうかと思うと興味が深かった。中谷助役は懸元な面持ちで休止から受け取った封筒を机の陰で破っている様子だった。一秒、二秒、三秒。 が前中谷助役の顔色は、酒を飲んだ人のように赤くなった。と思うと、今度は反対にさっと青ざめた。彼は額に手を当てた。そばにいた第二女役が顔を寄せたと思うと、彼は急にそわそわしだした。それもそのはずだった。簡単な手紙と共とに、僕は封筒の中に、昨夜道坂三郎の懐中から奪ってきた、 t 氏の黄金の鍵を入れておいたのだったから。壇上の堂坂三郎は、拳を突き出してわめき散らしていた。t 氏の金庫をたった今開けてみせるかそれとも開けられない事情を説明するかよろしい。では、金庫を開けてお目にかけよう。突如として叫んだのは中谷助役だった。 彼は右手に高く、黄金色三千たる T 氏の鍵を差し上げた。議席からも壇上からも、わっという歓声が起こって、議場の天井を自信のように揺さぶった。そして司会議員たちは、席を立って我たちに出口の方に殺到した。それは回避されようとする金庫の中を、誰よりも早く見たいがためだった。 市長室に据え付けられた金庫の前は、たちまち戸へ畑に人垣で囲まれた。遅ればせに駆けつけた議員たちは、熱狂のあまり、市長の机の上に土足のまま上がるものもあれば、それでも入れぬ議員たちは、廊下のところでうんうんひしめき合った。では、これより金庫を開きます。立ち合いの衆は、 またもやわっと歓声を上げたが、あとは中からどんなものが飛び出すかと、一座は緊張の極みに達し、水を打ったようにシーンと静まり返った。中谷助役は、金庫の前に片膝をついて、鍵穴に黄金の鍵を差し入れた。そして、ガチャガチャっと右に回したり、左に回したりした。しかし、いつまでたっても金庫の扉は開かなかった。 一座は早くも事態に気がついたらしく、ガヤガヤとざわみき立った。どうした早く開けろ。ガチャガチャはもうたくさんだ。扉を開けるんだ。なんだなんだ一個開きそうもないじゃないか。一座は再び騒然としてきた。怒鳴る者、口笛を吹く者、カラカラ笑う者、 いや大変な騒ぎになってきた中谷助役は死人のような顔をしてふらふらと立ち上がったそれを見た瞬間僕の心臓は早金のようになりだした「これはどうしたんだ何か間違っているところがあるらしいあの鍵がどうして役に立たないんだ」僕の全身の血は にわかに逆行を始めた。その時そばで傍若無人にカラカラと笑うものがあった。驚いて振り返ってみると、そこには海坊主のような堂坂三郎が大口を開いて腹の底から笑いを爆発させているのだった。拍手と死、死という声とが入り混じって起こった <laughs>。 何のことだ鍵を入れただけのことで、金庫の扉はびくともしないじゃないか。<laughs> インチキ講師を葬れ、だの、市長はどうした、市長を出せ、とか、首をくくって天下に謝罪しろ、とか、聞くに耐えない罵声が、また一しきり市長室の壁も破れんばかりに響いた。万丈の諸君。 と、堂坂三郎は大声を張り上げた。このデタラミにして無知高顔なる現市長一派に対し、吾輩はこれから血涙を払って重大なる暴露を始める。正義の同志よう吾輩の言うことに耳を貸せ。歓声は三度、市長室の壁を侵害させた。緊張緊張という。 昨夜のことだ。吾輩の屋敷は恐るべき傍漢の一味によって襲撃された。傍漢は土足のまま沈入し、手当たり次第銃器を破壊し、夫人の進出を襲い、吾輩を人事不正に陥れて手ごめにした。傍漢は貴重なる数々の物品を奪っていったが、その主要なる目的は T 氏の黄金の鍵を奪うにあった。 t 氏の黄金の鍵。それは t 市長が命をとして保管しなければならぬ貴重品だが、高谷市長はある秘密事件に関係して、代償の約束のため、秘密を握る帽子に貴重なる鍵を預けたのである。帽子は受け取った品物を見て t 氏の鍵なるを知り、驚いて我が輩のところへ相談に来た。 これは T 氏の名誉のためにゆゆしいことであると思い、吾輩は即座に数万金を積んで、その黄金の鍵を買い受けた。かくして T 氏の鍵はひとまず安全に戻ったけれど、市長一派は豪も反省の色なく、甘津さえ T 氏の鍵が吾輩のところにあるのを知ると、仮面の悪人どもを語らい、あらゆる悪辣なる手段を労して、その奪還を図ったのだ。 市長とグルになった黒川内警視総監は、我が輩を待合に呼んで恐喝し、我が輩が鍵を渡すのを拒むと、権力を持って奪還すると豪語した。昨夜侵入した暴漢は、実に黒川内の思想によるもので、主立つ者は二人。一人は T 氏のダニと言うべき、有名なる部来官。深夜の市長と、もう一人は驚くなかれ、現職の司法官。 浅間マ・シンという悪役人だ。僕はここまで聞くと、口惜しさのために歯ぎしりした。何たる捏造だ。何たる侮辱だ。だが、なぜ自分の混じっていたのを知っているのか。これが見えるか、諸君。この手帳こそは、昨夜司法官浅間マ・シンが遺留していったものだ。 彼は市長と警視総監と検事局と、それから、部来館、深夜の市長とを結ぶ連絡係に他ならない。どうだこの関係の堕落と棒状とは。手帳、と聞いて、閉まったと思ったが、もう遅かった。ああ、何たる失敗。昨夜僕は、マスミのハンドバッグに手紙を入れるのに気を取られ、ページを破った手帳を、 布団の上かどこかに置き忘れてきたのだった。とんでもない失敗だ。そのために深夜の市長をはじめ、市長、検事局、それから警視総監にまで迷惑をかけるとは。ああ、何たる失策だ。死んでも死にきれない。吾輩はかねてこの危険をおんばかり、T 氏の鍵の模造品を用意して身辺に保管しておいたのだ。 昨夜の傍観はそれを偽鍵とも知らずして盗んでいったのだ。その偽鍵がどうして今中谷女役の手に入ったか、その間の事情を考え合わすと、市当局がいかに堕落しきっていて、悪人らと決託しているかがわかる。T 市長よ、隠れていないで我らの前にこれを釈明しろ。いや、出て来られまい、釈明のしようがないんだからな。 どうざかサブロの方向のもとにあって、僕はもう生きた気持ちもなかった。その時だった。諸君、高谷市長の所在がわかりました。そう言って突然の声に、声のする市長室の入り口の方を振り返ってみると、そこには意外にも、厳然たる制服に身を固めた黒川内総監が立っていた。 議員たちは、避難の的の人物が、突如として完全に現れたので、目を見張って驚いた。総監の顔色は、重症まだ言えないためか、髪のように白かった。彼は人垣を分けて、市長の金庫の前まで出てきた。堂坂三郎は逃がり切って総監の行動を注視していた。万道の諸君。 市長は昨夜真相、遂に自殺を遂げました。人々は思わずあっと叫び声を立てた。高谷市長は本館に遺書を郵送されました。内容は三項から成り立っていて、第一は T 氏の黄金の鍵の紛失に責任を負うということと、第二は、 市長は深く道坂三郎氏を恨み、氏が経営する本所の DS マグネット工場の溶鉱炉に飛び入ること。第三に、本館の手で T 氏の黄金の鍵を探して金庫を開けてもらいたいこと。この三つが記されています。道坂三郎が DS マグネットの工場を持っているとは初耳だったが、高谷市長は昨夜真相、 その陽光炉に飛び込んだというと、はてな、昨夜僕が屋台の中華そばを食べているとき、その後ろ、陽光炉に人が落ちたと騒いでいたが、あれがそうだったのに違いない。僕は首筋に水を浴びたように立然とした。ああ、そこで本館は、高屋市長の委託により、ここにありまする金庫を開けたいと存ずるものであります。 悪者のか。悪者なら宣告開いたはずだ。まだその上に恥をかきたいかなどと相変わらぬやじが飛んだ。黒川内総監は別に立腹の模様もなく入り口の方に向かって手を挙げた。すると合図に応じて一体の警官隊がゾロゾロと入ってきた。応暴弾圧排斥、 の声が起こった。何事が始まるのかと思っていると、警官隊の中から飛び出してきたのは、よく街路などで見るアセチレンガスを使う溶融切断器を持った直行艇の男だった。彼は人造人間の頭のようなグロテスクな円筒形の兜をかぶっていた。圧倒と驚く議員たちを尻目に、彼はたちまちシューシューと音をさせたかと思うと、 途端に機械の先端から吹き出す目も眩むような真っ青な火炎をズバリと金庫の扉に差し向けた。さすがに仇を誇る鋼鉄製の扉も、この高熱火炎にあってはひとたまりもなく、パチパチと火花は四方に飛散し、あれよあれよと言っている間に黄金の鍵の差し込まれたまま金庫の鉄壁の真ん中には大穴がうがたれた。 さすがの座坂一派の荒武者どもも、この豪快な金庫の鍵の使い方にすっかり度肝を抜かれた形で、誰一人声を立てるものもなかった。待望の扉は覗かれた。さて、その中を改めて見ると、しまってあったはずの土地払い下げ案をはじめ、一切の重要書類が影も形もなかった。その代わり、金庫の棚には、 大きな馬蹄形磁石が一つ、人を馬鹿にしたように鎮座していた。人々はうんと唸ったきり、互いの顔を見合わせた。どうですな、堂坂さんと、相関は穴の開いた金庫を指さしていった。都合のいい嘘をつきたいため、今差し込んだ鍵を偽物と呼びたいようですが、 これはやっぱり本物の T 氏の鍵ですよ。だが、あなたの工場で作ったこんな強力な磁石が入っているんでは、いくら本物の鍵を入れても扉は開くはずがないですね。それはいいとして、紛失した重要書類の所在はあなたが一番ご存知のように思いますが、至急当局へお返し願いたいですね。 誰が書類のことなんか知るものか。堂坂三郎は、早くも出口のところまで逃げていたが、カッと目を向いた。うん、よくも邪魔を。いや、横暴なことをしたな。明日まで待っていろ。貴様を首にした上、貴様が深夜の闇に隠れてどんな悪事を重ねているか、その仮面をひむいてやるから。 よく覚えていろ。黒川内総監は、にやりと道坂の後ろを見送り。仮面はあなたのことです。あなたの仮面さえ剥げば、私はすぐにも辞職しようと。うこれこの通り、辞表を用意しています。総監は懐中から白い辞表を振ってみせた。 明日だ。何もかも明日だ。覚えておれ。堂坂三郎はすごい捨て台詞を残して姿を廊下の方に消した。敏腕持ってなる黒川内総監と司会の巨頭堂坂三郎とはついに真正面から衝突戦としてかろうじて解決を明日に伸ばした。しかし、 本当は明日まで待つことを要しなかったのである。それはその午後、思いがけない結果が訪れ、あたら堂坂三郎を押して、その捨てゼ詞フを不当たりにさせちまった。僕はそのことを役所へ遅く出て知った。それは同僚の一人が、僕の留守にマスミからかかってきた機械な電話を報告してくれたからだった。同僚はこんな風に言った。 何しろ、その女は母息を切らせていたよ。君の留守を残念がってね。何でも今、道坂三郎を自動車で連れ出して、運転手にアイスクリームを買いにやらせ、その留守に車内である手段により、毒殺したというんだ。道坂は自分の兄を殺した旧敵である。その兄というのは、道坂の頼みにより、高谷市長から鍵を奪ったんだそうだが、 それを感謝もせず、秘密漏えの方を恐れて殺したという。よくわからないが、何でも兄さんなる人物に、磁力の強いニッケルを持たせておいて、遠方から背後めがけて探検を投げた。探検は磁力に強く引きつけられ、狙い誤らず、ずぶりと背中を刺したという。なんだか、君に教えられて、それから分かったんだがありがたいって。 それから彼女は、車内へ引き返して毒を飲むと言った。本当だったよ。宣告、日比谷脇で車内の二人の死体を検案したよ。僕はこの意外な話に、テーブルの上にガバと伏して、しばらくは顔が上げれなかった。T 氏の死生をめぐる恐ろしい嵐は過ぎ去った。高潔なる高谷市長は自殺し、 敏腕を歌われた黒川内警視総監は辞職し、勧誘道坂三郎は、マスミの手で無理心中をさせられた。何もかも一時に移り変わって、まるで夢のように感じる。よくよく考えてみると、この数々の惨劇に、もともと無関係のはずの僕でありながら、事実上、どの事件にも深い関係を持っていたことになる。 驚くべき奇縁だと言わなければならない。それを思うとき、僕は大きな後悔と、激しい刺激とに身を焼かれるの思いがある。この大きな苦悩から、なんとか逃れる道はあるまいか。そうだ、ないこともない。僕は決心を定めて、その夜、仮金辞席を指定におとない、退職の件を願い入れた。 この物優しい先輩はいろいろと僕を慰めてくれ、退職を思いとどまるように進めてくれたけれど、僕の決心はいよいよ固かったのである。いや、全く、この度のように事件がなくとも、僕みたいな性格の男は、もともと司法官などが務まるような高等な人間ではないのである。それを少しよく言えば、僕は司法官になるには、 あまりに人間衆が強かったのであった。ようやく仮金検事の長居を得て、僕はほっとした気持ちで外に出た。春の夜とはいえ、今夜も前日に続いて、また雪でも降りかかりそうな寒さだった。とうとう役人生活を棒に振ったぞ。僕は一人ごとを言って自分に言い聞かせた。 そうだ。もう僕は、司法官でも役人でもないのだ。天下のルンペン、浅間新十郎なのだ。これからどうして世渡りをしていこうか。僕の足はいつとはなしに、大川の鉄橋の上を渡って、川の向こうの深夜の市長の潜む洞窟の方に近づいていった。馴染み深い深夜の街は、まるで僕の故郷のように感じられた。 成平橋を越え、右に広い道を折れ、それから狭い横丁に入り込んでいった。目印の隅屋の角を曲がれば、そこの突き当たりが深夜の市長の洞窟だった。行き着いた洞窟は、なんとなく様子が違っていて、入り口にうず高く空き缶が積み上げてあった。もし、深夜の市長さん 僕は中へ向かって、忍びやかに声をかけた。ところがどうしたのか、幾度繰り返しても何の応答もなかった。僕の心は急に不安に包まれた。僕は急いで、入り口を塞いでいる空き缶の山を上の方から崩していった。穴の中は真っ暗だった。人の気配もない。懐中電灯をパッと照らしてみると、 洞窟内は綺麗に片付いていて、五座一枚見当たらなかった。ただ一つ、入り口に四角な紙包みが、糸の先に吊るされてプランプランしていた。ああ、これは。僕はそれを手に取ってみた。表には僕の名が書いてあった。封を破ってみると、中から一枚の紙片と、 顔の下半分にあたる付け髭とが出てきた。その紙片にしたためられてやった数行の文字は、僕を非常に驚かせた。一路司法官としてのご成功を祈り、永遠に君とたもを分かつ。しかして記念のために、今は我にようなき、深夜の市長の仮面を君に送る。黒川内聖。 僕は、深夜の市長の付けひげと手紙と胸に押し当てたまま、しばらくは呆然としていた。今までどうもそんな気がしないこともなかったが、深夜の市長こそ、深夜の勤務における黒川内警視総監の姿だったのか。いや、黒川内総監こそは、深夜の市長の昼間における勤務姿だったといった方がいいように思う。 だが、ルンペンになった僕は、途端に深夜の市長に捨てられたことは、大変寂しかった。いや、深夜の市長に捨てられたばかりでなく、その一等にも捨てられたことが、後になってはっきり分かってきた。その後、夜更けて、幾度も丸の内13号館を訪ねたが、あのそびえ立っていた高等も見えず、裏口の通路も見当たらず、もちろん、早見林太郎にも、 おてるにも会えなかった。夜の街の行きずりに、ルンペンじいさんのたもとを引いて尋ねても、僕の顔を一目見るなり顔を背けて、知らぬ知らぬと首を振るのだった。僕は今でも、時折思い立っては、当てどもなく深夜の街を散歩する。そんな時は、今夜こそは深夜の市長にぱったり行き合いそうな気がするのだが、不幸にして、その後一度も、 彼にも、彼の一刀にも巡り合ったことがない。従って、彼らの残していった数々の謎も、未だにやっぱりそのままになっている。